続いてはエグラジセレクトです黒崎瞳キャスターとお伝えしますはい新型コロナウイルスの感染拡大がまだまだ続いている中ですが、はい、今年は三年ぶりに国による行動制限がない夏となりましたね、うん、感染対策に気を使いながらも旅行へ行ったり帰省をしたりという方も多かったようです、はい、まあ新規の感染者数はまだ大幅に減るという気配は見えてきませんがそれでも各地のお祭りや花火大会 大型イベントなども今年は久しぶりに大規模に開催されて多くの人が集まったようですね。そうした中、国内旅行先の人気ナンバーワンの沖縄県では、うん、この夏、観光客の激増から深刻なレンタカー不足に直面したとということなんです、まあ、沖縄といいますと県内を網羅するような鉄道網がありませんから旅行客は空港からレンタカーを利用することが多いですよね。 ですから、たくさんのレンタカーが用意されていますが、それが足りなくなる事態になってしまったということでしょうか。ええ、そうなんです。そして、それは今、沖縄が抱える弱点も浮き彫りにしたということです、うん。弱点。取材した沖縄放送局のお手盛りちさきに聞きます。お手盛りさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手盛りさん、この夏の沖縄県ですが、そんなに観光客多かったんですか。はい、本当に多かったです。ええ 取材した先月下旬というのはちょうど夏休みが始まったばかりでうん、うん、那覇空港の到着ロビーにはスーツケースを持った人の姿が途切れない状況でした<ー>私自身2年前から沖縄放送局で勤務しているんですが着任してからずっとコロナ禍だったのでこういった光景を見るというのは初めてでした沖縄県によりますと先月、観光などで沖縄を訪れたのは60万7800人。うん 去年の7月が25万人余りだったので、およそ2.4倍という数字になりましたそれだけ観光客が増えて多すぎて、レンタカーが足りなくなったんですね、はい、観光客の皆さん、口を揃えておっしゃったのが、レンタカーで苦労したという話でした。はい、例えば レンタカー会社5社ぐらいに電話したけども、どこも空きがなくて、なんとか1軒だけネットで見つけたという方ですとか、あと別の方で、家族連れの方なんですけど、唯一空いていたのが2人乗りのスポーツカーで10万くらいして、今回はレンタカーは諦めたという方もいました、えーえー、那覇市の周辺といいますと、多くのレンタカーの業者があったと思いますが、それでもそういう状況なんですか。 うん確かにあの沖縄には大手から中小まで、多数のレンタカー業者があるんですけれども、まあ、この夏、空港の中にレンタカーカウンターがあるんですけど、えー、どの会社も満車の表示になっていました満車というのはその、借りられたり予約が入ったりしていて、レンタカーの空きがないという状態ですすよねそうなんです、まあ、さながら、観光客によるレンタカー争奪戦のようでしたう、はあ、そういった状況って、どれぐらい続いたんですか。 はい、県内に8つの店舗を構えるレンタカー会社に聞いたんですが、夏休み前の7月半ばごろから需要が高まって、8月上旬まではほとんど空車がなくて、3年ぶりに行動制限のない夏だったとはいえです、ねその、レンタカーの観光利用が多い沖縄で、どうしてそんな状況になってしまったんでしょうか。 原因は新型コロナの影響でレンタカーの台数を削減したことなんです、はい、沖縄県内のレンタカーはコロナ禍前には2万2千台あったんですけれどもこれがコロナ禍で一時は1万5千台に減少していました、うん、つまり2年間で30%以上も減っていたんですしばらく観光需要が落ち込んでいたのでレンタカーの台数も相当減っていたわけですね はい業者にとってレンタカーは保有しているだけでも、整備や保険料などのコストがかかるので、えー、国の緊急事態宣言などで観光客数があの激減した時に、各社が次々と車を手放したという状況なんですね。えーまあ、そうした中で、今年3月にまん延防止等重点措置が解除されたことで、観光需要は回復傾向に転じたんですそうやって観光需要戻ってきたのであれば、レンタカーも再び増やそうという動きにはならなかったんでしょうか。 それがこの観光の回復基調にレンタカー業者、対応でできなかったんですどうしてなんですか、えー、沖縄県レンタカー協会の白石武弘会長に詳しい話を聞いてきました。えー 白石さんによると、中小大手の事業者が共通して直面した課題がサプライチェーンがコロナの影響を受けて自動車の生産が減少したということですね。まあ今新車の納期が8ヶ月ほどと言われていて、中古車の価格も高騰してるんです。そうですよね。あの半導体不足などの影響で自動車の生産非常にこう滞るという状況が続いてますからね。そうするとまあレンタカーを大量に増やしたくても すぐにはたくさんの車を調達できない状況なんですね、えー、しかもそれだけではなくて、はい、中小の業者に関して言うと、収益が減ってしまったために、資金を得るための信用がないということで、はい、車を買うための融資を受けられないという事情があるんですね。 もちろん国によるその会社を続けていくための資金繰りのための融資政策はあるんですけれども、はい、銀行はどうしてもその財務状況が真っ赤になっている中小企業に事業を拡大するための融資、これはできないという事情があります、うん、ただ、そういう状況だとせっかく需要が戻ってきた沖縄観光の復活のです、ねまあ、足かせというんでしょうか阻害になりかねないですね。 そうですね、あの沖縄レンタカー協会の白石会長は、レンタカー不足で移動手段を確保できないことが、沖縄の観光の質の低下につながると危機感を感じていました、沖縄県では、レンタカーはいわば個人旅行のための重要なインフラとなっているんです、えー、これ、およそ60%の個人旅行客がレンタカーで移動するというデータもあります。 つまりレンタカーが確保できないことが観光のボトルネックになってしまっていると指摘しているんです沖縄では公共交通機関に頼っての観光旅行というのは難しいんですかそうなんですあの、沖縄の公共交通は観光客にとって不便と言わざるを得ません、うんえー、全国で唯一、鉄軌道がなくて、うん、モノレールは走っているんですけれども、これ、那覇市とその隣の浦添市だけなんですね。はい で路線バスこれは交通渋滞ももあるののででどうしても定時運行とはは言えない状況ですこの路線バスは地域の方が通勤・通学ですとかに利用する生活路線なのでうん、うん、スーパーとか市役所とか病院といったところには行くんですけども、えー、観光客の方が行きたい隠れ家ビーチとか、うん、絶景スポットこういうところにアクセスするのは難しいんですね。うん なので今回のレンタカー不足は、観光地、沖縄の弱点である公共交通の脆弱さを改めて浮き彫りにした形になっています、まあ、とはいえ、そのレンタカー不足も公共交通の不足も、ですね短い期間に解決できるものではないですよね、当面の対策というのは、何かかあるんでしょうか今回のレンタカー不足をきっかけに、ええ、この沖縄の抱える長年の課題に向き合おうという動きが出てきています。はい 例えば那覇空港から直接リゾートエリアまで行くことができるようなバスの運行が県内各地で相次いで始まっていますまたですね沖縄美ら海水族館のある元部町では町内の観光スポットやホテルを巡る周遊バスを町の予算で独自に導入しましたさらにこの元部町ではこうした周遊バスを降りた後さらに狭い範囲を回るための二次交通の確保にも取り組んでいます これレンタサイクルだったり電動キックボードの貸し出しなどを始めているんです、はあ、主な観光地を車を使わずに移動できるような形を整備しているんですねうそうなんです元部長観光協会の遠山清宏会長はレンタカーがなくても観光を楽しむことができる仕組みづくりが大切だと感じたそうですその一方で沖縄県内では どうしても車を自由に使いたいという人のための新たな動きも広がっています例えば個人が所有する車のカーシェアサービスですあの東京などで見かける業者によるカーシェアリングとは違って個人の所有する車をシェアするということですかそうなんです自分の所有する車を観光客などとシェアしたいという人がいつどういった種類の車をシェアできるのかというのをサービスに登録しますはい 利用したい人が、そうした車の一覧から、利用したい期間などに合わせて車を探して、条件の合うものが見つかれば、オーナーと連絡を取って、車を利用することができるというサービスなんです、うん、地元の沖縄の方が、普段使っている車を、時間限定で観光客に貸し出して利用してもらうということなんですね、はい、利用者は維持費として、1日1万円程度をオーナーに支払います。 今回取材した那覇市に住む金城正幸さんは自分が所有している高級車を一日9800円で利用者に貸し出しています金城さん5年ほど前からこのサービスに登録しているそうなんですが、うん、この夏は観光客などからの申し込みが急増したそうです 高級車ということですが、金城さんの車、どんな車種なんですかこれ、真っ白なスポーツタイプのオープンカーなんですけど、金城、えー、さんによると、利用者の中には、こんなオープンカーに乗りたかったと、すごく喜んでくれた人もいたそうです、す、うん、さらに今年の場合は、これまでより特に利用者の反応が良かったそうで、うやってて良かったと話していました。 でこのサービスを運営する企業によると、金城さんのような沖縄県の自家用車オーナーが7月に受け取った金額は平均で11万7000円と、まあ、結構な額だったんですねで。利用の申し込み数は去年の同じ時期と比べても8.5倍だったということです。 いろいろと観光客のために工夫がされているというのは分かりましたが、ただ、最終的にはそのレンタカー不足の問題も早いうちに解決に向かうといいです、ね、そうですすねねそうレンタカー協会の白石会長は、今回のレンタカー不足をポストコロナの沖縄の観光の根幹に関わる問題として捉えるべきだと言っていました、はい、レンタカー業界だけではなくて、えー、例えば観光バス業界も打撃を受けています。 今度、まあ、秋になって修学旅行などの団体旅行客が戻ってきてもバスガイドやドライバーが減ってしまっているということでこの確保が難しいい状況にななっているそうなんです沖縄の観光需要は確実に回復しつつありますがその時にコロナ禍で傷ついた観光インフラが回復の足かせにならないように自治体や観光業界では試行錯誤が続くことになりそうです。 沖縄の主要産業である観光業、この土台が揺らぐことは、沖縄経済全体にとっても危機的と言えると思います。うん、ポストコロナの沖縄はどこを目指すのかという、長期的な戦略をもって、支援策が打ち出されるべきだと感じました。 狸猪璃さんからは<っ>持てば持つだけ維持費かさむから減らすのは当たり前だよね<ー>とねねレンタカー減っているというふう言われてないレンタカーを維持するの難しいですよねうそうですよねそれからエイジさんレンタカーは観光のインフラの重要なファクターですもんね、はい、と。で宮間さなえさん 私の住む地域ではデマンドタクシーがありますが、えー、それをレンタカーの代用として導入してみてはいかがでしょうか同じ方面や観光地に向かう観光客数、えー、観光客数人でシェアリングする仕組みにしてほしいな,な、ね、レンタカー借りるよりは経済的かも、まあ、これもコロナの、ね、影響があって、ねうねうん、他の人と一緒に乗るというのはなかなか、ねなななね、難しいかもしれないですよね。りう、うん、さんのカーシェアリングに関して、はい ええー、自分の車だったら貸したくないなってね。<laughs> <laughs> こういう方もいらっしゃる一方で <laughs> ルセアートさんは、うん、白い高級なオープンカー乗ってみたいっていう声もねありますね。え今日は沖縄放送局のお手盛り千崎社に聞きました。さあここからは子どもたちの心について考えます。え夏休みが終わってまあ、学校生活がまた始まるというこの時期子どもの 自殺リスクが高まるされる時期でもあるんですね悩みを抱えた子どもたちの相談に応じている NPO には連日多くのお相談が寄せられているということです東京豊島区にある NPO 法人東京メンタルヘルススクエアでカウンセリングセンター長を務める新行地勝吉さんに伺います新行地さんはスクールソーシャルワーカーとしても子どもや保護者と接していらっしゃいます 新ぎょさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あの新ぎょさんの NPO 法人では、はい、SNS のチャット機能や電話で悩み事の相談を受け付けているということですけれども、この時期、はい、あのお子さんからの相談というのはどれくらいあるんでしょうか。はい、えっ、ー、と今ですねあの一日に300件ぐらいアクセスはあるんですけれども。えー 実際には120件ぐらいにカウンセラーが対応していて、えー、ただ、それ全部子どもではなくて、えーえー、そのうち3割ぐらいですね、子どもからの相談については。具体的にはどういう内容ですかえとこちらでやっているのはやっぱりあの、まあ、自殺対策での相談窓口でもあるので圧倒的に 多いのは、やっぱりあ,の、まあ何らかの理由で死にたいっていう相談が多いですね何かきっかけと言いますか、どういうことでこう悩んでいるっていうことを具体的に話してくださってるんでしょうか、はい、そうですね、話して、えーまあ、なかなか話しにくい人ももちろんいますけれども。えー はいあのーまあ、カウンセラーがしっかり聞くと話してくれたりします夏休みがあの、はい、終わってまた新たに学校生活が始まる時期であるということと何か関係はあるんでしょうか。えー、はい 私夏休みはいろいろとやることが大変で、えーえー、普段の学校だけの人間関係じゃないとか宿題が溜まってるとかいろいろあるのでもう夏休み終わっちゃうっていうのでかなりあの子どもたち頑張っているのでそこで学校が始まるということがやっぱりストレスというかプレッシャーになったりするっていうのは関係 夏休み中の生活でいろいろと頑張っている、はい、ストレスを抱えてしまっている子どもたちがいるってことですか。はい、まあ、こちらはそうですね、相談窓口なんで、えーはい、あのー、結構やっぱりストレスが溜まってるとか大変だという声がこちらには。はい 出てきてきいますそのストレスっていうのはどういったことがその子どもたちにとって、はい、まあ夏休みだとねなんか遊ぶことも含めて学校生活っていうところからは解放されるんじゃないかっていうような印象もあるんですけれども必ずしもそ,、はい、そういうことではないまた別のストレスがかかってしまうそうですね学校以外のところ、まあ、家庭のことでもそうですしあ,<ー>あるいはあの勉強のことでもそうですし、えーはい、あとは やっぱりあの人間関係が多いかなとは思いますね人間関係、はい、学校での友人関係とはまた別にということですか、例えば家族とか、えっとはい、あの家族もあるし、学校の人間関係もあるし、<ー>最近だとネット上の人間関係っていうのも、あ,<ー>はい、ありますねそういったさまざまな状況で、子どもたちはまあストレスを抱えてしまう。そこでまた、はい 今度は学校生活っていうのが、はい、まあプラスになってかかってきてしまうっていうイメージなんですかねあそうですね、あのーはい、ただ、まあ、学校に行きたくないっていうこの場合には、夏休み前にちょっといじめられてた、あるいはちょっといじめのようなものがあって、えー、それで学校行くとなると、ちょっと嫌になっちゃうっていう子もいますし。<ー>はい あのまあ、いじめなどのことについてもあの、はい、なかなかねそ,そういった状況を受けて今度は学校また始まるっていうことになるとあのそれは確かにすごくこういろんな思いが、ね、あると思うんですけど重内、はい、さんはこどういったあの、うん、ふうにこれ対応をしてらっしゃるんですかそういう相談には。はい、ここにに、えー、相談に来る子っていうのががほとんどが えー、これまで他に相談していなかった子が多いんですね。<ー> SNS で簡単に、まあ、割と簡単に相談しやすいっていうのもあるので、えー、はいのでこれまであまり言ってこなかったことなのでえっ、ー、とその話してもらって話してもらったことをしっかりと受け止めて理解する、うん、それをあのカウンセラーは一生懸命してます。 うん、それは保護者が本当は、ねはい、できれば、うん、あの近くでこう支えてあげられると思うんですけれども、はい、なかなか難しいんでしょうかね気づきにくいっていうのもあるかもしれないけどでも保護者はやっぱりあの子どもをあの立派に育てなくちゃいけないこ、えー、ういう子になってほしいっていう思いもあったりするので、えー、なかなかあの厳しく、まあ、あの子どものためにっていうことで。 えー、実際には、何だろう、子供の気持ちを聞くとか、うん、まあ、忙しいっていうのもあると思いますし。えー、難しい場合は、少なくないんだと思います。あのー。秀三昧寿司男さんのツイートでね。 えーまあ、今ラジオを聞いてくださってるんですけれど「あの自殺を考えている子どもこのラジオを聞いとるんかしら」なんていうつぶやきがあって、えー、実際にそのお子さんじゃなくてもひょっとしたら周りの大人、まあ、保護者もそうかもしれないですし、あのー、周りにいる大人たちが聞いていれば、えー、何か こう支えになるチャンスがあるかもしれませんよね。あので、ねはい、悩みを抱えている子どもたち、はい、ストレスを抱えている子どもたち、まあ、はい、自殺を考えてしまうような子どもたち、周りはどう接したらいいというふうに信永一さんは考えますか。はい、えー、っとですね。はい。あのまずは安心して話せる場が、まあこの人なら信頼して話せる。うん っていうところが一つでもあるといいなとは思いますね。<ー>えー、あの、一人でも理解してくれる人っていうんでしょうかね。うんうん、はい、しっかりと。はい。うん、うん。周り、理解してもらえるような、あ、存在。を、まあ、とにかく見つけてもらうっていうことですかね。そうですね。はい。うん、あの、自分、自分がなれれば、それはそれで、あの。 ものすごいいいことだと思うんですけれども、えー、なかなかあの子どもとの人間関係で難しいような場合には、えーまあ、私たちもあの紹介したりするんですけれども、まあ、スクールカウンセラーだとかうん、うん、専門の人をにつないだりっていうのもしてますね。はいはい sns 相談心のホットチャットは毎日無料で受け付けていまして予約は必要ありません受付時間帯は正午から午後三時までそれと午後五時から八時午後九時から十一時の三回です心のホットチャットのウェブチャットやライン twitter で相談できます今日は npo 法人東京メンタルヘルススクエアの新用地勝吉さんに伺いました 新行内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あま,したまあ、あのね、身内、身近な、あの、ものでないからこそ、聞いてもらいやすいっていうね。こともあるかもしれませんからね。ええー、こうしたもの二千二十年十二月に、日本航空のボーイング七七七型機のエンジンが損傷したトラブルについてお伝えします。国の運輸安全委員会が、今月二十五日に調査報告書をまとめました。 中村浩二解説委員に聞きます、はい、中村さん、これ 2>,、はい、2年前のトラブルということで記憶している方も少ないように思いますがこれ、改めてどののようなものだったんですか、はいあのまあ、重大な側面を持ったトラブルだったと思うんですね。はい、で2020年の12月の4日、日本航空のボーイング777型機が、えー、沖縄の那覇空港を離陸してまもなく起きたんですね。はい え空港の北50キロ、高度5200メートルで左のエンジンに異常が起きて、まあ、機長はこのエンジンを停止させて緊急事態を宣言して空港に引き返しました、はい、え乗客・乗員合わせて189人にけがはありませんでしたこれはエンジンに何があったんですか、はい、あの左のエンジンのファンブレードと呼ばれている、はい、あの扇風機のような金属の羽根が2枚破断、まあ、切れていたんですね。 まああと飛び散ったエンジンの部品によって胴体とか尾翼合わせて四箇所に穴とかへこみができました。重大な側面を持ったということですが、このトラブルの何が重大なんですか？えー、あの飛行中にエンジンが損傷するっていうのは問題ですけども、えー、まあ旅客機っていうのはそもそもですね、エンジンが一つ止まっても運行を継続できるように設計されてるんですね。はい、まあでは何が重大なのかと、こう二つあると思うんですけども。 ボーイング777型機のエンジンというのはあの複数の会社が製造していますけれども、はい、この重大性の一つはです、ね、あのプラットホイットニーが製造したエンジンでファンブレードの破断が相次いでいたということなんですね。うん、あの日本のケースはこのうちの2回目で、うん、1>, まあ1回目というのが2018年2月にアメリカユナイテッド航空の777型機で起きていてで日本の起きた3か月後に2021年の2月ですけれども、うん あのユナイテッド航空の旅客機が飛行中にファンブレードが破断したということで、うん、この3回、まあ、いずれもけが人はありませんでした、はいで、この1回目のファンブレードの破断はですね、あのー、この時はあは検査で亀裂,が亀裂が見逃されてしまって、まあ、それで起きたとされていって、まあ、その後、1回目の後です、ね、あの検査手順の見直しなどの対策が取られたんですね、はい、まあしかし、まあ、日本の2回目、さらにアメリカの3回目とブレードの破断が相次いだ。うん ということで、まあ、この直後からこのエンジンを搭載した7 7 7型機は、まあ、世界中で運航されなくなったんですね、まあ、徹底した原因解明と対策が求められたわけですその世界中で運航されなくなって、影響というのはどの程度出たんですか、はいまあ、あの新型コロナによる航空需要が落ち込んでいたったということもあって、運航への直接の影響はほとんどなかったとされているんですが、例えば日本航空、国内線で言いますと、ええ えー、旅客の輸送力がですね、日本航空は12%減ったと、全日空は25%減少するという、うん、まあ非常に大きなものだったんですね。うん、重大な側面二つあるということですが、もう一つはなんでしょうか。これはですね、あのエンジン部品の落下ですね。<い>まあ日本のケースではですね、あのエンジンのカバーとかエンジンの内部の金属部品など、まあ重さにして合計210キロ以上が落ちたんですね。はい、あの 3回目の2021年のアメリカ・デンバー郊外で起きた時はですねエンジンのこの前の部分にある、はい、を覆、まあ、直径3.5メートルほどのリング状のカバーがあの住宅の軒先に落ちるとか、ですね運動場にも部品が散乱するということが起きたんですね。まあ、日本のケースはまあ沖縄で、まあ、落下物はすべて海に落ちたと見られているんですけども、まあもし都市などお陸地の上空で同じようなことが起きれば、まあ地上に大きな。 被害が及恐れがあったというふうふに考えられるわけです,そ,です、ね、そのエンジンの扇風機の羽のようなファンブレード、これが破断した原因というのは何だったんですか、はい、あの運輸安全委員会の報告書によると、まあ、金属疲労によって破断したということなんです、ね金,属はい、金属疲労は、まあ、金属の表面のに小さな亀裂ができてそれが飛行を繰り返すうちに次第に大きくなっていくのでまあ限界を超えると破断するというものなんですね。 亀裂がが始まった場所がこのブレードの内部だったんですね、うん、内部というのはこのエンジンのブレードはですね、はい、あの中空、まあ、中が空洞みたいになっていてですね、うん、いくつかの部屋に分かれた中空になっているんですねその亀裂はそのブレードの内部の中空のところから始まって広がっていいたととうことなんですね、うん、その破断が起きる前にですね亀裂を検査で見つけるということはできなかったんですか。 あのこのブレードの,この中空の部分はですね、はい、あのオーバーホールなんかであのエンジンを全部分解したとしても直接中を見ることはできないんですね。あ<ー>まあこのため検査はまあ振動によって亀裂の部分に熱を発生させて検知するというか TAI と呼ばれるまあ特殊な方法が取られているんですね。はい、この検査はあの航空会社が行うのではなくてエンジンメーカーのプラットホイットニーが行っていました。で報告書によるとこのブレードはですね この TAI 検査を、まあ、破断の2年半前、まあ、2018年ですがに受けていたんだけれども、えー、亀裂はその時は亀裂は見つかりませんでした、はい、なんだけどもその時すでにですね亀裂は起点から大体1 4ミリぐらいまで亀裂が進展していたということが今回、うん、の,の,の調査で分かりました見つかりはしなかったけれどもそうだったとそう実は進展していた、ええ、TAI で検出できなかった理由について報告書では、うんまあ、亀裂の場所が の金属が他の部分よりも厚くてです、ね、厚みがあって、まあ、内部で発生した熱をまあ外から検知しにくかったというふうにしているんですね。まあ報告書はその検査の方法とか、まあ、検査を実施する感覚がいずれも不十分だったというふうに指摘していますこれ、再発防止策というのはどう考えられてるんですかあのアメリカの航空当局とか国土交通省はですねで、えー、に再発防止策を示しているんですね。 再発具体的には、まあ、検査の方法はこれまでの TAI のほかに超音波による検査も追加すると、はい、で検査の間隔は、はい、TAI の検査はこれまで6500回飛行するごとに行っていたんですが、うん、これを1000回ごとというふうに間隔を大幅に縮めることでですす度を高めたんですね,そうですねあと超音波の検査もです、ね、飛行550回ないし275回ごとに行うと。 ということなんですね,ね、まあ、検査の種類が増えて、しかも検査の回数といいますか、頻度を高めるということです、ね、そうですすねねそうエンジンのメーカーのプラットアンドホイットには、安全に運行が再開できるように、航空会社や航空当局と密接に協力してきているとコメントしています。うん、でアメリカの航空当局、それに国土交通省は、その検査の見直しとか、まあ、有効などの対策を条件にです、ね、す、ま、で、あ、に飛行を認める措置を取っています。うん で日本航空はこのエンジンを搭載した777型機を、まあ、あの経済的な理由からすべて退役させることをさせました、えー、で全日空はです、ね、15機所有していて、えーまあ今年の6月以降、まあ、対策を完了したものから随時運航をそれにしても中村さん、はい、このファンブレードの構造をなぜ検査が難しい中空 にしたんですか。はい、これはですね、あの背景には大型機の開発っていうのがあるんですね。はい。あの七七七型機っていうのは、あの旅客機の中でも特に大きいもので、えー、まあエンジン。まず、あ、さらにファンブレードも大型なんですね。はい。で中空にしたというのは、まあブレードを軽量化するためだということなんですね。あ長まで詰まってると重くなるから、まあ。そうですね。まあこの方があの燃費などの性能が上がりますけども、うん、その一方で、まあ難しい内部の亀裂の検査が必要になったということなんですね。う まあ相次いだこのブレードの破綻で感じるのはですね、はい、まあ新しい技術を導入したときに、まあ、トラブルの可能性、まあ、それを事前にまあ幅広く検証を把握して、まあ、そうしたトラブルをまあ未然に防ぐ検査方法というのを確立することが大切だということがあると思います、はい、でさらにあの仮に問題が発生したときに想定を超えた現象が起きていないかどうか、ええ、まあより慎重に分析して対策を講じる必要があるということだと思うんですね。はい あの今回のトラブルで、まあ、対策が大幅に見直されるまで、まあ、3回のファイブブレードの破断が起きて、まあ、これを止めることができなかったとっいうのは重く受け止める必要があるというふうに思うんですね。うん、まあ新しい技術の開発に合わせて、まあ、問題に対応する技術の進歩、まあ、進歩させること、まあ、このことがあの重要になっているというふうに思います中村浩二解説委員に聞きました続いてはワーールドリポートです。 今朝は中国と台湾の関係に揺れる街中国南部福建省の島平潭島について、公衆視局の高島博志記者に聞きます。高島さんおはようございます。おはようございます。ます平潭島というのはどういうところなんでしょうか。はい。平潭島は人口46万人の小さな町で、台湾の対岸に位置し。 台湾本島から最も近い中国の町として、まあ、観光地にもなっています。まあ、一方で、台湾有事に備えて中国軍が拠点を構える場所でもあって、今月、アメリカのペロシー下院議長が台湾を訪問したことに反発して、中国が台湾周辺の海域で大規模な軍事演習を行った際には、ミサイルの発射場所ともなりました。まあ、今回私は、えー、軍事演習の取材で平坦と訪れましたが、 至る所にある軍用地は撮影禁止の看板が掲げられており時折街中では、えー、軍の車両や軍人の姿も見られました、まあ、道路は幅が広く綺麗に舗装されていまして、まあ、地元の人の話では有事の際に備えて軍の車両が通行するために整備されているんだということでした、うん、で、その兵担当が中隊関係に揺れているというのはどういうことですか はい、平坦島は中国が台湾との融和の象徴として町づくりしてきた背景があります将来的には台湾へと通じる海底トンネルや大橋の建設も目指すなど中国政府は台湾を大陸に取り込もうと平坦島に多くの投資をしてきましたその一つが台湾の街並みを再現した大きな観光施設です2014年にオープンし補助金などの優遇政策で 特産品を扱う台湾の業者を誘致しました。台湾の人々をビジネスで大陸に呼び寄せ取り込もうという狙いです。しかし2016年に台湾で中国が独立志向が強いと見なす民進党の蔡英文政権が発足すると中台関係はぎくしゃくして台湾から来た人たちは次々と引き上げてしまったということです。実際に今回施設を訪れてみますと 空き店舗も多く散としていました今も施設で土産店を営む72歳の台湾出身の男性に話を聞きますと中国政府の意向に沿わなければならず制限も多い今回、台湾海峡の緊張がさらに高まって台湾からの商品が仕入れられない懸念も出ていまして台湾に帰らざるを得ないと話していました。あ 中台関係がぎくしゃくしたことで、この観光施設以外にも影響は出ていますかええー、街には台湾の企業を誘致した大きな工業団地もあります。うん、ここにも今回足を運びましたが、ほとんどのオフィスが撤収されて、抜けの殻といった状態でした。それでも数社が入居していったため、電話で問い合わせてみましたが、企業の登記上 台湾出身の研究者をトップに据えて台湾企業としているものの実際には中国大陸の企業が出資し実態は中国企業そのものでしたさらに街中には台湾との経済交流の拡大を見据えて高層マンションの開発も進められていましたが現在は建設がストップし5年以上も放置されたままになっている現場は少なくとも5か所に上りましたあ かなりの影響があるようですけれども平坦とは今後どうなっていくんでしょうかはい。ま中国軍は台湾周辺での軍事演習を今後も常態化させ,せるとみられます蔡英文政権が続く限り関係の改善は見通せませんこのため地元の人たちもこのままでは街が廃れていく一方なのではないかと話していました飲食店を営む50代の男性は私たちの取材に対して 台湾統一には軍事攻撃もあり得るそうなれば兵隊頭は前線基地となり私たちは別の街に移らなければならないかもしれないと話していました兵隊頭の今後というのは中隊関係を移す鏡にもなると言えそうですはい、公衆支局の高島博史記者に聞きました続いてマイビス田中キャスターです ビジネスの分野ではイノベーションという言葉を聞かない日がないほど変革が求められる時代となりました。毎日今日から新しく登場するゲストイノベーションのエキスパート京都大学経営管理大学院客員教授の竹林はじめさんです。 竹林さんは電子機メーカーのオムロンで新規事業のあの鉄道カードシステムや電子マネー事業そしてヘルスケアサービス事業などを立ち上げた後イノベーション推進本部でイノベーションが起きる組織の仕組みづくりに長年携わってこられました今朝はその竹林さんと電話がつながっています竹林さんおはようございます あおはようございます今日からよよろろししししくくおお願願いいいたまますす竹林さん今京都にいらっしゃるということで京都というと、はい、オムロンのほかにもあの亡くなられた稲盛和夫さんの京セラや任天堂などベンチャーとして誕生し大きくなった企業がたくさんありますよね。これイノベーションを語るにはふさわしい土地でしょうか、はい まあ、あのおっしゃるとおりですよね、えーえー、京都はもともとベンチャーですけれども、うん、常にこう新陳代謝があるんですね、はい、つまりイノベーションを起こり続ける企業の集積地だと思ってます。うん、で、あとあの、私の京都大学のオープン講座なんですけれども、はい、まあこれ、誰でも聞けるんですけれども、うん、まあ起業家からですね、宗教家、また京都ならではの伝統を守りつつも、新しい価値を生み出すことに挑戦している。 まあ老舗企業さんからもゲストを招いて、学ばせていただいてるんです例えば、例えばあの京都で300年以上続くあの西陣織の会社があるんですね、はいで、こちらの会社なんですけども、着物のほかに高級自動車の内装を手がけたり、うん、まあ世界的なファッションブランドとコラボしたりされてるんです。うんでそのあの会社の社長さんなんなですけども、ええ イノベーションの核心ともいえるまあ名言を語ってくれはったんですけども、それがですね、織物とビジネスも一緒やと、ぶれない縦糸があるから、横糸が入れられるんやって言わはったんですね。で、このぶれない縦糸って何やろなって考えてると、会社の理念とかね、使命とか、存在理由ですね、今、パーパスってまた流行ってますけど、この存在理由、それがしっかりしてたら、 そ横糸これ時代とともに変えるような横糸っていうのは、えー、入れやすくなるんやそうすると勝抜いててくるっていうお話ぶれない縦糸があるから横糸が入れられる、はい、ビジネスも同じだと、まあ、そうななんですなんかでもイノベーションで聞くとこう何か全く新しいものを生み出さなければいけないと思わずこう構えてしまうと、はいうビジネスマンも多いと思うんですがでもそうではないんですか そうなんです、うん、あのよくあのイノベーションを起こせって言われるんですけども、ええ、もうね、イメージとしてはうこう馬車から自動車作れとかね <laughs>、えー、鳥飛んでるので飛行機思いつけって思いがちなんですけども、<laughs> ええ、まそんなことできる人って、そうそう言い張るわけじゃないんですよね。ええ、で実は今やっってていいいる領域でも新、うん、新しし仕組みを作って新しい価値が生まれたら 実はそれは全部イノベーションなんですよね。新しい価値を作ったら全部イノベーション。もともと、<う>このイノベーションということなんですけれども、えー、提唱されたのが20世紀前半なんですけども、はい、20世紀前半を代表する経済学者のシュンペーサーさんなんですね。うんまあ、シュンペーサーさんって言って、まあ、会ったことありませんけども <laughs>、はいで、彼がね、イノベーションっていうのを、えーえー、労働力、ね、うん、とか資源、持ってる資源、 はい、をそれまでと異なる方法で、新結合すると定義したって言うてあるんです、うん、新結合、うん、新しく結合するとす、ね、そ,うすそうです、そうです、今あるものを結合させてみって言うてはるんですね、もともと日本語で、3、うんえー、人寄ったら、文んの知恵ってあるんですけども、1×1×1 は,、はい、は1になってしまうんで、うん、他の外の知恵を掛け算して、2とか3とかにしてねって言うてあるんです。おー はい、でイノベーションのタイプも5つぐらいあるって言うとあるんですけども、1>, うん、1つは新商品とかを作ってねっていう1つ目ですね、うんはい、2>, 2つ目が新しい生産方式、これを考えてもイノベーションやし、うん、3つ目は新しい販路、売り方変えてもイノベーションやし、うんえー、4つ目は新しい原料の供給源を変えてもイノベーションやし、うん、5つ目なんかはですね新しい組織。 面白いアイディアが出てくるような組織作ってもイノベーションやでーって言うとあるんです、<ー>これ、全部イノベーションやって言うとあるんで、<ー>ま単なる技術革新とかね、うん、すごいことをやれっていうことじゃないんですね、うん、だからあの人事の方でも、ね、技術職の方でも、営業の方でも、実は誰でもイノベーションが起こせるって言うとあるんです。なるほど なんとこう技術革新というイメージがね強くあるんですけども、無から有を生むんではなくて、それまであったものを別のやり方で結びつけてみる、はい、ということですよね新しい視点とか膝、ね、ひざを入れて、うん、え結合したらまた新しいものが生まれていくで。 うん、それらを作り出すことがイノベーションやでなるほどっていうとあるんですね、うん、あの竹林さんは実際に鉄道カードシステムですとか、はい、電子マネー事業などこう、まあ、誕生当時はこれ画期的なまさにイノベーションに関わってこられたわけですよね、うん、これどういうふうにその視点あるいは視座を変えてこられたのかこれれどうされたんですか例えばわれわれがやってきた鉄道の自動改札機ありますよね。ははい、はい これあの実は1967年に先輩たちが、<え>え駅員さんがです、ね、今まで切符切っ,はったはずを、うん、まあロボットが切符切るようにしたっていう話なんですよね。で、それを引き継いで、まあ、何やってきたかっていうと、うん、まあ一つはやり方変えたらどうやっていうので、うん、みんなが1枚ずつ切符を買ってたのを、1枚のカードでいろんな鉄道に乗れるようにしてきたっていう感じですよね、今、あの1枚のカードで日本中う乗れるようになってきましたけども。うんはい 次さてさて、次、何が変わっていくやろうなえいう視点を考えてたときに、実は駅って、皆さん、の電車に乗る入り口であると思ってるんですよね。ところがこれ、よく見てると、街への入り口ちゃうかと、駅の中にいて、新宿っていう街に入っていく入り口ちゃうかと思ったんですこれ、軸の転換っていうやつですね。点を変えるとはい もし駅が街の入り口だったらどんなおもろいことができんねーって言ったら例えば誰がどの駅の何々口降りれるって分かってるんで例えばその駅前にある、えー、コンビニの、ね、おにぎりのクーポンを、えー、配信したら買いに行かのちゃうか、まあ、こんなビジネスは始めてこれちょっとあまりにもあの時期が早すぎたんで期日が追いつきなかったんで一旦やめるんですけども例えば今だったらあの。 子どもさんが駅を通過したら、お母さんに帰ってくるでとか、行ってきたでとかね、お父さんとかお母さんにメールが届くってはい、安心安全なサービスも、自動改札機を通ることによって、ね、あのー、提供するっていう、えー、サービスが生まれてきたり、まあ、こういう世界を作るにっていうのが出てくると、えー、じゃあ、駅を街の入り口にするにはどうしたらいいか。 <で>ね、こういうのが現場から、えー、出てくると、まあ、経営者っていうのも、一発ものの,この、これをやりましょうっていうよりも、うん、駅を街の地口にしたら、どんなおもろしいことができるには考えてみようっていうので、うんね、新しい世界観なんかを共有していくと、どん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 アイディア出てくるんですよね。新しい世界観 っていうのが大事なわけでで、ね、ですすすねそそううイメージが湧いてくると、うんね、みんながそういうアイディアを出していけなるほど、あの竹林さんが長く勤めてこられたオムグロンの,あのイノベーション推進本部って、まあ、組織ありますよね、はいこ、組織としてはどういうふうにイノベーションを推進しているんですか。はいあの私がイノベーション推進本部って、まあ、今いるんですけども、うんあの、イノベーション推進本部に作るときに、言われたことがあるんですけども。うん まあトップからはですね、まあ、新規事業を立ち上げろとは言われてなかったんですね、じゃあ、何んて言われたのかっていうと、大、ま、野、あの中でイノベーションが起こり続ける仕組みを作ってねっていう話なんですね、それを3年かけて作ってきましたっていう感じなんです、で例えばもう仕組みって何かというと、えー、例えばバリューアップ会議っていう会議なんですね。バリューアップ会会会議議議価価値値をを上上げげるる、うん、新しいいこういう 世界観ですよね中、うんえー、象度の高い議論してるときは、まあ、細かい細かいような指摘をするのはやめましょう、まあ、細かい指摘とかレビューをねしてしまうと現場にめげてしまうんで,、うん、で必要なのは逆に建設的なんですね、うん、それやったらこんなおもろいことできるんじゃうかとかね、うん、応援目線の意見とか価値を上げるような、うん、まあ会議これがもとっても重要になってくるっていうので、うん、そんな会議を作りましてですね、うん、でそんな中で。あのー ものっていうのが事業を通じてま社会的な課題を解決するっていうのがベースの経営スタンスとしてありますんでまずこう持ち込まれてきたら何本儲かんねえっていうよりもそれ誰のどんな社会の価値ね課題を解決するんやっていうのはねこれ取っていくこれでみんなが腹落ちてえイメージが膨らんでいくっていう話なんですねでまさにみんながこう ワクワクできるイノベーション<の>、えー、を目指している店に仕様を寄せて <laughs> そうそう <laughs> 店に仕様を寄せて儲かるっていうイノベーション <laughs> 価値を高めるということですねははい。はい。竹林さんごめんなさい時間ねなくなってきちゃって、はい、もう近づけて聞きたくなるんですが次回また具体的な例を交えながら、はい、イノベーションについてお聞きしたいと思います今朝どうもありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました、えー、京都大学経営管理大学院客員教授の竹林はじめさんに伺いました 今月二十六日まで、四週間にわたって、ニューヨークの国連本部で開かれた。NPT 核拡散防止条約の再検討会議。ウクライナ情勢をめぐる対立が解けず、最終文書の草案にロシアが反対したことから、文書は採択されませんでした。で再検討会議が前回、七年前に続いて合意に至らなかったことで、世界の核軍縮、さらに停滞するのは避けられない事態となった。 ているとまあこれまでニュースでもお伝えしています今回の npt 再検討会議を若い世代はどのように見たんでしょうかそして核の問題にどう取り組もうとしているんでしょうか今日は核廃絶を目指す若者による団体ノーニュークス東京の共同代表の高橋優太さんに伺います高橋さんは広島県福山市出身の21歳大学4年生です 今月6日、NPT 再検討会議の議場で NGO が各国政府に向けて意見表明を行うセッションが開かれました高橋さんはそこで世界中の若者からなる16の団体が共同で制作した声明文を読み上げ早期の核廃絶を訴えました高橋さん、今夜はよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますあの26月 6日に閉幕しました NPT の再検討会議前回、7年前に続いて最終文書の合意には至りませんでしたこの結果、どういうふうに受け止めていらっしゃいますか。 そうですね合意できなかったことは非常に問題でですね要は12年間何もこう約束事がなく核軍縮が進んできたという状況なんですねで冒頭言われた通りロシアがまあ最終文書案に反対したというこれはやっぱり最大の課題ですからあの私自身は憤りを感じるんですけれども同時に えー、ロシアを含めて、まあ、核保有5か国すべてがです、ね、真剣にこの核軍縮に向き合おうとしないなんかそういう不誠実さがこう表に出てきたような気がしましまた<ー>例えばですけれども、うんまあ、会議にさしてアメリカ、イギリス、フランスがです、ね、声明を発表しまして 自分たちは責任のある核保有国なんだと、でそれに対してロシアは無責任な核保有国なんだというような主張を行いましたけれども、おそらくすべての核が非人道的で,で、それが問題なんだとあらゆる核を否定するんだという、この共通の価値が築けない、そこに立てないということがです、ね、最大の課題なんじゃないかなと思っています。 つまり、責任ある責任を持てるんであれば持ってもいいよっていうことになっちゃうのは違うでしょってここととでですすね、ええ、まさにそういうい高橋さん、今回、あの NPT の再検討会議の場で、若者の代表としてあのスピーチを行われていますよね、はい、どういうことをこう訴えたんでしょうか、うん、そうですねあの訴えたことは大きく3つあるんですね。はい 一つは、の今の世界に核兵器が配備されたこの体制というのは私たち若い世代の生まれる前に構築されたものなんだとつまり私たちが望んだり関与したものではないんだというそして私たちはだけどこの、まあ、恐怖に満ちたというかです、ねまあ、ある意味では、先行き不安などうなるか分からない不確実性の中で生きなきゃいけないんだとで私たちはそれは望んでいない。 そういういメッセージなんですね、はい、2>, で2点目はあのこのウクライナの侵攻からも分かるように核兵器が存在する限りやっぱりあらゆる戦争が核戦争に発展する可能性があるんだっていう、うん、でまとめに、えー、私たち若い世代や、えー、その子どもたちの世代にです、ね、この核兵器は甚大な影響を及ぼします。で核はこれまで まあ、国家の安全保障を担保するためにというような文脈で語られてきましたけれどもそうじゃなくて、えー、実際に地域に私たち避難しているわけですから私たちやその子どもたちの安全を守るために核を廃絶してくださいねと。つまりこれまでとは まあ正反対の文脈からこう攻めていったわけですね。なるほどね。あの今伺っていてすごくハッとさせられたのは、まあそもそもこの NPT 体制というか、ね、その核兵器でその東西冷戦の時代に、ね、まああの。 たくさんあの核というのがまあその持たれていくことになるわけですけれどもあのそういったことも含めて、えー、高橋さんたちの世代が生まれるずっとずっと前の時代にまあ作られたものであって体制もそれから核兵器そのものもですね。で だけどじゃあ今その核兵器がいざ使われるかもしれないという恐怖の日常っていうものだけがその高橋さんたちの世代に受け渡されてしまうような状況になってるやっぱりそこに対する懸念というか憤りというかそういった気持ちがやっぱりあるってことですかそそうででですすすねねれはままさにに非常に強いい例えば今政策を決定している人たちはです、ねまあ 60歳、70歳、まあ、高齢の方々が多いわけですけれども、1>, <ー>まあ1年で、まあ、80歳なり、人生100年にしたいと考えたとき、まあ、あと例えば30年、40年、ただ、私、今、紹介ありました通り、21歳ですから、<ー>あとこの体制の中でまあ60年なり、80年なり。 こう生生きききていく生きなきゃいけないくななゃけけわですよねうん、うん、そうすると、あなたたちの責任で今、この核をきちんと処理してくださいと、これ以上未来に、えー、その危険性を残し続けないでくださいよという、まあ、そういう反感みたいなものですよね、それが言葉になっていると思いますいやだからね、勝手に作り出してその、勝手に置いていくんじゃないよという <laughs> 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 まさにそうですね、官庁の問題もその他のこともまあ同じですけれどもね。うん その訴えに対しての反応ってどうでしたかあこれはですね NGO、つまり市民社会からはですねかなり大きな反応があって、はい、例えば、えー、アメリカの NGO からはストレートな思いが伝わってきてですね、はい、一番こう心を動かされたんだっていう,ようなことを言ってもらって。 うん、でやっぱり多くの団体が共同でちゃんとあの声明をこうまとめたっていうことのインパクトはすごく大きかったと思ってる、ねえー、あその多くの団体でまとめたということなんですが、これ、声明って、どういった団体、はいはい、若者たちがまとめたんですかえこれはですね、まあ、団体にしてみれば16、で人数で言えばまあ20人以上が出身で言えばバラバラなんですけど、アメリカ、イギリス、ドイツ。 マーシャル、中国の子もいたし、あるいは私のように日本の子もいました、えー、で実はこれはです、ね、きっかけは今年の6月にウィーンで核兵器禁止条約の第1回締約国会議があったことなんですね、えー、でそこには、えー、本当に世界各国の団体、私も含めて国際 n 事 o のユースメンバーが来てましたで、そこでつながりが生まれたわけです。えーで 課金条約の時にはある程度、まあ、同じ方向性を向いて文書が採択をされたわけですけれどもただ、そこに保有国は参加していないだからこそ、えー、保有国も参加する NPT の場に、うんえー、ここで出会ったメンバーたちと一緒に若者の声を届けたいという、まあ、そういうふういふな話になったわけです。 うんあのそういったその若者たちが、まあ、まさにその保有国も含めたあその今回の NPT の, N P T のお、まあ、会議が行われてでその高橋さん自体も、えー、その会議、傍聴されたそうですけれども、えー、あの各国、政府代表による交渉っていうのをどんなふうに聞いてましたそうです、ね <laughs> まあ正直に申し上げると、ウクライナでまもなくね核が使われるかもしれないという、そういうぎりぎりの事態にあるわけです、ただ、帰りではそうした緊張感がですね十分には感じられなかったなと思うんですね、むしろこのまあ国のまあ利害の対立する場というか、これまでずっと続いてきたいろんな根深い問題がありますから、それがこう繰り返し繰り返しこう表に出てくるような、つまり、議論が前にこう全然進まないという、そういう感じ。 まあ今回、日本も岸田総理大臣、日本の総理大臣としては初めて出席をして演説をしましたけれども、えー、この岸田総理の演説はどう聞いてましたかそうですね、総理自身が出席をしたということには十分価値があったと思いますけれども、うん、ただ、彼の演説にもまあ緊張感、あるいは当事者性が欠けているんじゃないかなというふうに感じます。り 例えばこのことを言うわけですね、えーまあ。核戦力の透明性の向上を呼びかけるとか、うん、あるいはアメリカロシア のあのあまあ対話を支持するとか、アメリカと中国の対話を後押しするという、まあそういう文言ですね。で、だけど、現場で聞いてると非常にこう、第三者的に感じられるわけですね。推進するとか、後押しするとか。でも、えー、日本は、えー、核抑止、アメリカの核の傘の下にいるわけですから、要はこの問題で言えば非常に当事者なわけですね。国でもあります、うん、そうすると 当事者としてどう行動するのかってことが必要で、そのことを示してほしかったと思ってます、その意味であの、核兵器の非人道性っていう言葉にも触れませんでした、あのそれは、まあ、イコール、カッチン条約とイコールになってきたから、避けたんだろうと思いますけれども、ただ、彼自身は2015年に同様にあの、外務大臣として当時、NPT の場で演説をしてましてですね。 その時には非人道性っていう言葉も使いましたし、被爆者の思いっていうことも述べておられます、そうすると、世界は前に進んでるんだけれども、日本はまあ現状時か、もっと悪く言えばこう後退したってそんな感じもありました、ね、うさあ,あの、ここまで出川、えー、さん、えーそのまあ、この NPT の再検討会議、まあ、今回、ロシア の反対ということがあったわけですが、その前のことで、そのさらに一個前の回で言うと。えー、中東の、まあ非核化ということをめぐって。 で結局はまあ合意ができなかったということがありますよね、はい、でこうしてみると高橋さんの言葉にもありましたそのいろんな国の利害というものがどうしても出てきてしまう、はい、その一方でだけど若い人たちはいやその上の世代が作ったものなんだからその上の世代で何とかしてくださいという声があるここままでどんなふうに聞きました、はい、あの今あの岸田総理の演説に対する感想を高橋さん、述べられてたんですけれども、えーまあ、日本は核兵器禁止条約には加盟して いいなで1つにはですね日本はその核保有国と非核保有国の間で橋渡し役をするんだということが毎回毎回コメントとして出てくるんですけど、うん、なかなか具体的に橋渡し役としてどんなことをやってくるやっているのか成果がどんなふうになっているのか高橋さんに伺いたいのはですね今回の NPT で、えー、一番印象に残ったのはどんなことだったんでしょうか。 ウクライナの侵攻があって、ですねそのウクライナで生まれ育った女性、リサさんという18歳の方だったんですけれども、彼女があの声明を読み上げたシーンでしょうかね、うん、あの彼女はこう自分のスピーチの中で繰り返し、私はリサだと、18歳のウクライナ人なんだという言葉をこを繰り返し述べていました。 つまり NPT、うん、の場だとウクライナとあるいはロシアとという、まあ、国家、国がこう主語になる議論が行われるわけですけれどもウクライナの一人一人、まあ、市民一人一人が核の危機にさらされているんだとなんかそれをこう実感するような場でした。同時に、うん、まあ ななんていうかなこう核兵器が実際に落とされたわけではないですけれども核で落とされているとつまり核の威嚇の被害者なんだということを本人言っててですね、まあ、それは非常に新しい概念だなと思うと同時に、えー、今の社会が非常にこううななんていうのかな、まあ、大きな仕事で語られがちなんだろうなっていう、まあ、そこに対するこう懸念みたいなものもす、ね、ありま えー、東京都50代の久美さんのメールですけれども若者たちが核廃絶を訴えることで核の被害は過去のものではなく今も続いているんだということを世界で共有してもらいたいですねということで。あのー、そのそ ウクライナの方のリサさんのスピーチっていうのも「私はリサ」っていうことでスタートするつまりあのどうしてもその国と国との利害の対立などになってしまう中で結局はその影響を受けたり被害に遭ったりするのはそれぞれの生活をしている個人なんだっていうことですよね。でそうするとね そういうい状況があるで、若い人たちはそのことにやっぱり多くが気づいている高橋さん、これからどういった活動をしていかれますか。そうですねこの 今農肉総協という団体を作ってですねその発足の理由はやっぱり広島や長崎以外の地域全国であらゆるところでこの核の話をしたいっていう、まあ、そういう思いだったんですね、えー、で来年の1月頃にはちょっとイベントを企画しててですねいて、まあ、核の問題を、まあ他のこうジェンダーであるとか環境の問題であるとか他の社会課題とこう絡めて交差性を大切にしながら考える場を作りたいと思っています。 そこには海外のキャンペーも呼びたいと思ってますで。合わせて、まあ、日本のこう政策決定者への働きかけって大事だと思っていてです、ね、私たちは多くの国会議員との対話を続けてきましたでその中で要は日本が抱える矛盾とか、まあ、がんじがらめな状況もたくさん見えてきてただ、そこでこう思考停止に陥るのではなくて で小さな死亡で私たちの一人一人の命の問題として語る考える対話を続けていきたいと思っています私自身は昨年亡くなった被爆者の坪石直さんとの親交があって彼はずっとネバーリブアップということを言い続けてたと思いますの。希望を見失わずにできることをやっていきたいと思っていますはい。今日はノーニュークス東京共同代表の高橋優太さんに伺いました高橋さんありがとうございましたありがとうございました えー、皆さんからも本当に、ね、たくさんのメールやツイートをいただいていますけれども、まあ、やっぱりその若い人たちだけじゃなくて、ねえー、多くの人が、えー、一緒になってやっぱりこの問題を考えていかないといけないんだなということを改めて感じました。今今朝のの聞きたいです今日は報道局のデジタル担当 山下和彦ですおはようございますおはようございますよろしくお願いします、はい、今日の話は防災がテーマだそうですねそうですね、ええ、はい明日九月一日は防災の日ですね、はい、地震津波そして台風大雨災害こういったものから身を守るために改めて防災減災について今日は考えていきたいと思います、はい、台風十一号も接近してますね警戒、ね、していいきたい,、はい、いただきたいと思いますけれどもそうした台風ですとか大雨の時 雨雲レーダーの情報を見るという方、多いいんじゃないでしょうか地図の上に赤ですとか青でこう、うん、雨が降っている範囲が示されるものでですすよねねそう雨雲レーダーこれ、テレビの天気予報でも画面出てきますし、はい、今はスマートフォンのアプリでこうした雨雲レーダーを見るという方も、ね、多いんじゃないでしょうか、はい、今、どこで雨が降っているのかこれからこの辺りは雨が降るのか雨が降っているエリア そそしてその強さが青とか黄色、赤、紫といった、ね、色で示されて、うん、今後の予想も見られますよね。大雨の時はもちろんですけれども普段の天気のチェックにも使える便利なもの、ですね、はいまあ、洗濯物を干して出かけたらいいのかなとかですね、まあ、ゲリラ豪雨、この後やってくるのか、うん、こういった時に活躍するアイテムですよね。はい、安倍さん使ってましょっちゅう見ますすすか見ねね、うん、便利ですよ、ね、あの急な雨な雨どの時 あの何分後に上がりますというような表示もね、うん、してくれるので参考になりますよね。はい、もう本当便利になりました。ええ、その雨雲レーダーなんですけれども、なんとですね謎の空白地帯があるということがね<え>わかりました。何ですか。まあ実際は雨が降っていても雨雲レーダーにそれが表示されていないというものなんですね。これは大変だということで今回 N.H.K. が調査しました、ええ。そんなこともあるんですか。はい、えー。札幌放送局など N.H.K. のね北海道の局では。 皆さんからの声を募って取材して解明する調べるかというプロジェクトを行っているんですね。うんはい、この調べるかチームにですね、函館市の方からこんな質問が寄せられました。次のものです。雨雲レーダー七絵町から瀬田名町にかけて通年観測されないエリアがあります。うん、調べるかで調査してください。うん、こういうね声が寄せられたんですね。はい 七重町ですとか瀬田名町というのは北海道の南西部に位置します、はい、七重町は函館市の北側のあたり瀬田名町はさらにその北側の北海道に面したエリアあたり、うん、まあ大島半島のあたりなんですねで、その七重町ですとか瀬田名町にかけて、はい、その雨雲レーダーが観測されないエリアがあってしかもそれは通年そうですと<ら>こんな指摘だったんですね、はい、つまりこのエリアでは 雨雲レーダーの画像を見ても雨が降っているかどうかわからないと、まあ、実際に降っていても雨雲レーダーにそう出ていないと、えー、じゃあ地元の皆さんは不便じゃないですかね、これはちょっと困っちゃいますよね、えーはい、で実際にですね雨が降っていた時の雨雲レーダーの画像をねチェックしてみましたえーえー、私たちが開発して運用している NHK ニュース防災アプリこのアプリでも雨雲レーダー画像をマップ上に載せているんですけれども、えー、画像を見ますとね確かにね空白地帯が ありましたなんとね、今日も空白地帯が生じていましたあ、あのー、今、スタジオのアメダスのデータ見ます、はい、その渡島半島、瀬田町の辺り、降ってるようですけどね,ね雨が降っているようなんですけれども、<え>この雨雲レーダー画像を見るとね、はい、確かに空白地帯ができているんですね、<え>どういうことかっていうと、七飯町から瀬田町にかけて、くさび形のようにですね雨雲が表示されないエリアがあるんです。あら あの観光地として有名な大沼公園がある七飯町の辺りから、ですねその瀬田町の日本海側にかけて、細長く巨大なラッパのような形で雨雲が表示されていないと、こういうエリアがあるかなりの範囲ですよね,ね、周りは青色で塗りつぶされて、雨雲があるなというのは分かるんですけれども、このラッパ型の部分だけ青くなっていないと、えーね、いうことなんですよ。 もうどうですか今、お手元にあると思うんですけど画像が巨大なラッパ型<え>細長いラッパのように、ね、確かにね,ね空白地帯、ラッパ型のように見えますね。すねえー、これはこの空白地帯、雨が降っていないということじゃないんですね,ねえあのこんなにくっきりとラッパ型で雨が降らないエリアがあるということはないですね、まあ実際にこの辺りは雨なのに、雨雲レーダーで見ると空白になっていると、えー、そんなことなんですよ。はい NHK のの取材チームが地元の方に、ね、お話を聞いてみました、はい、で犬の散歩のタイミングを計るために毎日雨雲レーダーを見ているという女性の方に聞いたら空白地帯は雨が少ないことを意味していると性格がいい人なんじゃないですか、ね、<laughs> でいつ雨が止むかこの雨雲レーダーを見ているので、ね、きちんと雨雲を表示してほしいと、ね、この、ね、聞いた女性の方おっっしゃはそりゃそうですよ、実際、ね、雨が降ることあるわけですからね、今日もそうですし。ね さあそもそもこの雨雲レーダー空白地帯ができてしまうのは一体何なんでなんだろうか、そもそもですねこの雨雲レーダー画像の表示、まあ、その元になっているデータがあるんですね、<お> NHK のニュース・防災アプリの雨雲データマップという機能でも、元になっているデータがあります、はい、それは気象庁の高解像度降水ナウキャストというものと、はい、降水短時間予報、このデータを、ね、表示しているんですね。はい 元データがあるってことなんですこれは気象庁がレーダーですとか雨量計のデータを使って解析して、うんえー、いる情報なんですね。ほうほうほうそれで出しているとそうそう。だから高解像度降水ナウキャストはこの気象庁レーダーに加えて国交省レーダーの雨量計データも活用して計測している、うん、まあ極めてねこう、解析にはね、手がかかってるんですね。なのでこの空白地帯。 まあこれに関しても気象庁が何か知っていそうだ <laughs> 知っているに違いないと <laughs> ね、出してるわけですからね,ねということで取材してみました、はいえー、気象庁は全国20箇所気象レーダーを管理しているんですけれどもね、そこに聞きますとね、こういうふうにおっしゃっていましたよ、はいえー、気象庁は北海道の横津岳という山に気象レーダーを設置しています横津岳横岳。はい。しかしその設置している気象レーダーは横津岳の山頂ではなくて、うん 少し低いいところに設置されている<え>山頂じゃないちょっと低いところにあるこのため<え>その気象レーダーが、うん、アンテナをぐるぐる回しながら電波を出すときに、うん、ちょっと高い山頂部分が電波を遮ってしまう形になるんですってうか、ね、だからレーダーから山頂側の方向ここがねちょっと見えていない部分が生じてしまうということなんですってということはレーダーより高い山が近くにあって、うん それで観測できない方角があるというそうそうそうレーダーが遮られちゃうってこと、ね、そういうことなんですねで横津岳の山頂は、ね、<え>1167メートルで気象レーダーの高さは1142メートル20メートルぐらい気象レーダーのほうが低いという山頂がそれで高いということなんですねのほうほうなので気象レーダーはアンテナを回転させて電波を発射して、はい、その発射した電波が戻ってくる時間ですとかその強さから雨を降っているかなというのを観測するんですけれども この山頂と気象レーダーの高さの差、これがね、うん、電波を遮っているということなんです。はあ、そうだったんだ確かにね、このレーダー、設置されているレーダーから見て、この横津岳の山頂の方角に七飯町とか瀬田名町、<laughs> まあ、日本海側の方が,あ,あ,方があるということなんですよ。あああーーそううなんですのの、うん、の気象レーダーっていうのは 真上の方に向けているイメージもあったんですが割とこう斜めや横の方うにもこう照射しているわけですね、それで山に遮られることがあって観測できなくなった、じゃあです、ね、そのですか横津岳でしたっけ、うん、山の山頂にこう上にこう作ればよかったじゃないですか、ね、ーー確かに、一番高い山頂に設置すればよかったじゃないかと思うんですけれども、はいはい、なんでなのか、これも気象庁に聞いてみました。はい すするとですね、まあ、そもそもこの辺りで気象レーダーが設置されていたのはこの横津岳じゃなくて夜景で有名な函館山だったんです、ね、<あ>だけどどの函館山の標高が低かったためにレーダーが届かない地域があった、うん、そこで1992年にこの横津岳に移設しようと気象レーダーを設置しようということになったんです、ね、横津岳の方がより高いわけですねですけれどもその時その横津岳の山頂にはすでに 国土交通省の航空路監視レーダーが設置されていたええでやむを得ずもうそこには設置できなかったんでちょっと低い場所に気象レーダーを置いたんですって山頂には何ですか船客がいたということですかう客がいて<れ>置けなかったでその先客は飛行機のこう飛行を監視する国交省のレーダーなんですってそれでちょっと下にレーダー施設,を設置しちゃった庁の、はい、それで謎の空白地帯 が起きていたということが分かったんですねは<ー>あ。さあその空白地帯なんですけれども、はい、なんと実は他にもありました<ー>一体どうなっているのか後半も続けましょうさあ今朝は雨雲レーダーの空白地帯について報道局の山下和彦ですくとお伝えしていますはい 雨雲レーダー空白地帯北海道のね、うん、謎は解けました。はい、しかしなんとですね空白地帯は千葉県の柏市に回るという情報が寄せられます。都市部じゃないですか。そう、ええ、そうなんです。である時のその雨雲レーダーの画像を見ますとねこの柏のなんと空白地帯が直線上に伸びてるんですが 2>,、うん、2本もありました。<ー>空白地帯が何ですかこ画像がありますけどどうですか柏をこ<れ>東西にこう 確かに日本の白い線が伸びているわけですね。そうそうそう。柏からですね。あの太平洋側に向けて。日本の線が伸びているんですけれども、これはね柏ビームと呼ばれております。柏ビーム、ビーム。雨雲レーダーに何にも表示されない空白が。え日本太平洋側に伸びていて。ビームのようだっていうことなんですけれども。さあ、この柏ビームの原因一体何でしょうか?。わかります。あのよく見ると、あの日本のビームがこう平行線じゃなくて。 ちょっとなな斜めになってますねそうそうそう、まるでね、巨大な箸を持ってこう、柏辺りをつまんでるように見えるそうそう、そういうふうに見える、やっぱその辺関係ないですね、<laughs> うん、う箸の形うん、関係ないかな、関係ないですか、はい、なんですか、北海道の場合は山でしたけれども、はい、この柏の場合は、都市開発で2つの高いビルが建設されて、<あ>これが気象レーダーを下げる形になっていたんですって。 もともとこの柏にあるこの気象レーダー、もともとは東京の大手町にあったそうなんですけれども、<っ>その東京大手町は周辺に高い建物が増えてきたんで、柏に移設したと、うん、そうしたら今度は柏でも周りに高い建物ができてしまったということなんです。<ー>だけどね、この柏ビーム、<っ>今はね<っ>空白を埋める改善が図られているあ、そうですかいだいぶ、ね、改善されてるんですって、っっ他の国交省とかね、他のレーダーの情報を保管して表示するようにね、うん、解消されているそうです。で北海道の方もですね 今後こう空白を埋めるるように改善が行われると数年以内には解消されそうだということですよ。ああねよ、ねはい、くやったそうですね、はい。今、こういう気象とか災害の情報を入手できるツールは、ね、どんどん増えてますよね。うん、もうテレビ、ラジオの天気予報だけじゃなくてスマートフォンでいつでもどこでも確認できるようになっていますけれども、はい、まあ大事なのはでさまざまな情報を複数の手段から得ると、はい、そういうツールを確保しておくというのは、ね、大事かもしれないですよね。うん、まあ日々 快適に過ごすたび、あるいは災害時に命を守るために。情報の複線化をしておく。なるほど。これがダメなら、こっちで確認しよう。はあははあ。こういうことがね、大事なんじゃないかと思いました、はあ。まあ、テレビ、ラジオ、まあ、スマートフォン、パソコンなどなど、いろいろありますもんね。はい、いろいろ駆使して、はあ、防災の情報を確認していただけたらなと思います。はい、報道局デジタル担当の山下和彦デスクでした。続いて、海外の動きです。ワールドアイ、田中キャスターです。 今朝のお話題は海外メディアの報道チェックです。昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです。まずウクライナ情勢です。ウクライナ軍はロシア軍に占領されている南部の都市ヘルソンなどの奪還を目指して新たな攻勢に乗り出しました。これに対してロシア国防省は南部ヘルソン州でのウクライナ軍の攻勢はではウクライナ軍を打ちまかしウクライナ軍は兵士1200人以上を失ったと 発表しました国営ロシアテレビが伝えていますで一方ロシア軍が掌握するザポリージャ原子力発電所を調査するための IAEA 国際原子力機関の専門家チームが首都キーウに到着しました戦闘の激化で重大事故への懸念が高まる中三十一日にも現地に向かう見通しですそれから EU ヨーロッパ連合はチェコで国防省会議を開き 各国からウクライナに供与される最新兵器の効果を高めるため EU としてウクライナ軍に訓練を行うことで合意しました一方ヨーロッパを訪れるロシア人旅行者に対しビザの発給を拒否する案については加盟国の間でも意見が分かれているとドイツゼットデーフが伝えています それからロシアの複数の通信社が旧ソビエトの最後の指導者で東西冷戦を終結に導いたミハイル・ゴルバチョフ氏が30日亡くなったと伝えました91歳でしたで国営のロシア通信はロシア大統領府のペスコフ報道官の話としてプーチン大統領はゴルバチョフ氏の死去に対して深い哀悼の意を表し 三十一日の朝にゴルバチョフ氏の遺族や友人に弔電を送る予定だと伝えています一方 BBC はですねイギリスの BBC はのゴルバチョフ氏の足跡を振り返るとともにロシア国内ではロシアから超大国の座を奪った責任を追求する声もあると伝えていますまた CNN アメリカの CNN テレビもロシア国内では ソビエト帝国を崩壊させたなどとも批判されたが西側諸国では冷戦を終結させたノーベル平和賞の受賞者であるという受け止めに変わりはないとしてゴルバチョフ氏に対する評価はロシア国内と欧米諸国では大きな差があると報じています。そして次は中国です 新型コロナウイルスの感染を徹底的に抑え込むゼロコロナ政策を続けている中国なんですが電子機器や IT など先端技術産業が集積する中国南部深センでは2つの地区で外出制限が実施されて休業を余儀なくされる企業も出ているということです電子部品のの供給への影響が懸念されれてていいると伝えられています。 さあでは今朝の気になるニュースです異常気象についてですまあ、異常気象極端な天気干ばつと豪雨ですねこのところもこの両極端のニュースが入ってきていますまず豪雨なんですがパキスタンではあの今モンスン時期なんですけども6月中旬から大雨が続いていて各地で洪水が発生しています被災者は3300万人えー、亡くなった人も1100人を超えると報道されています パキスタンの気候変動担当省はですね全土の3分の1が浸水したと述べています気象当局では今後さらなる深刻な洪水が来ることもあると予測しているということですまたアメリカのニュースを見ていましても南部ミスシッピ州の州都ジャクソンなどでは大雨で住宅地が浸水して住民が避難を余儀なくされていて非常事態宣言が出されているということです 一方で逆にに雨が降ららずに干ばつのニュースも伝えられています中国では各地で最高気温が40度を超える記録的な暑さの夏になったんですがオーストラリア ABC は江西省にある中国最大の淡水の湖の面積が3割にまで縮小してしまっていて長江沿いの稲作をはじめ野菜や果物、綿花などの収穫が各地で減って影響は来年まで続く恐れがあると伝えています。 またヨーロッパではあの過去500年で最も乾燥した夏になっていると bbc が伝えていますで bbc がスペインのアンダルシアから農業への影響についてリポートしているんですがウクライナの分を埋め合わせるべく植えられたひまわりは全滅してしまっていますまたスペインはの世界一の オリーブオイルの生産量を誇るんですが世界の半分を生産しているということなんですけれども収穫は少なくとも三分の1に落ち込んでいるということですまあロシアによるウクライナ侵攻の影響で世界で食料価格の高騰が続いていますけれども干ばつはそれに追い打ちをかける事態となっているということですで、こうした干ばつによって えー、川や湖の底から遺跡などが姿を現し各国で話題になっているとフランス・ドゥが伝えていますいいまずアメリカのテキサス州なんですけども干上がった川の底から恐竜の足跡が姿を現しました1億1300年前の恐竜、まあ、全長12メートルの二足歩行の肉食恐竜でアクロカントザウルスと いう名前なんだそうですけれども三本足の足跡が何個もこうくっきりと浮かび上がったんですねまたポルトガルでは古代の村が姿を表しました一世紀に作られた村ビラリーニョダフルナという村ですまあ1970年代にダムの底に沈んだんですけれども水が干上がったことで再び日の目を見ることになったということです 他にもヨーロッパではあの過去の世界大戦第1次第2次世界大戦の砲弾が川底から見つかったりですねセルビアのドナウ川ではナチスドイツの軍艦も見つかったと伝えられていますあの1944年に沈没したもので大量の爆発物を積んでいる可能性があるということで爆発物の処理が必要になるということなんですね さらにチェコ北部ではあのエルベ川の水位が下がったことであの昔の岩が姿を現しましたハンガーストーン、これ飢餓の石キガの岩と呼ばれるものなんですけれども岩には1616 16年1707年1868年など過去の干ばつが記録されているんですねで岩が見えるほどの干ばつが起きたときにはそれに続く形で飢餓が発生することが多かったということで岩にはこんな文字が刻まれています。 私の姿が見えたら、この先悪いことが起きる前触れだと思って泣きなさい。まあ、私が見えるまで水が減ったら、この先、まあ、飢餓が起きる前触れだと思って泣きなさいということですかね。これから農産物への影響が本当に心配されますね。以上、今朝の悪題でした。 さてここからはトウモロコシの話題ですと言いましても私たちが普段食べているトウモロコシとはちょっと違うようですねそうなんです、ええ、皆さんはジトきびと呼ばれる在来のトウモロコシをご存知でしょうか各地で昔から作られて重宝されてきた食材ですが品種改良されたトウモロコシの台頭により今では栽培する農家も減り食用としての利用もあまりありません、うん 今日はそんな自陶器の魅力とその価値について考えます、はい。農畜産物流通コンサルタントの山本健司さんに土曜日を担当の畠山聡、渡辺ひとみキャスターが聞きました。二十八日日曜日の放送をアンコールでお伝えします。山本さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はトウモロコシなんですけれども。 まあ、トウモロコシといっても色々あります生で食べても甘いジューシーっていうのが最近多いんですけれどもそういうようなスイーートコーンの話ではありません以前このコーナーで愛媛県の久万高原町という標高の高い地域で栽培されている地頭きびという在来種のトウモロコシを紹介したんですけども、はい、昔ながらのトウモロコシででんぷん質が強くて 干すとカッチカチに硬くなって保存可能になるんですよね。実はですね、つい先日のお盆の頃がそのジトウキビの収穫期なんですね。つまり干す前の段階のもの、生の段階のものを食べることができる貴重なタイミングだったんですよ。<laughs> 行動力のあるヤマケンさんですが、多分食べに行ったでしょう。<laughs> そう思われると思うんですけど、もちろん行ってまいりました。そう <laughs>、はい、言ってもですね、うん、実際に行ったのは去年の今頃。ああ、そうですか。 はい、去年の今頃、現地に足を運んできました、生産者の岡真一さんというんですけれども、畑に行くと、ですね、とっても背の高い、うん、あれ、こんなにトウモロコシって背が高かったっけっていうような、とっても背の高いトウモロコシが植わってたんですよ、ちょっと写真に通ってありますんで、見ていただきたいす。はいはい、今、手元で見てるんですが、確かに天に向かって力強く伸びてますよね。はい。 そして、ついている方を見ると、現代的な品種に比べると、そのトウモロコシは実が細めかなという感じもあります。うん、で、これ、皮を剥いてみると、一粒一粒が現代的なトウモロコシよりもちょっとぷっくり大きくて、その分、トウモロコシの実の列の数が現代的な品種よりちょっと少ないんですよね。なんか短い感じがしますよね。 はい特徴的なのが、ですねその短さ、ずんぐりしているというところと、うん、そのトウモロコシの穂から出るひげの色なんですね、うん、通常は白っぽい色から黄色になって、熟すと茶色に変化していきますけれども、はい、このジトウキビは熟す前、赤紫色の綺麗な色なんですよ。<ー>で、このトウキビをです、ね、ボリっと収穫すると、すぐにさ早く家に持ち帰って食べましょう。 というふうになるほ、ねえー、どはい生産者の岡さんのご自宅に行ったらですねバーベキューグリルに炭がぶーっと火が起こっていてですね、うん、収穫したてのジトウキビは焼くに限るんですよというふうにおっしゃるんですよでそこに置いて炭火でコロコロ転がしながらこんがり焼き目がつくように焼いていただきましたもう焼きとうもろこしですよね そうなんです、うん、ただね皆さんが想像するような焼きとうもろこしとはちょっと違います<俺>何もしないでそのままこんがり焼くだけなんで,であの醤油などを塗って焼くっていうことではないんですか僕もね最初そう思ったんですけれどもあのねジトウキは何にもつけないで焼くだけで美味しいんだよっておっしゃるんですね、うん、まあでもやっぱ醤油塗った方が美味しいんじゃないかなって僕なんか思っちゃったんですけれども、うん、出来上がった こんがり焼けた地頭きびをはむっと食べるとですねなんだこれはっていうほど美味しかったんですよかじりつくとですねもち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 っと歯にくっつくような食感があってですね、まあ、これ最近流行りのジューシーでブシュってなんかもうはじけるような柔らかいものとは違ってギューっと噛みしめるタイプの感じなんですけれどもその後にですねうわーっと声が出ちゃうほどに 濃いとういモろコシの香りがするんです。行、うん、ってみるとですね、夏祭りの焼きとうモろコシ屋台から漂ってくる香りを5倍ぐらいに濃縮したような、そんな香りが口中にブワーって充満するんです。うん、これをもち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 と噛んでいくうちに、そのデンプンっぽいのが甘みになっていくのか、程よい甘さ、うまさを感じるんですね。はい もうこれ本当に素晴らしい味わいでした何にもつけないのにそんな味と香りがあるということなんですもう素材の味を何も邪魔してはいけないっていうことなんだろうな、うん、そのトウキビ、ジトウですけど私たちも食べることできるんですか、はい、いやこれがですね大変申し訳ないんですけども難しいんですねというのはですね昔の品種っていうこともあって収穫期がとっても短いんですまあ。 1>, 1週間ぐらいで終わってしまうで農家の方もですね種まき時期をずらしてしばらくは収穫できるようにしているということなんですけれどもだいたい皆さんお盆をめがけて作っているらしいんですねまあ要するにお盆になるとだいたい外に出た人たちが帰ってくるそういう人たちに食べさせるっていうことで作ってるっていうのはあるんですよね<ー>なので今年の出荷は終わっちゃったそうなんです まあ、残念ではあるんですけれどもその一方で私はですねこの熊高原町のジトウキビは今後も続いていきそうだなという感触を持ちました。というのはです、ね、ジトウキビと呼ばれる在来のトウモロコシこれを栽培している地域は他にもあるんですけれどもどこもかしこも作る人がどんどん減っていっていますそ、うんまあ、それもそうです。 今、トウモロコシといったらやっぱりスーパースイートコーンといえる、ブシューと甘くジューシーなもの、これを思い浮かべる人がほとんどですよね。ですけれども、そういう品種改良された今の品種と比べると、大病性とか栽培のしやすさなど、やっぱりジトウキビは劣るところがあると思うんです。えー、熊高原町ではこれからもジトウキビを栽培していく人がいるんだろうか、心配していたんですけれども、ちょっとほっとしたことがありました。はい というのはですね、県の農業関連の指導機関があるんですけれどもそこが熊高原町の自頭機微はとても大切な資源だということを認識して各農家さんから話を聞いて種を収集して遺伝資源の保存をしてくれてるんですね。またその種について調べるとですね。 きびだけでも約8種類の系統が残っているということが分かったんですこれを試験栽培して種を増やして遺伝資源として冷凍保存をしているそしてとうきびをうちも植えてみたいんだけどというような求めがあると40軒ほどの農家さんに今まで種を分けて栽培ごよみも作って配布しているとそういうようなことをやってるんだそうですあしっかり地頭きび栽培のサポートが地域にあるわけなんですね。 伝統的な品種を継いでいくことは、種の多様性を守ることにもつながりますから、本当に大切なことですよねすよ。はい、もう本当におっしゃるとおりで、まあ、こういう在来の農作物、いつ、何時、その遺伝子が必要になるか。 っていうのはね、誰にもわからないわけです。ですから、そういったものを保存していくということは、これね、まあ今日流行りの SDGs 的な観点からも大事なんですね。まあ、これね、ジトウキビに限らず、いろんな農作物、在来のものが各地に存在しています。まあ今回ご紹介した熊高原町のジトウキビのように、在来種というものを各地で食べて、買って、守っていくというのがとっても重要だと思いますね。 全国食べ物うまいもの、お話は、農畜産物流通コンサルタントの山本健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうの逆手で勝つ、日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に。最近のニュース、トピックスなどについて、評論していただきます。増田,増田先生、よろしくお願いします。<っ>さて、台湾海峡なんですが。ええ、二十八日、アメリカ海軍の。 え船が2艇、えー、通過したということで、えー、中国政府強く反発しております緊張が続いていますが緊迫が続いておりますけれども先生、日中関係今後どうなっていくと見ていらっしゃいますでしょうかよろししくお願いしますすそうですね、まあ、ご存じの通りアメリカの下院議長のペローシさんが日時間だと7月の2日でしたかね。 台湾を訪問したと,いうことその前の7、ねえー、月の28日だと思いますが、えー、バイデン大統領と習近平国家主席とので電話による、まあ、あ会談があったわけですが、えーまあ、その時からあーペロシ氏 下院議長が台湾を訪問するというニュースが入ってましたから、習近平主席はあ、まあ、そういう空軍を荒らかすような、相互に、ですね、えー、その挑発するようなことは控えた方がいいんじゃないかということで、まあ、あ直接大統領に、まあ、やめてくれというふうに、まあ、言ったわけですね。 バ、えー、イデン大統領は確約、まあ、<coughs> はしなかったんですがそれからあと、ねえーまあ自分で止められることができないと止めることができない難しいというようなことですね、えーまあ、結果的にこの <coughs>、えー、ペローシ下院議長が台湾を通り、えー、台湾のことを民主、ね、的国家と。ですね これをアメリカは守るんだというようなことをしたもんですから、相当これは中国を刺激しまして、中国は1つという原則があって、ですね台湾は中国の一部というまあ基本的な認識があるわけなんですが、これはもうアメリカも日本もですね一応、世界共通した認識になっているんですが、この下院議長さんがですね、 えー、民主国家だという言葉を使ったり、ですね、えー、そして、えー、この中国からの侵攻に対して、ですね、えー、軍事的にこれに対抗するための支援も迫らまないというような意味のことをったわけですが、まあ、中国は相当 <laughs>、激怒しまして、えー、台湾の出発、そのあと、ねえー、3日か4日か参加。あ えー、短い間ですが、台湾の周辺6か所で、えー、実弾射撃を含むですね、えー、軍事演習を行ったということなんですね、そうしたら恋もせずね <laughs> またアメリカの超党派の議員が6人でしたかね、6人、また台湾を訪問するということで、すね、まあ、中国としては相当ですね。 このアメリカから挑発をされたということでまあ私もちょっと考えたんですがここまでやるとですね中国としてはやはり中国という国では面子をもんじる国ですからここまで顔を潰されたらですね何らかの,この軍事演習なんていうことじゃことは済まないということになるのでまあ私は多分、金門島あたり を砲撃するかもしれないなというふうに思ってたんですが、えーまあ、そういう中国の動きも察知してかどうか分かりませんがペローシーさん、すなわち台湾を訪問して、えー、散々です、ね、台湾を持ち上げたしかも民主国家なんていう言葉まで使ってです、ね、中国を相当 <laughs> 怒らせた。 そのご本人がアメリカに帰るやいないや、ね、記述を返したことくで、すねなんか中国を褒めたたえるような話をですねテレビでしたということで、まあ、中国の方はですね本当に金門島の攻撃でもやろうと考えていたんだと思いますよ、金,金門島の周辺をドローンが危機に飛び回ってましたから、まあ砲撃の準備だと私は思っていたんですが。まあ それを察知してかあどうか分かりませんが、党のセロシさんからですね、えー、まあ、トンダウンというよりもですね、中国を褒めたたえるような話に普及に変わったもんですから、えーまあ、中国の方もお、まあ、一応収まったんですが、今度は収まったと思ったらですね、またフリゲート艦を2隻回してですね、フリゲート艦というのはう戦闘行為ですから、えー、これをまた台湾関係をに対話 海峡に送り込むということで、また刺激をやってるわけですね。まあ全く <laughs>、えー。殴ってみたり、使ってみたりということを。まあ今繰り返しているわけで、これがまあ今アメリカと中国との間のいろんなですねえー。米中冷戦、えー、と言われますけども、いろんなあ。コンフィリクト争いがあるとういうことなんですね。そこで日本なんですけども。 安倍首相が提案して、ですねトランプ大統領、それからバイデン大統領も、ですね中国包囲網、安倍首相が考え出したスワッドという、アメリカ、オーストラリア、インド、日本、この4カ国のスワッドという、この4カ国が団結して、ですね中国包囲網を築くんだということで、ですねこれも安倍首相が言い出してで一度してやってきたわけなんですが。<laughs> もうバイントランプ政権もバイデン政権もこのクワッドを非常に頼りにしているわけですね、そこで安倍首相はお亡くなりになったというので、えー、9月の27日に国葬と、本当は、まあ、いろいろ業績から言っても、ですね吉田茂、それからあ <coughs> 佐藤栄作と安倍晋三したとすえばです、ね、とてもお国民省もお国葬もおちょっとありえない。 ことなんですが、まあ、アメリカがですね。えー、非常に、この安倍追悼ということで、アメリカの新聞にも書いてましたが。が前代未聞のですね。ええー、追悼活動をしたということで。まあ、インドもオーストラリア、クワッドのメンバーもですね。まあ、異常なぐらい、この追悼活動をしたわけですね。えー、それを今度は岸田総理がですね。まあ。 あ安倍さんの当時はあ、安倍家でやることで、政府は関係ございませんとは、これはとても言えないですね、だから、あー安倍首相そのものは、ですね国境に値しないかもしれませんけれどもお、まあ、アメリカのある意味では、ですね圧力で国境に連れざるをえなかったということがあるんだと思います、ね、さて、日本と中国の関係なんですが。 えー、日本と中国のです、ね、国交を回復50周年記念というのが7月、えー、9月の29日なんですよ、で安倍総理が国葬がです、ね、27日なんですよ、これはまあ非常に画期的だと思いますが、えー、この27日にですねクアッドのおそれぞれのモ、まあ、字、インドの文字、モ字、党とかあ全部集まりまして、多分クアッドの結束を固めるような あ言葉があどんどん出てくると思いますね。これは中国にとって非常に頭の痛いことなんですが、それから2日置いてですね、えー、この日中国共復50周年記念をやるっていうんですから、えー、まあアメリカの方としてはですね、えー、このお安倍首相の国条を使って、えー、クワッドの結束を固めると、そしてインドの文字首相。 お踏をまるつまり、インドのモ字ィ首相に安倍さんの息をついていこうではないかと一言言言わせたいわけなんですが、それを言わせれば、ですねインドはどうしてもこの、うん、発動に協力していどだないと、まあ、このために国党に持ち込んだのかなと私なんかは疑っているわけなんですが、まあ、いずれにしても、ですねそれをやったあとに2日、ね、三日の,の29日にですね、 今度はあ日中国交回出50周年式典ということで、えーまあ、日本の元総理のお福田康夫先生から、えー、二階俊治さん、安倍内閣の時はずっと反日とをやってられた緊急派ですが、こういう方々が集まってですね、えー、この式典を盛大に行うということになるとですね、えーまあ、アメリカの まあ計算とそれからまあ日本のまあ計算というか成り行きということでですね <laughs>、えー、日中関係はあ逆にですねこれで良くなっていくのではないかというふうに私は見てるわけいた、えー、物事が良くなる悪くなるというときは悪いことが先に起こっそれから少しでもいいことを受けるとそれが非常に価格上下されるんですよそういうことを考えた上での 国境二十七日日中五一年記念二十九日ということ、まあ計算の上でやったんだなと私なんかは思ってますが、さあいかがでございましょうかね。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい。八月三十一日水曜日今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の ＯＫ 浩司アップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です 日日本放放送送飯田浩二の、OK! 浩二アップこのッアプこ後8時まで生放送で生す、えー、8月31日、まあ、あの学校によってはすでにもうね2学期始まってるよとかあるいはあの2学期とは言い,言いませんみたいなね12学期制のところなんていうのは1学期の最後だったりするっていうのがう<ー>、まあ、いろんなこと言われますけれども、うんえー、私の息子は明日からやるということで、うん、今日が夏休み最後の日と、まあ、追い込みというところであります。 まああのー、なんだかね夏休みの最後になってきたんだけど今日からまた暑さが戻ってくるということがありまして、ねえー、新業アナウンサーもノーースリーブというそうなんです今日、ね、東京都心は予想最高気温33度ということで、えーまあ昨日と比べると7度ほど上がるとということなんですよね体調崩さないようにというかもうこれはまた熱中症の、ねはい、危険とかが増しますんでこまめに水分取りながらね、まあ、ぼちぼちやっていきましょうという感じであります。 でまああのさっきからですねもう本当ニュース速報がいろいろ入ってきてまして、えー、後ほど、またね、えー、今日のコメンテーターの小泉優さんや高橋洋一さんにいろいろコメントいただこうと思いますが多数紙によりますと元ソ連のゴルバチョフ大統領、えー、30日に亡くなっていたということが分かりました91歳であったということであります。まあ,あの東西冷戦後ね えー、終わったあの時の、うんえー、ゴルバチョフさんというと、ねはい、写真とともに思い出すという人も多いと思いますけれどもねなんだかこう今日はね平成が遠くになっていくんだなというニュースが本当にたくさんあって、ねえー、先ほどねあの上柳さんも、えー、触れていましたけれども、えー、今日で営業終了という、ね、ところがいろいろあって、はい、あのお台場の大きな大きな,大きなあの観覧車も。 終わるとそれから品川の駅前にありますあの制服っていうのもねやっぱあれ中学生ぐらいの時にはなんというかこうドキドキしちゃうよねみたいな感じで <laughs>、えーえー、ときめいちゃうような感じもあったりとかね、えー、しましたしまたそうあの台場の観覧車23でしょ。でえー あの産経新聞が今日報じてたんですけれどもあのイギリスのダイアナ妃が亡くなったのがまさに今日であったということで、はあえー、それが25年前の8月31日であったということであります、まああのダイアナさんというとね、日本に来たのはもうちょっと前の80年代の終わりぐらいだったというふうに思いますけれどもまあ 本当ねあのなんだかあの昭和、平成どんどんと遠くになっていくんだなということがすごくこう節目っていうのはあるのかなというふうにえ思ってしまいまいす、まああのねえー、観覧車についてもいろんな思い出ある方もいらっしゃると思いますしまたアンナ・ミラーズについてはね、シギア,アナウンサーこの間言ってたよねああそうなんですよ、ちょうど、うんあのま、今日でその、ま、営業を終えるということだったんでことなんですけれど私、うん、勘違いして1か月。 三十一日の日曜日に、はい、あれ、今日、今日でおしまい、もしかしてと思って。あの慌てて。で、まあ、十一時ぐらいに行って、まあ、整理券をもらって、九十何組というのが出て。まあ、そのアンナミラーズに入るために。 他のカフェ2軒はしごしごて時間を何とか調整してそれでも調整しきれず最終的に会社に来て会社でまあちょっと明日の準備でもしよっかなと思って何かこうしなから有楽町まで一旦来て <はい S 2> でちょっと作業してそれからまた有楽町から品川にっで戻ってでようやく <laughs> ものすごい情熱そうなんですよ3時ぐらいに入って。 でもその時お客さんそれこそ一枚一枚こうメニューめくって写真撮っていたりとかおやっぱそそううういい人が多んんだねねなんですよ、ね、<laughs> 私あのダッチアップルパイっていうあのブラウンシュガーがたっぷりのったアップルパイを頼んだんですけれどすごくこれがね甘くてたまらないんです、ね、美味しいんですよそういうなんかこうアメリカンな感じのね一緒に写真撮ったんですよこのアップルパイとともに写真撮ったんだそそそししたたたらられを母に送ったんですよ 唐揚げと写真撮ったの?」って来て <laughs> ダッチアップルパイが唐揚げに見えたみたいで見た目こんがりと焼けているアップルパイなので唐、はい、揚げに見えると遠目には確かにな見えないことはないけどね <laughs>、はい、といまあまあまあ,あのいろんなことがね移り変わるという今日でありますが、えー、今日もねあのニュースについて、えー、8時まで深めていきたいと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組したふみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見を寄せください今週は特別企画激論200%工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんこの後すぐにご登場です えー、まずはこのゴルバチョフ氏死去というニュースさらにはウクライナ情勢についてお話しいただこうと思っております、えー、そして、ニュース七時まのゾーンでは警察庁露木新長官就任会見を昨日行いました、えー、また岸田総理大臣はあ今日国葬などをめぐって記者会見を開くということであります、まあ昨日までコロナ療養中ということで今日から公務に、えーまあ、対面でも復帰できるということになっております、えー、それからあ ロシア北方領土などで明日から軍事演習、さらにアメリカは台湾に対して一千五百億円の武器売却を検討しているというニュースも入ってきました。えニュースキーワードのゾーンではなくなられた稲盛和夫さんについて、そしてスクープアップのコーナーでは二千二十三年度予算の概算要求が今日締め切りになるというニュースも取り上げます。メールツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカム、アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。 コージアットマーク一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は JA 全能千葉から千葉の新米つぶすけ五キロを毎日二十人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 さあこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今週は特別企画「激論200%」コーチダブルコメンテーターウィーク。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますさあまずですね、えー、オープニングでも少しご紹介いたしましたけれども、えー、多数死によりますと旧ソ連末期 硬直した共産党独裁体制を立て直すペレストロイカを推進東西冷戦を終結に導きノーベル平和賞も受賞したミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領が30日に亡くなっていたということであります。91歳だったということですけれども。 まああの小泉さんはまあほぼ私同世代80年のちょうど80年代のね前半に生まれたというだからあのゴルバチョフさんって子どもの頃になんかこうにテレビとかで見てたなっていう感じですけど。 なんか時代が一つ終わった感じですかね。そうですね。実は私あのソ連というものに初めて触れたのがゴルバチョフ訪日の時なんですよね。<ー>あの彼あの九十一年八月にクーデターを起こされて。はい、もう権力がズタボロになりながらも最後の訪日を果たすんですね。今にして思うと、僕はその様子をテレビで見てて、はい、小学校多分。 2年生か3年生ぐらいだったので漢字とカタカナがあるってことはわかるわけですよね <laughs> っの時に「なんでこの国カタカナと漢字混じってるの?その」と「ソ連って何?<ー>」というのを父親に質問したら「はい、これはソビエト連邦の略なんだよ」って教えてもらったのが多分こう。 生でソ連のことを認識最だからまあ本んにもうソ連の末期の末期になってやっとそういう国があるんだなと思ったら亡くなってしまって、えー、<laughs> でまあその後もこうかつてソ連というものがあったんですけどねという語り方をしてきたんですけど、はい、もうこれでいよいよソ連の指導者経験者というのは。えー あの全員亡くなったわけですよね<ー>で彼と一緒にペレストロイカをやったヤコブレフとかああいう仲間たちも、まあ、多くがもう奇跡に入られているので。えー まあ本当にこうソ連というものがなくなって三十一年経って遠くに行ったなという感じと、それから実は今年は千九百二十二年のソ連建国から百周年でもある。うん、あ,あ、そうなんですね。十七年に革命があってすぐソ連できないんですね。五、はい、年間の激しい内戦の末にソ連ができているので。はい まあまさにそのソ連という企てから100年経ったところで最後の指導者が亡くなったってまあなんか巡り合わせかなって感じがしますね。うんこれ世代的に高橋さんはもうソ連というものを確かに見ながらまああれだよなあの本当にソ連邦崩壊っていうのはまあびっくりしたけど、ね、<laughs> まあ あのね多少、経済の話なんかになるとね、はい、実はあれでね、うんあの、ソ連のね、経済の歴史がほとんどなくなっちゃったんですよ。もうそれまでね、70年間ぐらいね、はい、あの崩壊までね、嘘つきまくっててね、データがあったんだけど、それから一気に全部消えちゃったんですよね、あの日に境に。だからね、ソ連ってね、経済の話から思うと存在してないんですよ。存在していない、ね。だってデータがないから、何にも。<ー> <laughs> もう大変でしたね、あれ、だからね、あの頃ね、ソ連の方をね、まあ進行してた人とかね。 はい、もう大変だったね。もう 基盤がなくなくっっちゃったでしょでそれが30年経ってようやくそれがねすっきりしたっていう感じも私は今するけどねあの100年経ってねー、ええ、データがなくなったっていうのはあれソ連が崩壊して全部焼却しちゃったとかそういうことなのいや全部嘘だったから全部嘘だったから,たからた全部いろんなデータ集がそれ全部消えちゃったんですよあの今まで言っててそれでソ連がこうだって言ってた人はもうた立場ないですよね根っこが消えちゃったんだから、うん <laughs> うん、そういうのを覚えてますあの時にだからねあのなんだか共産主義の人一生懸命言ってた人もね ガタガタになっっちゃってね,、うん、でね多くはね環境かなんかに流れてたな私の印象ではなるほど、うん、なんか共産主義とかねもうなんかね研究者もいなくなっちゃってねそういう思い出ですよそれがねあの今回こういうのでようやくね、はい、まあ切りが切りがついたっていうかね区切りになったかなっていう感じがしますねうーん、うん まあこれね、まあゴルバチョフさんが亡くなってこれ、そのあの時代のソ連の時代のこう総括というかこうその辺ってそのロシア国内では小泉さんはどういうふうに見られてるんですか。あつまりソ連という物ですか。多分そこは総括しきれてないんでしょうね。はい、だからそのソ連が亡くなって てしまったということはもちろん、その政治的な現実ではあるんだけども、例えば、その大日本帝国が崩壊した時みたいに、軍事的に破局を迎えて亡くなったわけではないわけですよね。しかも、実際、亡くなる過程に関しても、実はこう本当に崩壊したというよりは、そのソ連の中の。 あのロシア側、ベラルーシ側、ウクライナ側、要するにこの白人の支配層が密約で解体を決めてるんですよね。はい、だからそうすると、なんかこう、勝手に白人が作っ、あの巨大な帝国を受け継いで作ったソ連が、また白人同士で話し合って、勝手になくしちゃったみたいな、はい、まあ非常に冷めた感覚もありますし、でそれからそのソ連が亡くなって少し後にあのに、フランシス・福山ってアメリカの政治学者が、歴史の終わりというのを書いて、はい まあ、とにかくもうこのソ連というかその共産主義という近代の在り方は失敗したのであるとでナチズムはその前に負けてるからもうあとはそのアメリカ的な自由民主主義しかないんだみたいなこうアメリカ陣営の冷戦勝利宣言みたいな本を書いたわけですけど。はい まさにそういう感覚に対してロシア人はずっと面白くないものを持ってきたわけですよね別に我々はアメリカと冷静に負けたわけじゃないと終わらせただけなのにたまたまそこにこう国家崩壊が重なったからなんか敗北したみたいな扱いを受けてるけど許せんみたいな気持ちっていうのはずっとあったしソ連崩壊でこう同じルーシー民族がバラバラになっちゃったみたいなこう民族主義的な面白いものくないものもあったし。はい ずっとこの30年面白くないものを抱え続けてきたロシア社会がプーチンを生んでそのプーチンがこういう戦争を始めちゃったという意味でもやっぱりこうソ連から100年の,境あの節目でこういうことが起きたっていうのはまあ 単に象徴的でもあるしあある意味必然ででももったのかもしれれないですよねこ調べてみるとゴルバチョフ氏自身もクリミアの話に関しては、うん、そのお併合をしたかったんだというようなことを言って、うんえー、実は出入り禁止を食らっていたと、うん、まあその辺のこうつ、ね、ゴルバチョフ氏の考え方ってすごくなんか自由主義解明的みたいな日本の国内でイメージあるけどやっぱその辺はこうロシア人みたいな共通意識みたいなものはあったんですかね。うん、そうですねやっぱりまずゴルの、うん バチョフも当時のソ連としてはめちゃくちゃにリベラルだったけれども多分今の我々の西側基準の政治家として見るとやっぱ相当強権的なところもありましたしやっぱなんかこうソ連的な秘密主義から抜け出せない部分もありましたしなんといっても彼は大統領にはなったけど1回も国民の直接選挙をやってないんですよね。 あですやっぱり最後までこう国民の真を問うということが、はい、やっぱり彼はソ連の政治家としてできなかったんだと思います、だからそれソ連的な限界も抱えているし、あとやっぱクリミアはもうこの、なんていうんですかね、ソ連とかそういうものを超えて、はい、やはりもうロシア人にとっての軍事的栄光の地であるという感覚、うもうこれは何としても取り戻さなければいけないってのは、結構リベラルな人も、あの捕まってるあのナバリヌイさんでさえそれは言うんですよね。 あそうなんんでですすかそうなんですよナバりの池さえクリミアはかやさんと言いますしさらでに言うとゴルバチョフはその91年8月のクーデターで軟禁されてた場所もクリミアですからやっぱ彼にとっては個人的なあのいろんな思い入れもあるんでしょうし <laughs>、はい、まあそういう意味でもやっぱり、まあ、ゴルバチョフはまたリベラルではあるんだけど完全にわれわれ西側世界の人間と全く同じだったかともちろんそうではないやっぱりロシア人でもあったってことですよね。うーん そ,うそして、えーまあ、そんな中でといいますかその、まあ、クリミアも含めて、えー、南部もウクライナとしてはもう全部奪還しようというふうになっていてこうヘルソン奪還というところ、あのー、いろんな情報を錯綜してますけれども、はい、これ、あのー、前線突破かみたいなこと出てきてますけれどもどうなんですか そうですねあの日本時間の昨日深夜ぐらいにウクライナ軍がその南部のヘルソン側で反攻作戦を発動したようですね、はい、で今、分かってる限りだと、まあ、このヘルソン周辺に5方向ぐらい攻撃軸を作って、えー、反攻をかけたみたいですけど、えー、今のとこそのうちこう,うまくいってる攻撃軸はどうも1本だけみたいですね。<ー>なのので他のが あの陽動とか偵察だったのか、はい、本当に反抗をかけたけどロシア軍の守りを突破できなくて撃退されたのかってまだよくわからないんですよ。それからそのうまくいった攻撃軸についてもどのぐらいまでそのロシア軍の支配領域にあの突っ込めてるのかとか、はい、本当にこうヘルソン市を取り返すまでいけそうなのかっていうのがまだ全然わからないんですね。のでまあ、これがうまくいけば ウクライナ側が初めてこの戦争でロシア側に対して大きく反撃ができる契機ではあるので注目ではあるんですけど、はい、うまくいかなかった場合 はい、あのウクライナ軍のおそらく最後に隠し持ってた野戦軍主力が壊滅するということになりかねないので<ー>その意味でもうまくいくのかいかないのかというのは結構今後の戦争の趨勢に影響すると思うんですね<ー>そでやっぱ非常に今回ロシアウォッチャーも軍事ウォッチャーもこのヘルソンの動きというのは注目してますね、はい、その辺、そのねウクライナの軍当局などもこれ本当に大事な戦いだからあんまり情報をむやみに出さないようにしようねと。これ たースでも拡散しないようにみんなに言ってくれみたいなことを出してますよねやっぱりこう地上で戦ってるということは人間が暮らしてる場所で戦ってるわけですよね、しかも今回、ヘルソンって大都市を取りに行くので、まあ、実はヘルソンもそんなにめちゃくちゃ大きくもないんですけど、その周りにはこうもっと小さな地方都市があるわけですよね、<ー>でそこを取りに行くときに、普通にこうスマホで人が画像を撮ろうと思えば撮れますし。はい で今やそのジオロケーションっていうんですけど映ってる場所がどこなのかって特定するのはそれこそ,そのベリングキャットみたいな民間団体でもできちゃうで、はい、まあまあ、してそのロシアの参謀本部とかだったらもっと組織的にやれるわけですよね<ー>でそうするとあなんかここに戦車部隊の陣地があるらしいぞとか<ー>砲兵部隊はこの倉庫の中に隠れてるらしいぞとか分かってしまいかねない<ー>から、まあ、そういうのをげないでくれと言ってるし。 逆に今回ウクライナ軍ものはアメリカからハイマースっていうロケット砲をもらってますけど、はい、あれ事実上超小型ミサイル発射機なんですよんなんであの座標を精密に決めてそこに当てるっての得意なんですけど、はい、やっぱりこれもロシア兵とか現地住民が上げた SNS 画像で特定して。 あ、ここに旅団すればあるらしいよ。といくみたいな。やり方をやっている。だから、結構市民の情報発信が戦況に影響してしまうという意味でも、なかなかユニークな戦争をやってるなって感じがしますね。お<ー>うん だかさ情報戦がこういうところに波及するとなんかイメージだとこうサイバーの中で戦うみたいな感じはありましたけどそう,うです、ね、そはまだだみんなスマホ持ってるから、うん、イメージじゃないんでしょうねリアルなんでしょうね、うん、スマホ持ってるだけで意思が分かるわけでそうするといろんなところであの昔だと情報活動の話がスマホを経由してみんなできちゃうってうことなんでしょうね、うんうん、今までだったらこう人を送り込んでそこで情報を取るみたいなことがいらなくなっちゃうってことですか <laughs> まあ、もちろんですねあの市民が何でもかんでも見せてくれるわけではないですからロシア軍もウクライナ軍もあとおそらくアメリカ軍も必ず戦線後方に特殊部隊を送り込んで情報収集活動はしてると思います。はい、はい しあのお互い衛星飛ばし合ってあの衛星のデータ、うん、それからフライトレーダーとか見てると電子偵察機がかなり国海の沖合なんかに出てきてますねアメリカとかイギリスとかの、はい、なんでこう見えなくても電波取ってあのこんな波が出てるとかこの辺から出てるとか、うん、そういうデータも取ってるはずです、うん、ただ私あの思い出すのは、はい、10年ぐらい前モスクワ住んでた時にいい 町と町を結ぶこう長距離列車とか乗ってると、はい、モニターがついてて、まあ、そなんていうんですかねこうあの列車の安全のお知らせみたいなビデオが流れてるんですけど<ー>その中に、まあ、普通のこう線路に入ったら危ないですよみたいなお知らせだけじゃなくて、はい、あの線路に爆弾仕掛けてる人が いいいたたらすぐに通報してくださみなつまりこう破壊工作員を見たら通報しましょうみたいなそういうお知らせがあったんですよね <laughs> <ー>でもやっぱりそれって私は見てなんだこれと思ったんですけど、はい、やっぱり第二次世界大戦中はそうやってこう普通のソ連市民がドイツの鉄道爆破するとかドイツ軍の陣地の場所を垂れ込みに行くとかやって。うんうん でドイツと戦って勝ったってて勝たいうのまあやっぱり結局大陸でその人が住んでるところの中に軍隊が入って戦うってう時はおそらくやっぱその同じような市民の情報市民の目とか市民の情報みたいなものが一種の武器になるっていうのは、うん、あの決して新しくはないんですよね。うん、あそれがそのスマホみたいなテクノロジーで、はい、あの拡散力を持ったところがおそらく新しいんだと思いますね。 えまずはあこのゴルバチョフ氏指、死去そしてウクライナ情勢というところをお話しいただきました。 ここが気になるプラススタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、一面ざっと見渡しますと、まあ、バラバラという感じであります朝日新聞は <laughs> 医療保険コロナ対象縮小、えー、生命保険協会の方針、えー、支払い7割減ということであの入院一時金とものが、ね、あるとであのコロナで自宅療養すると基本的にみなし入院という扱いになって一時金が出るということになるんですがこれだけ感染者が増えかつ ねえー、自宅療養ということになる方が非常に多いというかですね小泉さん、ええ、私もあのちょうど同じぐらいのタイミングで7月の終わりにかかってそそううでですすかそうなんですよ、ええ、家族全員でっていうやうちも子供ちもがです、ね、まずもらってきて僕かかって奥さんっていうパターンでした、ね、やっぱり、ええ、うちも全く同じこう <laughs> う、ね、流れをこうでこうでれ仮に保険に入ってたら一人当たり30万とか出るみたいな。はは <laughs> はいはいはい,はい、はい でも結局そのワクチン3回打ってて <laughs> で、ね、あの当座厳しいんですけど、えー、その後ってえ何しようみたいな、ね、<laughs> <laughs> ことにこうなる中でえそんなに。 お金もらってみたいなねことになってしまうっていうのがやっぱりちょっとモラルハザードを起こすんじゃないかというような話が出てきている,、ね、る,る,るえー、まあ確かになっていうに2日3日確かに辛いんですけどその後考えるとねっていうね。これねやっは今年あの2月に戦争始まってからほとんどまとま,とまった休み取らなかったので<ー>強制的にずっと家に入れたの意外と良かったです、ね、ああ<ー>これがねうちは誰もこう基礎疾患とか持ってなかったからそんな感じ、はい 気楽に過ごせましたけど、うん、逆にこの感染力でお年寄りがおられるうちとかもともと病気持ってる人とかって怖くてしょうがないだろうなって感じがしましたね、うん、これまでずっと2年間コロナ回避してきたんですけど、うん、今回は全く回避できなかった感じもう感染経路もどこか分からないって感じですもんね。ね ちゃんと必要な方にきちっと払うと、こういう形にこうなっていけばいいなというところですよね。まあ、この辺保険数理やってますからね。<laughs> でもさあ、保険数理っていうのはね、はい、あの対象者が少ないと成り立たないんで、うん、前提が違っちゃってますね。対象者が多くなったら保険にならない、そもそも。保険は無理です。なるほどね。ええー。そうすると、こうやって、こう絞らざるを得ないという。うん、破綻しちゃいます。<laughs> このままいくと。<laughs> ね、うーん。 えそれから読売新聞は習政権3期目という共産党大会が10月16日開会という日付けが出てきました、まあ、この辺り、ね、中国の話後ほどあのロシアと中国などなどの軍事演習の話などでも、えー、ちょっと聞いていきたいと思っておりますそれから毎日新聞は、えー、上半期の出生,率出生数、えー、38万人コロナ長期化響くということで初の40万人割れこれ高橋さんもうあの事前に予測できるよって出生数の話はどうでしょうか。出 簡単ですね、結構簡単 <laughs>、ええ、うん、えー、といったあところであります一面紹介ここが気になるプラスでありましたお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康事の OK 康事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さん ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいあなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ コメンテーターの方々と、七時をまたいで、ニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は、数量政策学者、高橋洋一さん。そして、東京大学、先端科学技術研究センター、専任講師の、小泉優さんにお越しいただいております。お二方、引き続きよよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、株と為替の動きをお伝えしておきます。三十日の、ニューヨーク株式市場、ダウ平均株価ですが。前の日と比べ、三百八ドル十二セント安い。三万一千七百九十ドル八十七セントで、取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は134.53ポイント下がって1 1883.14でした一方、円相場ですが1ドル138円80銭付近で取引されております。 えー、FRB の積極的な利上げ懸念が根強い中3営業日続落であったということであります先週末に行われたジャクソンホール会議の中での FRB パウエル議長の発言まあ利上げをとにかく続けていくんだというところ。 がまあこういったことになっていると解説されてますけれども高橋さん、はい、どうなんですかもともと年内で利上げっていのがあって、はい、そのスケジュールがあってねま,、うん、まだ全部やってませんからねただだから、えー、っとと当然パラロッさんはそれ言ってるだけですよね、はい、あのあ新しい話ないんだけど、うん、マスコミあじゃあ、ね、マーケットっていうのは、はい、なんか,新し,かの新しい雰囲気でねなんかやりたいんだよいつも、まあ。売って買ってその値が動くことによって利益が出る。 嘘っちゃいけないけどまあうん、うん、何でもありなんですけどね何でも在りようにする、うん。あのちょっとその FOMC のあの議事録見てる人が見れば新しい話じゃないですよ、はい、ないんだけど新しい話のようにしないとうん、うん、でしょ。これアメリカの物価との先行きコイの先行きどうなんですか。<laughs> 物価はあのコイはいいままですよね物価は下がりますねこれだとね。あー引き、うん、めることに対してそうそう。それでまあ別にインフレ目標の中に株価入ってないから。はい。 聞いはっきり言って関係ないんだけどね。でもまあ、なんか日本のああ、株価というのでね、反応しちゃうんですけどねう。うん。あ,あ、る意味既定路線ということでいいです。それそうですよねう、うん。えー、では、この時間取り上げるニュース、こちらです。警察庁露木長官が就任会見。この度、警察庁長官に任命されました。露木であります。最優先に取り組まなければならないことは、警護体制の再構築であります。 警護要則にのっとって、警察庁と都道府県警察が一体となって、一から出直す覚悟で努力を積み重ねていきたいと思います安倍元総理銃撃事件を受け、辞任した警察庁の中村浩前長官の後任として、きのう就任した露木康弘長官の会見での声をお聞きいただきました。 えー、通期長官はあ銃撃事件に関する警察庁の検証チームのトップを務めまして、えー、痛恨の極みで重く受け止めているとした上で再発防止策について不断の見直しが重要だとも指摘しております。 とというこでですので先週発表されたこの報告書を、まあ、まさに作っているトップこの報告書の話を具体化するというのがまあ任務になるというふうにまあ会見の中でもおっしゃっていたようでありますがうん、まあ、報告書などもお読みになってたはいかかがですか読みましたけれど。はいうん なんかなさ情けなくなった。えー、というとい、まあ、基本的には警護ってんだからやっぱり日本ではちょっとなんか非常にああん安全神話っていうかねそれ前提なんですよね、うん、だから海外かなんかだとも,うものすごくて例えばお隣の韓国だってあれでしょこのパックネさんがやった時にものすごい人間の数がバーって守るでしょ。 <laughs> 私もあのここの SP の人知ってますけどねまあねあの。 一人じゃちょっとねね苦しいですよ、ね、うん特にあのときにあのう、後ろが普通の通りでしょ、はい、いろんなあの人が通ってて、そこに気を取られちゃったっていうのが報告書に書いてあるんですけどね、えー、そこに気を取られちゃだめだろうと、まずね、うんそれ、そもそもそれ後ろが通るようにしちゃだめだろうってのは普通でしょうけどね、うん後ろを通って台車に気を取られちゃったって、そういう話でしょ、事件の経緯を見ると、そのようですね。 で、この計画を、がどうして通ったんだとか、そういうこと。どうし、うん、うん、まあ、あの、正直とな、な、奈良県警。 ね、でもけ警護できないって,、ね、あのなんていうんかな基本の話としてはあれでしょう後ろを通しちゃダメだって当たり前なんですけどね、うん、そういうところを通してそれでみんなあの警護が前に向いちゃったって話でしょ、はい、それ全部があのなるべく防ぐというのは普通だから後ろは絶対防いでおいてそれで前を見るってのは分かりますけれど、うん、というふうに思いますけどね、うん、あの素人目にもね、うん、あの現場に行った時に、ね、ここでここはないだろうと思いましたよ。うん だって360度全部どっかでけも OK なんですよ。小島さんはどうご覧になりましたそうですね私あの、北方領土に行った時に、<ー>あに当時の山本一太沖北大臣が一緒に来られて、はい、で確かあの時もも、ねえー、SP は一人だけだったんですよね<ー>で。一方でロシアで暮らしてみると、はい、もうロシアの要人警護ってもう全然違って。 <で><ー>そもそも昔の,の KGB の中に第9局っていうボディーガード専門の局があったんですよ<ー>で今これは独立して連邦警護庁という、はい、警護庁そうなんですよあのボディーガードのための庁があるの組織がそうなんですそこにそのクレムリンを守ってる警護連隊みたいなものもあるし、はい、その要人の通信回線を運用してる部隊もいるしでもちろんそこにものすごい数のボディーガードの人たちを養成していて。 まあなんロシアの要人たちの警護体制ってちょっとわれわれでは想像がつかないような感じですよね、<ー>もう人数も半端ないですし、はい、それからどうもこうマスコミの取材が入るときのカメラの位置なんかも彼らは決めるそうなんですよね。 でさらに最近、プーチン大統領はパーティー出された食事も飲み物も手つけないんですよね、はい、手つけないんですねあの大阪 G20 の時とかそうですけどあのもう自分でロシアのロシア連邦の国葬が入ったタンブラーを持ってくるんですよ、はい、中身は分かりませんけど<ー>でこれしか飲まない。 最近どう、<ー>昔はなんか、ね、パーティーでカクテルぐらい飲んだ気がするんですけど、えー、やっぱり20年やってるうちにもう、えー、俺も気をつけなきゃ危ないぞって気持ちが多分プーチンさんあるんですよね。<ー>からもうほとんど人前でもあれしないしそれから G20 の時は日本で報道になってましたけど、はい、プーチン大統領排泄物も全部持ち帰ってるとそれこその連邦警護庁の連中ですよね<ー>が持ち帰ってプーチン大統領の健康状態なんかも知られないようにしてるとか。 やっぱりそういうもこう、猜疑心の塊みたいなもので動いてる国もあるし、まあ、日本みたいに緩い国もある、<ー>私、どっちも、どっちだと思うんですね、んあやっぱりロシアのみたいに、そこまでじゃあ、チちがに固めて、要人は安全かもしれないけども、はい、やっぱり国民との距離はすごく遠い感じもしますし、多分そのコロナとか、あの長年の独裁で猜疑心が強まっちゃったプーチンさんが、余計こう、世界観がおかしくなって、今回みたいな戦争を始めたんじゃないかって、私はどうもするんですよね。 一方、日本みたいにひょいひょい近づいてって元首相を殺せちゃう国というのも、まあ、それはそれは確かに問題なんだけど他方で市民との距離は非常に近い,いわけで安倍さんのとこにこに握手したいとか一言言っていたいとか言って近づける人もいるということでもあるんですよね。えー やっぱそこはまあ一種の民主主義のコストではあるのかもしれないけども、まあやはり今後のあの警備体制はちょっと考えてもいいのかなと思ってます。高橋さん、やっぱりロシアの警護ってのはものすごいものですね。<laughs> あのこれね、安倍さんに聞いた話だったけど、はい、あ,あのプーチンがあのえっ、ー、と山口に来たでしょ。ああ長島でね会<が>談をしましたね。お二人でね。だ、ね、からちょっとまあまあ言、まあ、い,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 いにくい。 ていうか言えないけどね、うん、まあ大変だったらしいですよ。だかやっぱ、その、こう、ね、うん、路地を整えて、どうやるとかって、ね。日本的な感覚で、路地を整えてやるんだけど、全く違うんだって。はい、ああ。<laughs> だから、もう、あの、そのね、向こうは、全然違う感覚なんだということなんですよね。うん。あれでも、あの、お風呂入んなかったっていうのは、外に出てんじゃないですか。ああ、ああ、ああ、うん。 そうですね。そうそうそうそもそんそうそうそうそあったそうそうかうっうそ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 ね。そうそうそうあうそうそうにうそ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 っそうそうそっそう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 そでしょそうそすそう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 うそ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 の。なうそ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 ううそ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 うはうそうそうそ 基本的にドストエフスキーの世界で生きてるわけですよ、ね、でましてプーチン大統領はあのドストエフスキー小説の舞台になったサンクトペテルブルクの出身でもありますし、はい、KGB 出身だし、はい、やっぱりああいう,こう疑いとか性悪説に基づいてものを見てるんでしょうね。えー そしてこのプーチンさんの刑事やってる人たちも結局旧 KGB 刑機関の人たちなわけですからまあなんかあの置いてますプーチン様みたいな感じで歓迎されてもですねそれ大丈夫なのかとかそれで裸になってもいいのかとかですねきっとそういうことを考えるんでしょうねうだからそういう風ななんかね暗殺にね手を染めたかもしれない方って言うでしょ大体ね世界のトップでね本当にね殺人を犯したかもかもですよ知れない人っていうのはなかなかいないらしいからうんだからそういう そういう意味ででは、いいろんなな体験験とかね、経豊富方しょやまあ確かにねプーチンさんがどうかってあれですけどその KGB っていうところがどういったところだったのかと私もそれこそドイツのライプツヒっていうところの KGB の博物館とかにこんなことやってたんだとかこんな盗聴してたんだとか盗聴ならまだいいですけどね仕込み添えだとかいろんなものがね。 そういうものねあのね、トップというかね、そういうお方だったってことはね、まあね、それは我々と感覚が違うでしょう、それは、しかもね、見てる世界が違うから、今日ゴルバチョフ氏の話も出ましたけど、まさにあのこう冷戦が崩壊していくときに、プーチン氏は東ドイツにいたんですもんねそうですねで、ましてプーチンさんは、その時に、つまり、ゴルバチョフのペレストロイカを生で見てないんですよ。 あそっか本国にはいなかったかかったから、はい、そのロシア人が自分たちでこのソ連の体制を変えようとしたってことを同時代的に実はプーチンは見てないということは、ね、むしろその時にあの東ドイツの崩壊の時に立ち会っていて、はい、自分の,そのドレスデンの KGB 庁舎が市民に囲まれたりとかして結構怖い思いをしたと。 でしかもそのとき、ソ連軍に何とかしてくれって言ったんだけどソ連軍は何もしてくれないし、うん、モスクワの KGB 本部も何もしてくれなくて、うん、非常に頭きた、で帰ってみたら今度はゴルバチョフに対して軍と自分の親玉の,の KGB のクリチュコフ議長がクデターを起こしたわけですから、はい、でそれでまた大混乱になってしまってここでも本当に嫌気がさして KGB に辞表を出したという,ふうにプーチンさんは言ってるんですよね。で、その、まあ、4か月後にソ連そのものがなくなっちゃう。 はい、だからこう若い時にその改革というものは見てなくてだけど国家の崩壊は2回連続でで見てるんですよあ<ー>だからやっぱり世の中をよくしていこうっていう方向にこうリベラルに考えるっていう部分プーチンさんの中にはなくはないんですけどうん、うん、やっぱり同時にこう国家とか市民社会っていうのは上からぎゅーっと押さえつけとかないと。 いつバラバラになってしまうか分かんないみたいな恐怖心を多分ずっと持ってきたリーダーだと思うんですね、プーチンさんその自由だとか改革だとかへのこう熱い思いであるとかっていうところは触れずに、その後の崩壊した大混乱の部分を。うん、しか見てないし、いまあそのプーチンさん、何度も演説の中で言ってますけど、うん、やっぱり市民が自発的意志を持ってデモに出てくるなんてないんだって、プーチンさんん言うんですよね<ー>誰かが裏から操らないと、そういうことを市民はしない。そ <laughs> そもそもやっぱ彼は市民といいう概念がないんですよ あ <laughs> あの捜査対象の大衆はいるんだけど。はい なんか自発的意思を持って政治に物申す市民みたいなものって本当にそんなのいるんですかという,ような感覚を多分プーチンさんは非常に強く持っているしまあでもそういうものらしいねと思って民主主義国のリーダーをやろうとした時期もあるんですけど <laughs>、はい、やっぱりこうなんていうんですかね20年やってるうちに多分彼の世界の中ではそんなものなかったってやはり全部アメリカに操られてたみたいな方向にどん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 ,どん向かっていっちゃったんじゃないですかね。<laughs> うーん 全体主義のとまあ典型的な人ですね。<ー>だからあのソ連が民主主義っていうのはないんですよ。ソ連もロシアも民主主義ではない。うんだから違う国です。<laughs> おはようニュースネットワーク。えー、今朝は数量政策学者の高橋雄一さん、そして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉裕さんとともにお送りいたします。 冒頭まずは台風に関する情報をお伝えします猛烈な台風11号は沖縄県の大東島地方にかなり接近していて今日昼前にかけて記録的な暴風となる恐れがあります大東島地方では風速25メートル以上の暴風域に入り猛烈な湿気となっています気象庁は暴風やうねりを伴った高波に厳重な警戒を呼びかけています 総理大臣官邸は昨夜台風11号について危機管理センターに情報連絡室を設置したと発表しました気象庁によりますと台風11号はきょう午前7時には沖縄県南大東島の西北西およそ50キロの海上を1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいると推定されます 中心の気圧は920ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートルで、中心から半径95キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いているとみられます。今日予想される最大風速は沖縄で55メートル、波の高さは沖縄で10メートルなどとなっています。また、明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、 多いところで沖縄で180ミリです台風11号の接近に伴って気象庁は今朝1時沖縄大東島地方に竜巻注意情報を出したほか大東島の南大東村北大東村には避難指示が出されています自治体からの最新情報に注意し危険な地域にお住まいの方は安全な場所に速やかに避難してください 今後の台風情報にもご注意ください気象に関する情報台風情報をまとめてお伝えいたしましたでは取り上げるニュースはこちらですロシア北方領土などで明日から軍事演習ロシア国防省は明日9月1日から7日まで北方領土を含めた極東地域などで大規模な軍事演習を実施する予定です中国も参加するほか ロシアは日米豪印4カ国の枠組みクワッドのメンバーであるインドも参加すするとしておりますただ浜田防衛大臣はインドからは演習に加わらない旨の説明を受けたということを明らかにしております。 さあ小泉さん、まあ、まさにこのロシアの軍事ご専門でもいらっしゃいますが、はい、なんか大規模だっていう風に今読みましたけれども規模は縮小したなんて話も出てますねそうです、ね、あの正確に言うとですね今回、規模を事前に言ってなかったんですね、はい、あそうなんですか、えー、いつも大体あの9月から10月ぐらいにロシア軍ってこう秋の大演習軍艦区レベルの一番大きな演習するんですけど、えー、まあ大体5月か6月ぐらいの段階で今年はこんな感じでやりますってアナウンスがあるんですが。 それがずっとずれ込んで7月末までどんな演習するか言わなかったんですね<ー>でプラスその時にも演習の規模であるとかもあんまり言ってなかった、はい、まあつまりもう戦争真っ最中ですし、うん、兵力の大部分もこの極東の部隊もほとんどウクライナ送ってしまってるので <laughs>、えー、まいよがなかった。えー のかなでただそれがあの前回の,その4年前にやった2018年の東部軍管区大演習とか <laughs>、はい、その前の2014年とかに比べるとだいぶ規模は小さいんですね2018年は30万人近く動員したというふうに言ってましたから、まあ、今年は5万人ぐらいということなのでだいぶ規模は、まあ、過去に比べると小さくなって。 いるただそこに今回はさっきもお話がありましたけどインドも来るとか、はい、中国も来るとか、えー、まあ実は他にラオスとかアルジェリアとかですねとにかくロシアとまだこの関係を切らないでいてくれてる国々をありったけ集めたって形に、うん どうもしたんですよねで本当はもう8月30日にもこの演習を始めるというふうに最初は言ったんですけど、はい、土壇場で9月1日からに変えますというふうに言いましたし期間もえ7日間延ばしたので、はい、まあ多分ちょっと後ろ倒しにすることで少しでも多くの国に来てほしいと。 多分舞台を送れる国はそん、ななに多くないと思うんですねロシア国防省の言い方では、舞台またはオブザーバーという形で、これだけの国々が来ますよと言ってるので、はい、ちょっと明日蓋開けてみないと分かりませんし。 一応今のところ中国の人民解放軍とベラルーシ軍に関しては実際に部隊が来てるってことは確認できるんですけど。<う>まあ、その他の国々はおそらく数人武官が来て見てく程度なんじゃないかと思いますね。うん。高橋さん、これね、えー、中国とロシア。 の、うん、まあ、つながりっていうと。敵の敵は味方みたいだね。はい、あの民主主義対全体主義っていう話でね。だいたいくくりちゃうんですけどね。うんうん、だから、あの民主主義が低い国は、まあ、みんなまとまるっていうことなんでしょうけどね。まあ、インドっていうのは、実はあれなんですよね。民主,主義国なんですよね。はい、民主主義指数っていうのは、六だっていう。あのか中国なんか二とか。ロシア三ですからね。うん、それに比べれば、かなり民主国で、ギリギリの民主国なんですよね。うん、だから、これは、まあ、あれでしょう。クワッドもあるから。 オブザーバーの可能性が高いでしょうね、うんえー、でもあれですよねあのクアッドの中で入ってるんだけどどっちになるかはよく分かんなくてロシアの場合はほら武器の関係であの、ね、インドの場合はロシ,ロシアにすごく武器とか依存すごく多いです大きいですからね、はい、だから、まあ、なかなかねそこの根っこのところをひっくり返さないと、うん、なかなか民主国の中に入れにくいんじゃないかなって気がしますけどねね、うん、でもねあの結構ね。 まあ、そう、そういう風な、あの全体主義の連合ができると、民主主義の連合ができて、オーカスなんかがね。ただ、これに J が付け加わって、あの、ジョーカスになっていくっていう感じはしますね。だんだん、だんアメリカ、オーストラリア。オーストラリアが一番ね、あの日本の前では、結構頼りっていうかね、なって、はい、アンガスの国でもあるしね。だ、そういうので、だんだん、そういう、そっちの,方のあの連携っていうのもね、多分対抗してやって、こういうのって、戦略的コミュニケーションって言ってね。なんか、一個、なんかメッセージがあるでしょメッセージに対しては、答えなきゃいけないんですよね。それで、私。 私なんか戦略的メッセージでどうやって民主主義の国が答えるのかなっていうのは実は見てますけどね。<ー> その辺、まあこの辺こ小泉さん、オーカスに関しても、まあ、これ原源泉を作るみたいな話が出ていて、うん、でその部分がその NPT のこの間の会議の中でもこう問題にされたりなんかも、ええ、まあ中国が問題出してきたということもありましたけれども <laughs> これ、今後、まあ、日本が絡んでいくとしてどういうい活用ができますかあのオーカスはおっしゃるようにその源泉をオーストラリアに供与するって割とこうなんていうん特定テーマから出発したあ<ー>あの安全保障協力枠組みで、まあ、日本 日本がその正式にそこに J つけて浄化するみたいなことになる必要があるかどうかですね例えば磁気戦闘機はイギリスとやるというふうにもう日本は決めているわけですし、まあ、その他さまざまな先端技術の協力なんかつまり源泉に限らずもっと幅広い防衛協力とかは、うん、まあそのオーカスとか名前つけなくてもうすでにやって っているので、まあ、そこでなんか正式な枠組みを作る必要はそもそもあるのかどうかってのは一つ。で、もう一、ん、個やっぱりでも、中国、ロシア、このオーカスのこと、めちゃくちゃ気にしてるのは間違いないんですよ。んあの、まあ、これ対中包囲網なんで、はい、中国が気にするのは当たり前なんですけど。ロシアもやっぱり妙にこのことは気にしていて。私もちょっと前に、ロシアのタス通信から取材を受けたんですけど。<ー>彼らの、し、の、質問は、これは太平洋版なになるのか。<laughs> そこに日本も入るのかみたいな。 やっぱだから彼ら冷戦のアナロジーが真っ先に浮かんできちゃうわけですよね。はい、でまあそういう側面もなくはないと思うんですけど、うん、やっぱりあのこの a u k u とかクワッドとかいろんな枠組みがあってなおかつ NATO ほどきっちりしてないっていうのは私は多分太平洋側では重要なんだろうなと思うんですね。<ー>つまりはっっきりブロック作っちゃうとと、はい、中国と真正面から 敵対したい国ってないわけですよね。でそれからまあなんていうかこう商売とイデオロギーと安全保障といろんなこう。 あの軸足があって、はっきりアメリカ陣営とか、はっきり中国陣営に行きたくないっていう国々がおそらく多いはずなんで、割と開放的にあのいろんな枠組みがあるって大事だと思うんですで、インドも今回、こうやってロシアの演習なんかにも加わってますけど、さっきお話があったようにクアッドのメンバーでもあるし、じゃあお前らどっちなんだというふうに、同盟的な思考から言うとなるんですけど、どっちなんだって言わなくて済むからクワッドにインドはいてくれるんだと。 うんあのインドのロシア専門家と会議した時にやっぱ彼らははっきりそういう風な言い方をしていて、はい、クアッドが同盟だったら我々は入れなかった<ー>けどあくまでも安全保障の協力枠組みだから入れるし別に中国と敵対する気もないし。 ロシアはさっき高橋先生ご指摘のようにものすごくこう武器の供給国としてインドではプレゼンスが大きいのでやっぱロシアとも敵対したくないしと、まあ、そういうやり方でソフトな同盟あれソフトな抑止みたいなのを追求するのが私はこのインド太平洋側でうまくいくのかなと思ってますね。 でその辺でアメリカの動きとして台湾に1500億円武器売却検討なんてが出てきました <laughs>、うん、どうなんですか、アメリカはその踏みを踏まそうとしているのかこう事情が分かって,てまて、あ、緩いままで生かそうとしているのかおどうご覧になります <laughs> アメリカはハーバンズ・ポークってやつで、ねはい、要するに中心になって安全保障体制ってうんだけどでも流れ的に言うとね、うん、あのそのふうな緩いのでたいあのど,どんだけ国防っていうかね国が安全が保てるかって議論が出てきそうな気がしますね。うん もうちょっとガチと,言わないとそうすると、うん、あのど,どうなっちゃうかなアジア版の NATO を作るっていうよりかは多分、今の NATO にオブザーバーで入ってるわけなんだけど、うん、そういうのを関係強化って形になったりしてあと個別にあの、うん、関係強化をふ深めるっていう形にな,るならないとちょっと、ね、大変かなって気がしますね。さ、うんどうですかあのー 私もですねやっぱさっきから申し上げたように NATO みたいなものを作って集団で対抗するというよりは、高橋先生がおっしゃったハブスポーク、既存の枠組みを強化していくって形になるのかなと思いますし、<ー>しかも今回、ウクライナでロシアこんな大戦争やっちゃったってことは、はい、アメリカのリソースがかなりヨーロッパ行くわけですよ、ね。そとすると、うん、今ある同盟国にどこまでやれるんですかって話が多分これから来ると思いますね。 さあそしてここで番組からのお知らせです今週1週間のコージーは特別企画です題して「激論200%コージーダブルコメンテーターウィーク」 毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半からの生登場ですはい今日は数量制作学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんとお送りしていますまさにインテリジェンスモンスターが二人いよいよこの後マッスルドッキングが炸裂する明日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員の片岡剛一さんが番組初登場日銀帰りのあのあ男がこう G 初参戦リフレ兄弟のコンビプレイを聞き逃すな最終日のあさって金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん目の前の喫緊の課題日本のデジタル化これをテーマに正解からキーパーソン緊急参戦であります さらにプレゼントは千葉の美味しいお米を100人の方にどどんと大放出そして朝6時40分過ぎからの「朝さナビ」金曜ハッピーでもおなじみ春風亭一之輔師匠が毎日登場荒帽子と黒木瞳さんドリームマッチでありますできることならばライブで2時間一本勝負でお楽しみください、うん、今週のコージーアップをよろしくお願いします続いて「教えてニュースキーワード」です稲森和夫さん死去 京セラと KDDI、まあ、第2電電を創業し経営破綻した日光・日本航空の再建にも尽力された京セラ名誉会長の稲森和夫さんが24日、老衰のため亡くなりました90歳でした。 松下幸之助さんと並び経営の神様と評する声も多くその人生哲学や経営哲学を学ぶための勉強会、清和塾は国内だけでなくブラジルやアメリカ中国など海外にも支部が設置されおよそ1万5000人の塾生が参加するまでになっておりまましたまずは日、ね、日本放送で年の2月23日に放送送で年の月にされました。 えー、ネクストステージへの提言頑張ろう日本人次世代へのメッセージという番組の中で語る稲森和夫さんの声を聞いただきます五十歳過ぎてちょっとの時に三つ同時に大きな事業を始めたわけですけどそれはやはり私自身が若い頃からずっと持っておりました人生というのは 世のため人のたためめ人に尽くすことそういうことに全力を尽くすということが生きているためにはそれが一番大事なことだとこう思っておりましたんでそういう自分が持っている理念に突き動かされて一生懸命やったというだけのことでしてえーと。ということでありましてまあそのね50を過ぎてからということでまさに第二点で DDI っていうとまああの本当我々っていうかね 小泉さん DDI ポケットなんていうのがあってああ、ね、携帯や PHS が本当いろんな会社がやってた時代にねでその KDD とか移動とかみんな集まっちゃうっていうのがびっくりした思いがありましたけども。 そうですねまあ、なんで私も実はずっとあの携帯は英雄にお,<ー>あのお世話になってきた身でもありますし<ー>それからちょうどあのゴルバチョフと同世代の方が相次いで亡くなるというのは、ねね、年齢が年齢だから当然ではあるのかもしれませんけど。<laughs> 私の中でなんとなくあのソ連と昭和ってほぼかぶってるんですよ、実は存続してる時期がほぼ同じぐらいなんですよ。だからソ連が歴史になっていくのと同時にこうなんか昭和が歴史になっていく感じでもあるし、はい、でも稲森さんはこう令和平成の間、ものすごく頑張られたわけですよ、ね、えー、より直近の歴史がなくな終わっていくなっていう感じですかねねねそそうううでですすよ、ね、昭和並びに平成がというね。そうですね 高橋さんどうご覧になりますか。あのこの稲盛さんってあのなんかいろんな授業されたんだけど。はい。 あのいろいろとなんか文化活動も熱心でね、<ー>私だとすごいイメージ出るのが、はい、あの京都賞ってい、ねえー、うん、お金すんごい出すし、ね、で、まああの、科学技術とかそういうのに対してやるっていうのは分かるんですよ、この出身から行ってもね、理科系だったけど、えー、でも、あの,あの京都賞、確かね、映画とか美術も確か出すんですよ、あ<ー>面白い賞だなと思ってね、京都らしいなと思って、それであの知り合いの、京都と知り合いの人も、僕は結構それ撮って取ってたこともあったから、うは私は、うん、結構関心がすごいありましたね。 この、こういう、あ、もう、京都人だ、京都、でも、この方はもともと鹿児島の方なんだけど、でも、はい、まあ、京都らしいなって感じはしましたけどね。うん、確かに、この科学技術だけじゃなくって、京都アニメーションであったりとか、ね。そう、そう、そう、面白いんですよ。文化的な訴状。でも、もう京都という土地はいろいろ <laughs>、うん、えー、面白いところですよね。 まあね、年取られてもいろいろとやっておられてあの日光もやられたしね,、はい、ねあの社会のためにっていうのはよくわかりますねうん日光の,その再建の時も本当幹部だとかだけじゃなくて現場にもずっと入っていって一緒に酒を組み交わしたというエピソードが、ね <laughs> ね、出てきたりしますもんね <laughs> 立派な経営者だったんですけどね。本当確かにあの JAL を取材しに行った時もそも安全啓発センターあの123便の事故をちゃんとこう検証するそして伝えていくってあの施設も稲森さんになってからできたんですよっていうふうにおっしゃっていてやっぱりそこの安全ってものを1つ柱としてちゃんと立てなきゃいけないんだっていう、まあ、ある意味フィロソフィーを大事にする人でしたもんね。うんえー 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ2023年度予算の概算要求今日締め切り財務省は各省庁からの要求を今日8月31日で締め切り予算編成作業を本格化させますこれを前に鈴木財務大臣は防衛力の強化といった歳出を増やす要因がある中でも 財政規律を重視して予算編成を進める考えを強調しておりますまあこの防衛力強化をめぐっては有識者会議を作ってそこで財源も含めて検討するんだということが先週あたり出てきましたが高橋さん <laughs> 笑ってますよんだ、ね、そんな話は国会でやればいいんだよってそんな話は国会でやればいいんだよ確かにね予算委員会ってそれを審議するとうですねなんでこんな事前にいろんなことやりたいかなんだよってこんなのだって最初答え決まってんだから答え決まってんだから、ねうん、審,議審議会とかそんなのはね<ー>だって役所が書いてんだからそんなの先にこんなのやんなくたって先にその答えを政府答弁として言えば終わるじゃない無駄なことをやってるねって思いますけどねなるほどねこれはもうそういうそいう を作りたい。中で作りたいから、そういうことはっきりマスコミ言った方がいいんじゃないの。もう報告書できてんでしょうと。報告書できてんでしょう。それだと、それで国会で言ってくださいよと。中身もだいたい予測できますか。できますよ。何でいきます。だから、ちょっと財源で、国債が必要なって、つなぎ国債って言って、出し出して。つなぎ国債って。ついて出してね。それで、特別会計作って、きちんと経理しなきゃいけないですよって言って。あの、特別会計作るでしょ。まあ、そして、その後に、つなぎ国債でやってるから、こんだけ負担がありますって話になって。 あの東日本大震災のような復興増税っていうか、パターンが一番可能性ありますね。国防増税みたいなことが。そうそう。一番簡単に言って、うん、今言え、言えたでしょだから、そういうのの不石なんだから。うん、っていうことを、それ、そうじゃないですねって、鈴木さんに言わせたらいいんだよ。したら、思わずそうじゃないって言っちゃったら。らその質の質問やると取れないじゃない。ああ<ー>。という感じ。もうこれね、本当にね。はい。 役所のやりなんてんかな財務省のリークしたのそのまんまあと自項要求が例外だとかねうん <laughs> 私なんか自項要求何回もやったよ <laughs> お<ー>ことありますよ。 あのねえー、概算要求において、金額つけて要求するんじゃなくて、まあ、こういう項目で必要ですよって金額を後から出しますみたいなのが、自己要求だと、ね、そういうの嫌う人もいますけど、はい、私は要求自由っていつも言ってから言って、<ー>だから、平気で、えー、やりましたね、どうせこれね、うん、途中でね、数字出てくるんですよ、<ー>あの年末になると必ず数字あるんですよ、はい、だからその数字を8月31日に出すか、その後に出すかだけの話だから、<ー>そんなもんはね、はい、最後にも。も 来ればいいんだからというふうに思,いまし思って。 事故、まあ、要求なんかよくや,らせましたや,やってもらいましたけどね、んでそでなんか,かなその時には全然マスクミんでね、はい、あのなんか事故要求は例外的なんですなんて、主催も受けたことないんだけど、<ー>これはね、役所の方がいう、これは例外なんです、例外なんですっていう財務省のほうが言って、それをそのまま記事にしてるんですようんでもこれ、最終的には国防増税ということになってしまうと,なるとま、という当面、国債で出すんだから、はい、しょうがないですよ、それは。あの出さないと、実は社会保障費を削るとかそういう話になるわけ。えーえーえー <laughs> そうそうのうなんか難しいでしょう年金削るってことになりますからね、うん、まあいろんな手があるけれど、うん、もう一番簡単なんだったらかな今思ってる債務償還費っていうのの20兆円とあとはそれの日銀納付金の収入があるんだけどそれ足し算すると20兆円ぐらいになるからそれを危機にして積んどいて5兆円ずつ4年間使って4年間はだからこれでいきますよって言えば増税かなんか全くいらないですぐはできますけどねんそんな話をそういう案はありますかとこの検討会でやりますかとか言ったら面白いじゃない。 いや、絶対言わない。そ,うそ,うそんなのありません。ってそんなのありません。になりますか？<laughs> じゃないの？おそらくだからね。うん、あのそ、そういう風うに財務省がいそうなことをね。はい、先に言っちゃってね。これはありません。とかね。うん、いやそんなことしません。とか言わせるのはマスコミの仕事だと役割だと私は思うんだけど。 話聞いて書くだけだね <laughs> 話聞いて書くだけだけね、うん、<laughs> さあ小泉さん、あのー、GDP 比2%みたいな話であるとか、えー、年間、ねえーまあ、5兆円ずつ伸ばすみたいな話も出てきている中ですけれどもどう,どう,どう何をというところがあんまり出てこないそうですね、まああのー、さっき申し上げたように今回ウクライナで戦争起こっちゃったんでアメリカの抑止リソースが相当ヨーロッパ側に回ってしまうだろうということで。でもう一 1>, 1個は、まあ、中国はおそらく今後も変わらずに軍事力の増強を続けるであろうことを考えると、まあ、ある程度日本があの防衛力の強化に踏み出さざるを得ないことは間違いないと思うんですよね、でそのこと自体は私も必要だと思いますし2点懸念していることがあって1個はやっぱりその防衛費の高負担傾向って本当にいいことなのかということですよね。 やっぱり国防にはどれだけお金回しても再生産ならないわけですから、本当は他のことに投資できるんだったら、その方がよっぽど安全保障になると思うんですよ。やっぱり決して国防にお金が回りすぎるということは私はいいことだとは思っていないと思います。のが第一点で。もう一個は何買うのかって話ですね。はい、で、例えばその長距離ミサイル買うんだとか、まあ結局イージスアショアが失敗したんだからそれをまた船に乗せ直すんだとか、いろんな話。 話をんかそういうこうじゃあどういう日本として防衛の構想を描くんですかって絵があんまりちゃんと説明されないまんまあのー、何を買いますってお買い物リストの話ばっかりが出てくる気がするんですよ、はい、でまあ特にその中距離ミサイルを日本が持つという話に関してこれも防衛政策の本来大転換なわけですよね、うん、だけど大転換するという説明がなくて まあこの従来のミサイル防衛の延長上だからいいんですみたいなのがまあこれまでの立てつけだったんですけどどう考えてもミサイル防衛の延長にはならないと思うんですよ、北のミサイルも中国のミサイルも動きますから敵基地攻撃能力の基地ってないんだと思うんですよね。とするとじゃあ敵の戦力発揮を制約するための阻止攻撃みたいなことに使うのか。 だからさらにこれは考えにくいですけど、はい、あの何らかの報復のための戦力を持つのか、<ー>まあ、何のためにミサイル持つんですか、はい、何のためにその北や中国に届くミサイル持つんですかっていう議論がなされないまんまお買い物の話だけされてる<ー>これはやっぱりですね結局我が国が守るべき民主的価値を既存してると思うんですよね。<ー>それでは国防にはなるかもしれないけど安全保障にならないんじゃないかというのが私が<ー>あの持ってる懸念です。だからまあそのまあ増えるのは増えるんでしょうけど。はい 耐えられるんんでですすかかっていう話とうん何買うんですかどういう考えのもとに買うんですかこの点はもっと議論してもいいんじゃないかと思うんですよ、ね、まさにその考えの部分っていうのをやるのがあこの3文書の改定のはずですよね、うん、国家安全保障戦略、ね、防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画、<laughs> そこの議論ってあんまり聞こえてこないですね。 そうですねまあ、実はその国家安保戦略に関して言いますと、私、は一回意見聴取も国家安保協からしてもらったりとか、われわれなりの提言をまとめて、これからあの公表もするんですけども、あの打ち込みを今、してるところなんですけれども、<ー>やっぱりその中でもこう、なんでしょうね、思想を語らなければいけないと思うんですけど、はい、特に国家安保戦略という、一番大きな最上位の文書の中で、うん <laughs> まあ従来の2013年の国家安保戦略はまさにそれを最初手をつけたところなのでこれはまああの安倍政権の大きな性の,の遺産の方だと思うんですけどそれをじゃあ大きく安保環境の9年経って変わったわけですよね。じゃあどうどうう変わったのののかか評価するのかその中で、まあ 新しい一歩を多分踏み出そうとしてるんですけど、はい、その一歩は何のためにやるのかみたいなそういうことをきちんと語れる安保戦略であってほしいいなと思います、ねうんまあ、もちろん、ねあのー、その文章を読んでそうするとこう抽象的なことも書いてありますけどうん、うん、結局のところはあの当時の思想としてはやっぱり中ロがつながっちゃうとまずいよねと、うん、だからロシアとは経済協力もやりながらうまくやってやっぱり、えー、中国とは対峙する関係にならざるを得ないっていうのが基本戦略でしたけど。うん もはやそれはウクライナの話で破綻してしまってるわけですよねそうですね実はあの現行のその2013年版国家安保戦略って、はい、ロシアという言葉が一箇所しか出てこないんですね<ー>それはロシアはエネルギー安全保障のパートナーですとで領土問題もあるのでえ全体として関係を高めていくってそういう位置づけなんですよ、はい、だけどまさに今われわれサハリン2人質に取られたりなんかしていてそ、えー、してロシアをエネルギー安全保障のパートナーってもう言えるのかとかですね <laughs> これだけのことをしでかしたロシアと全体として関係を高めていくと言えるのか、まあ、多分、うそうは言わないんだと思いますけども、うんうん、だとしたらどういうふうに位置づけるのかとか。 まますます中路の連携が進んでいく中でまだ中路の分断を図るって安倍路線を継続したいのか、うん、もうそれはもう規定路線でしょうがないんで、うん、じゃあ、どう抑止するのかって方向に向かうのかとかまだまだあの考えるべきこと多いいなと思いますね、うんえー、スクープアップ、概算要求、今日締め切り、まあ、そこからあ安保戦略日本どう守るというところをお話しいただきました。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください「文化放送おはよう寺ちゃん 8月31日水曜日5時になりました。 おはようございまますすす寺島直政です路面濡れてますね私が3時過ぎにいつものように外に出たときに一旦あもう止んでるかなと思って傘持たずに出ましたら結構降ってましてね、えー、水たまりなんかできてて慌ててまた傘を取りに戻って雨靴に履き替えて会社までやってまいりました、まあ、そのくらい、えー、この雨でしっとりと路面も濡れていましたね今もうどうも上がったようなんですがラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。 今日の関東朝には雨ほとんど止んで日中は広く晴れるでしょう北部の山沿い所々でにわか雨がありそうです最高気温各地とも昨日より高くなるでしょう33度前後のところが多く内陸では35度近くまで上がるところもありそうです湿度が高く厳しい残暑となりそうですこまめな水分補給熱中症気をつけてください 東京地方、今日は曇りのち晴れ、明日も曇り時々晴れという同じような天気ですね、降水確率も同じような感じ、現在、濃霧注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域に、雷注意報が神奈川、千葉、茨城、伊豆諸島に出ています。 さて台風11号なんですが猛烈な勢力にまで急発達して沖縄県の大東島地方に次第に近づいていますで気象庁によると猛烈な台風11号え今日午前1時には沖縄県の南大東島の東北と140キロの海上1時間に30キロの速さで西に進んでいると見られます 中心の気圧920ヘクトパスカル中心付近の最大風速55メートル最大瞬間風速75メートルですねで台風今朝から昼前にかけて猛烈な勢力のまま沖縄県の大東島地方にかなり接近する見込みです で予想される最大風速55メートル、最大瞬間風速70メートルとです、ね、まあ、この70メートルというのが、時速に直すと新幹線ですね、250キロ、じゃあ、どういう状況になるかというと、もう一部の住宅、倒壊、これ、過去の例、少し見てみると、2003年の台風14号の時には、沖縄の宮古島で74.1メートルという最大瞬間風速、観測しました。 割れた窓ガラス、えー、これで屋内にいた女性一人が死亡したほか、ですね風力発電用のこの風車、えー、これの倒壊が相次いだと、あと電信柱が根こそぎ倒れるとか、ですね、えー、全部とは言いませんけれども、一本倒れるとバタバタとこう倒れたりだとか、まあ、あと車が飛ばされたりだとか、まあ、そういうことも起きうるということですね。で沖縄本島地方では今夜以降暴風がが吹く恐れがあると いうことです。一方、本州でも大気の状態不安定でして、台風や高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込んでいて、東海北陸局地的に雨雲発達しています。で、これから前線が南下する北日本でも雨量が増える恐れがあり、気象庁土、砂災害低い土地の浸水川の増水に警戒するよう呼びかけています。 さておはようお寺ちゃん今朝5時台はイタリアと結んでいますイタリア在住で日本茶保経営ビズマーラ恵子さんですビズマーラ恵子さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いいたします よろししくお願いいたします、はい、今、浜松町が22.8度ようやくですね外が漆黒の闇から藍色に変化しつつある、まあ、そんな時間帯なんですが、あのー、10日ぐらい前にですねビズマーラーさんにご登場いただいてあの、まあ、縦に長いイタリアですからこの北と南、ね、いろいろこの天候も違うなんてお話聞きましたけども、うん、今、ビズマーラーさんがいらっしゃるところっての大体で結構ですが日中の気温って何度くらいになりましたか。 えっと、今日も三十度ぐらいにはなったと思うんですね。ねえ,えっと、ここ三、三日ぐらいですね。すごく暑いんですよ。はい、でも、本当に最後の八月の残暑のような形で、すごく。 えー、今日も暑かったですし30度ぐらいは上がってたと思いまたき、ね、今う考えてみたら日本はですね、まあ、もうすぐイタリアもですけれども8月31日明日はもう9月になるんですけれども、はい、やはりこの切り替えの時期ではイタリアもあるんでしょうね。うん そうですね、ええ、だい,たいあの9月の最初の,あの日曜日、これがイタリアの,の F1 がある時なんですけど、はい、これが過ぎてからバッと本当に秋になるんですよ、<ー>だからもう、秋は F1 語っていうのは、こちらではもう定番でして秋は F1 語っていう何かこうフレーズみたいなのがあるんですね。 あありますありまますす、えー、本当に伝統的にもう本当にピタッと F1 が終わったと同時に次の日からすごくすっと秋を感じるあ寒くなるんですよ、えー、本当に一気に寒くなるんですね。それは、はい、もうあるので9月の第1週あとはやはりイタリア、まあ、ヨーロッパと言いますとバカンスっていうね、はい、ある意味その日本からしてみるとあれ1か月ぐらいですか、お休みは。 そうですね長い方は2ヶ月ぐらいあるかもしれないですね。あえー、い,やいいなと思う反面ね、まあ、それぐらい休んだら私もうちょっとどうなっちゃうんでしょうみたいなそんなあの不安も日本なあのにいると思うんですけどもこれバカンスからこの仕事モードへの切り替えっていうのはしっかりできてるものなんですか、はい いやーもうちょうどまあバカンスが終わって今週の月曜日ぐらいからもう皆さん、職場復帰という形で働き出してるんですけどもまあ休暇から戻った人たちがその休暇後症候群っていうですねポストバケーションシンドロームっていうのに苦しむ人たちが多いという記事がありましてで要は要するにその日本でいう五月病みたいなものですよね。 で5月の連休後にあの心的な負担がかかって憂鬱になるとか、うん、あとなんとなく体調が優れないとか、はい、あと会社に行きたくないとかそういったようなその軽い鬱的なあの気分になってっであと一時的にその適応障害に陥ってしまう症候群のことを言うそうなんですけどでこれをそのヨーロッパの都市のベスト3っていうのはそ,のあのそういった症状が多い都市をです、ねはい、イギリスの新聞の。 ガーディアンが発表したんですね特にその仕事がすごく忙しくてそういったポストバケーションシンドロームを抱える都市が1位がミラノだったんですよで2位がロンドンで3位がブルッセルベルギーですねそういうふうにトップ3出してたんでミラノがいかにシンドロームを抱えてる人がいるかって形で。 で私もあのこっち来てすごく一番びっくりしたことの一つでもあったんですけども、ええ、その夏のバカンサーの初日。ね ここミラノなんかはあの本当に小学校に入学したてのその児童のように半<い>ン,ンで家に帰ってくるんですね。ということは大人が半 <laughs> ンで午前中だけでお仕事やめて帰ってきちゃう普通にあの働けないということでミラノの大体ビジネスマンとかです、ね、<い>どこの企業とか、まあ、事務所とかそういったあのバカンス明けの。 あの初日とか、ええ、鳴らしのようにもう午前中だけとか、ええ、あと午後から出ていいよとか、はあ、そういうシステムをミラノは取り入れているんですよね。びっくりしました、まあね、まあ言ってしまうと大の大人がって思うかもしれませんけれどもそれだけその環境というかね,そ,うねそれまで忙しく働いていた人がピタッと辞めて、はい、そのバカンス休暇楽しんで,でまた急にバーンとこう仕事はしづらいってことなんですね。うんうん そうですね。仕事にならないから、ああだったらもう、なないはい、あの<っ>休み休んで、はい、自分のペースで。また始めればいいっていう、もう甘やかされてますね。っ <laughs> そうす <laughs> そ思いますけど、ね、っびっくりしました。いや、そうなんですね。でも、それは一日だけなんですね。一、まあ、<laughs> 日だけハンドン。 そうなんですよ、えー、びっくりするの、ね、二2日目も撮ろうとしている人とかね飛行機に例えるとこう離陸していく時もスピードをだんだん上げながらとか逆に、ね、着陸する時だってゆっくりこう降りてくるみたいなおそらくそういう感じなんでしょうけどもね。 そうなんですけどね日本だと小学生とか、ねえー、は,は分かるんですよ入学したての授業とかはだ、はいたい半分ですけど、えー、私小学生かっていつもそれも、はい、え大人もそれだけ長く休みを取ると慣れるのにまた元に戻すのは大変だなってのは分かりますね。 はい<え>そうですねはい, <laughs> はい、えー、はいはいビズマラさん今朝もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はい、今朝はイタリアミラノと結んで日本茶舗経営ビズマーラ恵子さんにお話を聞いていきます。 時刻五時十六分です。おはようテラちゃん。今朝五時台はイタリアと結んでいます。イタリア在住で日本茶舗経営ビズマーラ恵子さんです。ビズマーラさん改めてよろしくお願いいたします。 はいいいよろししくお願いいたします、はいまあ、日本ではですね新型コロナウイルス相変わらず、まあ、少しはこう山を越えたというふうなグラフは見えるんですけれどもまだまだこの高止まりというような感覚ですそしてまあ新学期を迎えているというそんな状況なんですが子どもたちのワクチン接種日本では呼びかけるなどしてますけどイタリアもこの新学期開始コロナ対策というのはどうなっているんでしょう。 はい、一応はあの今までの制限がいろんなものを制限があったと思うんですけれども8月の30日でこれが全部終了になるんですね、法令、はい、が一応あの期限が切れるということで,、はい、でイタリア政府としては今のところあの制限を,これをあの延長することを望んでいないと<え>だからもうあの子どもたちはもう誰しもがその対面授業に出席ができて、えー、あとはあのマスクの着用義務はないということなんですね。でも本当 本当に主なルールっていうのはもう37.5度以上の熱がある場合だけ、はいえー、そういった子は、えっと、一応はもう検査を受けて陽性とは,、まあ、は判定された人。はい、その子たちは の家にいなそれは当たり前のことなんですけど、えー、それだけが残ってて、えー、あとは学校とその雇用契約というのが一旦あの停止されていたノーバックスのワクチン反対派の先生方ですねこの方あの先生たちもクラスに戻ってきます、えー、で唯一の,あの推奨の時のっというのは出してましてそれはもう教室の窓を開けてあの環境を良くするように。はいはい はい、頻繁にしてくださいとまあただそれだけです。そういう感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは朝刊トップ5いきます。8月31日水曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞コロナ定点把握来月にも 政府はすべての新型コロナウイルス感染者の氏名などを確認する全数把握の見直しに関し9月中にも地方自治体が指定した医療機関だけが患者情報を届け出る定点把握を一部自治体で先行実施する方向で調整に入りました朝日新聞稲森和夫さん死去 京セラと KDDI の創業者で日本航空の経営再建にも尽力した稲森和夫さんが24日、老衰のため京都市内の自宅で死去しました。90歳でした毎日新聞上半期出生数38万人 厚労省が昨日発表した、公表した人口動態統計によると2022年上半期のです、ね、出生数は前の年の同じ時期と比べ5.0%少ない38万4942人でした上半期の速報値では2000年以降最も少なく初めて40万人を下回りました。日本経済新聞勤務職務明示求める 厚労省は企業に対して将来の勤務地や仕事の内容を従業員に明示するよう求めます現在は入社の時に義務はありますが全ての社員に明示される仕組みを検討します特定の仕事で働くジョブ型雇用の広がりを受け就労条件を明確にしようというものですスポーツニッポン2戦連発大谷50号ジャッジムカつく エンゼルスの大谷翔平投手が本拠地ヤンキース戦に3番 DH で出場同点の5回に2試合連発となる決勝の29号ツーランを放ちチームの4連勝に貢献 MVP を争うヤンキースのジャッジも50号ソロを放ち大谷のツーランで勝ち越されたからちょっとムカついたので得点するつもりだったと冗談交じりにこうやって振り返ったということですね。 はい長官トップ5でしたさて、えー、イタリアにいらっしゃいますビズマーラケ子さんに話を聞いていきますビズマーラさん今5本のニュース日本のニュースご紹介しましたけれども何か気になるニュースありましたでしょうか、はい これやっぱ勤務地職務明示求めるですね。はい、これ、ええ、イタリアも全く同じでして、ええ、今、あの、9月1日からのですね、スマートワーキングとか、あの、ジョブ型雇用とかですね、はい、あと、アジャイル型の仕事っていうものに、えー、適用した、あの、個別の雇用、 雇用契約っていうのをあの全としないといけないので、はいええ、企業もあのどんなことをあの想定しているかっていうものをあのしっかりと表示しないといけないんですね。はい、でそういったことですよね働き方あのどういう人を優先的にあのするかっていう条件もあのはっきりと出してますし、ええ、イタリアの場合はその12歳未満の子どもを持つ労働者の人とか、はい、あと重度の障害を持つ子どもがいるあの労働者の方そしてあの介護をしているって いう労働者の方そういった方とかはあの、まあ、優先的にアジャイルの方でスマートワーキングの契約を結べるようにするとかそういうことをしっかりと9月1日からしないといけないんですね。ええ、はいう<で>ことは明日あしたということですね。に、まあ、やはりこう変わっていくということなんですね。はい、はい あありがとうございますさあそしてです、ね、でいろいろこのニュースが入ってきてますけれどもやはり気になるのがウクライナウクライナにあるヨーロッパ最大級のザポリージャ原発へのですね攻撃が相次ぐ中ウクライナ政府の放射線監視部門の幹部が重大な事故に発展した場合に放射性物質はウクライナだけでなくロシアやヨーロッパにも到達しうると述べました。そしてて気象条件などによっは を示していますザポリージャ原発事故、まあ、これだとその事故が起きたらですね、えー、その起きないようにもう祈るばかりですけれどもヨーロッパにも到達し得るということこれはビズマイラさんイタリアでニュースとしてはどういうふうに扱われてますでしょうか、はい、これももちろんあのイタリアではもう連日、細かくですね、はい、あの原発の件はあのニュースになってますし、ええ、今日もやってました。けどもまずそのあの 到達しうるじゃなくて絶対するんですよ、<ー>これ、チェルノブイリの原発の時もそうでしたし、ええ、これが1986年4月26日だったんですね。ええ、で、チェルノブイリの原発の事故の放射性物質の放出量というのは、福島の事故の時の6倍だったんですね。はい、で、ウクライナの南東部のジャポリージャ、あと原発がこの爆発すれば、チェルノブイリの10倍というふうにまあ。 はい、言われてまして、でチェルノブイリの原発の時はですね放射能物質を含むその雲が、何トンの風に運ばれても、イタリアに来てたんです、ね、来てたんですね、はい、で5月4日には、もう全部、イタリア全土まで広がってまして、<ー>でジャポリージャの原発事故が起こったら、もちろんあのチェルノブイリの時と全く同じようになると、<っ>こういう見方を今、イタリアではされてまして。はい 要は今チェルノブイリとザポリージの距離というのは817キロメートルしかないんですね。えー、どちらかというとザポリージャからの方がもうが風が吹いたら一気にイタリアには来ますから、はい、はその当時のことも、あのー、こうしあったんですけれども、えーあのー、86年、えー、イタリア政府は何をしたかというと、はい、チェルノブイリの時はですね要はその雨,雨水に触れた野菜は全く食べてはいけないと<ー>で、あのー、新鮮な牛乳とかも飲まないようにっていうのを。 すぐに、えー、命じられまして、えー、あとは畜産農家のブリーダーさんは牛にはその乾燥飼料、はい、こういうのを与えるようにしてくれと草とか食べさせないでくれってことですねああの生えてる草はですねそうですそうですこれは危険だから、えー、でその、まあ、生鮮の野菜とかそういうのは、はい、あの販売を15日間禁止したんですね、はい、そしてその事故があったのが4月26日ですから、はい、えっと4月20日 以降にあの梱包されたパッキングされたような動植物由来の製品というのは全部、はい、あの輸入禁止ですねです食品ははい、えー、処,処置を取って入らなくしたし、はい、あとはもうこれえー、まあ私たちあのその時ちょうど私は中学生だったんですね、うん、で夫も同級生なので中,中学生なんですけどどうだったって聞いたら、はい、まあ覚えてたのは要はもう 5日間ぐらいあのイタリアは窓を開けちゃいけなかったと家の窓絶対開けるなと学校も窓開けるなって言われて外にも出るなって言われてたとあとは本当にあの新鮮な野菜なんか食べれなかったと3ヶ月ぐらい食べれなかったって言って牛乳も飲んでないっていう風なことをあの覚えてるんですねであのこれもしっかりとこのイタリアからこの日本に輸出していたものがあのシチリアのあのナッツとかあるんですねアーモンドとかあの ピスタチオとかああいう豆類とか、はい、あのその4月の後半行ってるんですけどもうすごい異常なほどのやっぱり放射性物質の量が検出されたの日本は突き返してるんですよ、えー、でそこからもうすぐにイタリア産の,あの食品も全部輸入禁止にしてるんですね、えー、でそういうこともあるのでこれ今回また、まあ、爆発とかなったらですね、えー、事故が起きたらまあ日本もこれ影響は出てくると思うんですよ。 欧州から来るイタリアだけに限らずフランスとかドイツとか全部そうです、はい、あの欧州から来るありとあらゆる食品これが輸入禁止になるとそういう処置にならざるを得なくなるということも、まあ、予測できますね、えー、となると今のお話聞いてたってビズマイラさんね、まあ、このいやウクライナが売ったんだとかロシアが売ったんだとか、うん、もう何かこう、えーはい、道具に使っちゃってるその原発自体をですね とても許されるものでもないし、まあ、早くも。 IAEA、e、の,の査察というか、えー、調査にこの受け入れ、はいまあ、昨日あの実はロシアと結んだんですけれどもそのロシア側から言うと、はい、いやいや IAEA、e、の,の調査の人たちは別に私たち拒否なんか全然してませんむしろ来てほしいくらいですみたいな、まあ、そういう風潮だっていうんですねだったらただ、その IAEA の調査員がすんなり入れるのかどうかっていうのは、まあ、このあたりイタリアでもいろいろニュースでも言われてるかと思うんですけども、はい、まあ一刻も早いこの IAEA の調査 操作含めて、はい、そしてまあ、砲撃中止ですよねあとは、ねえー、今はまあ、ロシアがあそこを、まあ、コントロールしてる状況になってますから まあこれをじゃどうしていくのかっていうことですよね。うん、そうですね。ま謎めいてますから、あのけ警察に入ってもわざとまたそこにミサイルを落したりしてるっていうことは今日のニュースでありましたし、今ちょっとドローンを飛ばしてどういう被害状況なのかっていうのを詳しく調査を始まったとはマイリアの方では、I.N.E. がやり始めたということですかね。そうですね。はい、ドローンを飛ばして屋根のあたりですね。はい。 爆撃しているので、どのくらい損傷があるのかとか損傷があるかはいはい、えー、そういうことをあの調査を開始しましたというようなニュースは一応、ね、はい今日はありましたね。えーえー、と現時点では何かまた砲撃があったとかそういったものはイタリアのニュースとしても入ってはいませんか。 あ、えっ、ー、と、えー、わざとしてるっていうのはあ,けあわざとしてるのはあるってことなんですね、うん、はい挑発してるっていうのは書いてましたね、うんはあはあ、そうですかはい。水村さんまた後ほどお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはい、はい、お願いいたします時刻5時28分です 時刻5時34分です。おはようお寺ちゃん。今朝5時台はイタリアと結んでいます。イタリア在住で日本茶歩経営、ビズマーラ恵子さんです。ビズマーラさん改めてよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いいたします。えー、さてイタリアローマの話題なんですが、今ビズマーラさんあのゴミ問題改めて深刻なんだそうですね。 そうですね、ええ、もう本当に、まあ、昔からなんですけどもカモメとネズミが路上のゴミを奪い合う戦いをしているっていうような、はあ、あの動画とかが出てですね、ええ、で夜中のなぼうな広場の様子がこう動画で出てたんですけども本当にもうみっともないですよね<え>カモメとネズミが取り合ってるんですもうありえないですよねもう汚い、ええ、どんなにも汚れてるかということですよね。ええ なんで汚れてるかってことなんですけどもこれは水原さん,どうしてなんでしょうかはいはい、はい、これはもうゴミの種別もしないローマ人がですね、はい、どこでもここでも捨ててるからなんですよね生ゴミから何から、はい、もうすごいですよね、そこら辺にはもう、えー、あの野生動物は湧いてくるし。はい っ処理ができてないですからね、衣州、えー、も放ってますし、はーはーとんでもないんですよね。これゴミ缶か,からこの何かこう溢れ出てる感覚じゃなくても、そういったものじゃなくても、いたまあ、至るところっていうか、そこここにゴミがま放ってあるって感じなんですか？はいはい 一応ゴミ捨て場っていうのがあると思うんですよね。はい。でも、そこにばあっと溢れて、山積みになってて、それが処理されてないから。夜中でもやっぱ出すので、何でも来ちゃいますよね。もうカモメかネズミから、イノシシから、も全部来ますよね。はい。イノシシには、この前も驚きましたけども、もう。カモメとネズミの餌の取り合いってのも、すごいですよね。そうで本当にありえないですけど。さて、そのゴミ環境問題というとですね。先週、インターネット。 ネット上で小泉進次郎元環境大臣の発言これが話題になっています当たり前のことをさも意味ありげに言うと言われている小泉氏の発言なんですがこれ小泉公文とも呼ばれています環境大臣時代のものと思われる発言が新たに掘り起こされて注目を集めましたこれ犬を飼っている小泉進次郎氏散歩中にあることに気づいたと言います 犬がうんちをすればビニール袋で取って持ち歩いていたんです。環境大臣になってからうんちをビニール袋で持っている自分にハッとしたんですよね。これもプラスチックの袋だなと。 ということなんですか水村さんここのいかがでしょうか。私はこれにもうすぐにですね新作動画って書いてたはいこれ反応してしまいました。もう小泉君へた信次郎に教えたいってもうすぐにつぶやきましたけども、うミドルネームですよね。小泉さんのねはいそうです。君へたはいもう これもう犬のエチケット袋の事情について、ですねイタリアではこうだよということは一応、つぶやいたところなんですが、はいえー、イタリアではですね今年の1月1日から、すべ、はい、ての自治体でその分別廃棄物の処理というのは義務付けられて、これ、法律にしちゃったんですよ。えー なので有機物、廃棄物とその他というふうにまあ分別をするという必要があるんですね、<ー>で特にその生ごみとかいうものは、あのー、袋もですね、えー、これも全部指定されてまして、<ー>認定されたあの成分解成という、堆肥に変わるような、堆肥に変えるような、それが可能な成分解成プラスチック袋という、バイオプラスチックのそういった袋にえ入れて捨てないといけないんですね。は でこれはもう全部決まっているので、えー、そういうことはもうやってるんですね、で2024年は EU がですね、えーはい、これを導入するんですあの、EU のヨーロッパの法律としてですね義務化するんですが、はいえー、でこれがその、e、EU 指定というのがあるので、えー、これを2年前倒しでイタリアが今すでに実行してやってるるという感じなんですね。えー でその野菜とかあの果物とか、そういったあの梱包しているものですよね、えー、あのケースとか、あとは食器類ですね、あとカトラリー、はい、あとコップ、今までそのプラスチックだったものは全部もうダメになるんです、はい、だから、その堆肥に変わるような素材を使った使い捨て製品も、はい、あの堆肥に変えれるような、はい、そういう素材でなければいけないんですね。えー、で、イタリアっていうのその堆肥の生産っていうのは、ヨーロッパでもあのランキングトップクラスなんです。 で対比化の,そのシステム生産能力というのは今、700万トン超えてまして、えーでまあ、ドイツも先進国ですからこういうことはですねドイツに次いで 2>,、えー、まあ2番目なんですけども大体その80、80%イタリア人の80%人口の人たちはもう有機廃棄物の種分けとかそういった袋を使うとかそういったことにはもう実践してるんです。えー あとはもう義務化によって、もう今年からこの100%を目指そうというふうにイタリアはしてるんですね。はい、もならないのはそのローマの人たちだけなんですよ。あ<ー>この人たちがちゃんとしてくれれば100%になるっていう感じですね、えー、あじゃあ、もうローマの人たちだけなんかね、ローマイコールイタリアじゃないってことなんですね。うん、そうですね。<ー>もうギリリイタリアじゃないですか、ね <laughs> そう, <laughs> そう。まままでがはい。下の人はわざとそうやって言いますけどね。えー、あ、そうなんですね。そうですよね。でもそれね、他のイタリアの人からしたら困ったもんですね、それね。 そうですね、えー、週明けとかぐらいはちゃんとしてほしいですし、ね、そういった、ね、自然な素材に変えるような袋、はい、またこう日本もですね、えー、それこそあの小泉さん言ってるように、はい、そういうの作る技術はあるんですから、はい、しっかりそういったもう分解性のプラスチックじゃんバイオプラスチックを あのバックですよね。はい、そういうのもどんどん、あの取り入れて。ええ、自然に帰るような、自然の、あのエコなものにしていけばいいんじゃないですかね。はい、そういうふうには思いましたね、はいそうですか。はい、ありがとうございます。さて、あの先ほども少し学校のお話出ましたけれども。そのコロナ関係のお話していただきました。はい、で明日から。まあ、日本の多くの学校、新学期始まります。もうすでに始まっているところも、最近は結構あるんですけれども。そのイタリアのフィレンツェ、はい、コロナではないですね。その新学期の開始に。 際してある問題に直面しているという、まあ、こんなニュースも聞いてるんですけども、はい、これはどんんなな問題なんでしょうあフィレンツェにはです、ね、<え>学校が今107校あるんですけれども、はい、学校スタッフですね、秘書の方とか技術者とか管理者とかあと、用務員さんあと清掃員さん、はい、そういったあの方たちやスタッフがもう本当に不十分で<え>新学期があのスタートできないと足りないんですか。 そうですね、はあ、人員不足が問題となってまして、ええ、要はその緊急事態が終わった後にそに定年退職をされた方もいるわけで、はい、でそういった方の穴埋めをするその追加の採用分というものが、あの全く予見されてなかったんですね、ええでまあ、政府によって、特例として割り当てられたという職員が、フィレンツェはもう97人だけだったそうなんですね、ええはい、107校いるのに97人だと震災を、あ<ー>もあの足りてないんですよ、ね、もうそもそも。 はい。えー、で、あの組合は二百人を、あの採用してくださいって、あの要求してたのに、はい、全く足りてないと、えー、そういう問題でしたね。あ、そうなんです。でも、それ、何とかしないとね。そうですね。えー、全然、用務員さんもいないし、清掃員さんもいないということなんですよ。そうですか。となったら、はい、まあ、それこそ、あのローマじゃないですけど、また汚くなっていっちゃいますもんね。そうですね。えー、そして、また、あのやらないで、いい先生たちに負担がかかったりすると。 はい、そうするとまたストライキーになるんですよね、はい、本当に悪循環ですね、それね、はいはい。さあ、それではここからビズマラさんに、原因はウクライナ危機だけじゃない、ヨーロッパでエネルギー価格が高騰するわけ。 え世界共通の問題となりました物価高、日本でも値上げ止まりまりせん。日本の上場飲料食品メーカーですね、え飲食料品メーカーの105社が7月末までに累計1万8532品目で値上げを実施、値上げラッシュ、この秋以降も続くと見られ、家計圧迫し続けています水村さん、イタリアでは今、具体的にはその水村さんの感覚でもどんなものが値上がりしているとお感じでしょう。 はい、あの一番、まあ、いあのイタリアでよく消費される食品の一つが、まあ、カフェですね、コーヒーになるんですけど、原材料が今、価格は2倍になったとっいうことなんですね。えーでまあ、今のところ、まあ、イタリア 代表するその大手のコーヒーメーカーさんの入りカフェがあるんですけども<っ>そこはまあ値上げをしないようにあの頑張ってますっていうことであのそういった記事があったんですね。はい、で、まあ、一応もそのマージンを削減することであの原材料高騰してますけどそれを吸収できるように。 でも、まあ、どんどんまたインフ,ラインフレがこう進むのであれば、えー、あの価格調整せざるを得なくなりますあの値上げになるかもっていうような保険をかけたようなはーはーそういったあのことは、えー、あのインタビューで答えてましたけども、えー、すごくエスプレッソカフェも上がってるって感じるんですねそそここらへんのバールもー、えー、そんな感じですねこれコーヒーの値段って今、イタリアどのくらいなんですか やっぱりこの,あの地域によって違うんですね、鉢によっても全然違うんですけど、ええ、あここで、まあまあ、去年の同時期だったら1杯が1ユーロぐらいだったので、ええ、日本円でいうと142円ぐらいなんですね、はいええ、だけど、まあ、ことあの今年になって110ユーロ、152円ぐらいですね、<ー>6%ぐらいはあ増加をしているんですね。ええ すべて皆さんどっこもあげるしかないって形ですね、はいあえーまあ、これは日本もコーヒーは好きですけども日本以上ですもんねこの飲む人の多さっていうのはね,ね、はいはい、だからあの日本からしてみてもあコンビニで買えばもうちょっと安いのもありますけども、まあ、大体その辺りのコーヒーショップだともっともっと高いですけどもねでもイタリアの人たちからするとちょっと上がっちゃったなって感覚なんでしょうね。 そうですねもう文化ですからね、えー、1>, 1日3倍、はい、3倍4倍のも人たちですもんね、えーはい、あと、このガソリン価格の高騰もですね依然として深刻だと、まあ、の各国、言ってますもちろん日本もなんですけどもイタリア、ガソリン価格今、いかがですか。 はい、またあの再びですね上昇してきましたけど、ねはい、えと一応、セルフモードのガソリンが1リットル当たり今、1.77ユーロって言って、その日本円でいうと244円ぐらいですね、はい、でディーゼルが249円ぐらいになってます、あはい、でこの,あのサービスのつくあのセルフじゃない方のガソリンは平均で1.92ユーロ、日本円でいうと266円ぐらいですね。はい えー、そういう感じですねま先、あ、週日本の方を見るとですね、はい、レギュラーガソリンの小売価格が 全国平均で1リットルあたり169円ちょうどとなりました2週連続で、まあ、これは値下がりという形ですね国の委託受けてガソリン価格調査しているセンターによると22日時点のレギュラーガソリンの小売価格全国平均で1リットルあたり169円ちょうど先週よりも0.8円値下がりしています値下がり2週連続で政府による補助金の効果で石油元売り会社の卸売価格 価格が押し下げられたことが主な要因ということですがあの改めてイタリアでエネルギー価格が、えー、依然として高いこの背景なんですがこれは水前原さん何があるとお考えでしょうこれもあの価格を押し上げているのはそのウクライナ、ロシアの,その戦争をめぐる、はい、あの EU の,その制裁とかあのロシア間の,その緊張だけではないんですね、<い>やっぱり干ばつも大きな原因だったんです。はい この間、えー、出演した時もお話しましたけど、部屋、はい、があったその川ですね。えー、で、こういうのでの、また運行が危機にさらされている、まあ、ドイツの例とか、えー、あとはフランスの原子力の、あの、川の水の温度が上がってと。はい えー、そういうのがありましてイタリアでは、はい、あの水不足ですね、えー、これが本当にあの水力発電の容量これが減りましたから、えー、こういったことが影響を及ぼしているということなんですね、えー、であの工場の生産量もも,うもちろんあの下がったと、はい、でこれがあの今上半期よりも40%減少したという形なんですね、はい、このエネルギー価格なんですが今あのこの背景お聞きしましたけれども他にもいろんな見方はあるんですか あそうですね、あのー、もう1つはその西側の多国籍企業の悪魔化という,う言い方を、まあ、イギリスの専門家の,そのヘレン・トンプソン氏という方があの言ってまして、ええ、要は化石エネルギーの消費と価格の上昇を背後でその操って支配しているのは中国だと<ー>そういうあの言い方をしているんですね、ええ、で結局、こちら西側がこのロシアにあの制裁をかけても中国が買ってますから。こういうの、はいの でまあでここ週あの総週間ですね、ええ、原油の価格がもう下落したのは、ええ、中国の経済がその減調の兆しを見せているからだと、はあ、でこういうふうなまあ見方をしている専門家もいますねええはあですからまあ景気のいい時は中国はバンバン買ってるってことですよねそ,、ええ、そうですねそういうことなんですね、はい、でこのイタリアの石油大手 エンニとですねフランスの石油大手のトタルエネジーズ二十二日キプロス沖で大規模なガス田を発見したと発表していますこれはイタリアのこのガス供給不足解決する大きな発見につながるんでしょうか そうですねキプロス沖でこの探査船というのがそのガス田発見したという、これ、ビッグニュースですよね、はい、もう本当に、えー、これが6ブロックあるうちの,そのクロノス1井戸っていうところで見つかったんですけども、えー、半分、その50%の所有権がこのイタリア側にあるんですね、はい、エニのキプロスが運営してて、その残り半分はフランスのトータルエ,ネエナジーズが、これ、株式が半分保有してます、はいで、暫定的な見積もりで700億立方メートルに相当する。 ガスというこででかなりなりんですね<ー>もう全くそのロシアに依存しなくても全然大丈夫なんですよ。えー、で,でそれはまだ,まだまだあるということでまだ、えー、エジプトとかイスラエルキプロスの間にいっぱいまだガス田あるんですね。えー、そういうふうに、まあ、推定されてますし、はい、まず今1つ見つかったと。で今 ガス価格があの10倍以上になってもう苦しんでいるわけなんです。はい。でそのエネルギー問題がちょっとは緩和する可能性があるっていうふうなことでとても役に立つっては言われているんですね。はい。 でも今のところガス田の発見はもう肯定的なニュースではあったんですけども短期的に今パッとあの見てみるとそこまでそのイタリアのエネルギーの問題を解決するものではないという見方もされていまして要はそのまずここの地域があのインフラがまだ全然あの整備されていないのでこれからその見つかったガスをゆうあの輸送する。 ガスパイイプラインをです、ね、建設するる必要があるんですね。はいえー、でそのガスをまた液化するのかそれともパイプラインで運ぶのかこれがまだ未定なので、えー、とりあえずあの当面ではそんなにあの早く解決できるようなもんではないから今年の,あの秋冬これ本当に深刻になる。 でそっちの方のあの心配の方がちょっと問題視はされてましたねはいそうですかさて、えー、今ですね新しいニュースが入ってまいりましたビズマラさんもあの一緒に聞いてください、えーはい、タス通信などによると旧ソ連のゴルバチョフ元大統領が死去したというニュースが入ってきています、えー、タス通信などによると旧ソ連のゴルバチョフ元大統領が死去したというまあこういうニュースが入ってきております えーまあ、あの今はああの旧ソ連ではなくても今すでにこのロシアになっているわけなんですけれども今、年齢がいくつかというのをちょっと私、見ておりますけれども<ー>、えー、1931 19年、えー、生まれということは91歳ですかね。 どうして亡くなったかとか、まあ、そういうこの死因に関してはあまだこの情報としては入ってきておりませんけれどもゴルバチョフ氏といえばですね停滞していたソ連の,この政治経済の抜本的改革を目指した例の,あのペレストロイカですよね改革という意味ははあとは情報公開という意味のグラスノスチ、はい、これを断行して、まあ、外交ではこの東ヨーロッパの民主 革命というのを支持して冷戦というのを集結させた立役者というふうに呼ばれているまあ人物なわけですけれどもそのソ連のゴルバチョフ旧ソ連のゴルバチョフ元大統領がまあ亡くなったということこれビズマーラさんもあのご存知かと思いますがゴルビーなんて一時ってね。 結構相性がつくっていう<ー>このソ連のこの大統領で、えー、ゴルビーなんていうふうにこの呼ばれていたんですけども、まあ、結果的にはノーベル平和賞もおそらく受賞したと私記憶してるんですけれどもソビエト連邦のこのアメリカ合衆国と並ぶソビエト連邦と呼ばれていた超大国であった、えー、このソビエト連邦がまあ崩壊というようなね、はい えー、うそういうところですからこの、まあ、一応この、はい。 えーまあ、言ってしまえば、えー、賛否も分かれている、まあ、それはどこから見るかという,もうこの見方にもよるんでしょうけれども、まあはい、というようなこのゴルバチョフ氏が、えー、亡くなったという訃報が入ってきておりまますさん、はいえー、体験失礼いたしましたししこれはおそらく大きいニュースだと思いますので,です、ねまあ、ロシアではどういうふうにこの報じられるのかとか。 あとはまあこれから日本でもちろんあとイタリアでもどういう報道がされていくのかななんていうね、はい、でもこのゴルバチョフさんは私があのこれもちょっとごめんなさい今調べたわけではないんですけれどもあのその早急な平和交渉をというそのウクライナ危機に関してですね非常に懸念していたというふうにも私、聞いてますんでね。 そうなんですゴルバチョフ氏がですね早急なこの平和交渉をなんていうことはあのー、働きかけというか、うん、その発言をしていたなんていうのは聞いておりますんで、まあ、今後、これがどういうふうにこのニュースが世界を駆け巡るのかという、まあ、そんなところも一つの注目でもありますね。 さてあの、まあ、でもとにもかくにも今、エネルギーのお話し,していただきましたけれども、はい、まあこのガス電が見つかったっていうのはそのイタリアにとってはね、結構朗報だなっていう、はい、日本でもこの何かこう、ガス電どうのこうので、でも中国は勝手に調べちゃってるとか、そういうと,ところではそのガス電っていうニュースは入ってくるんですけども、まあ、今調、調べてるのか、調べてないのか。 そういったものが見つかると日本も非常にこの朗報としてあの一筋の光明といいますかね明るい日差しは出てくるんですけども、はい、えこれだけれどもこのガス電がうまくいくとビズマラさんいいですね。 そうですねこれからまあパイプラインでもまあ作ってですね、ええ、それをまあ国にこうまたイタリアからどこかにこう振り分けるということができますし、ええとにかくそれでエネルギー価格が下がればですよね、ええ、あの国民、市民の方にこうに行けばいいんですけども、ええ、これですよねどんどん見つかって、まあ、ロシアに全く依存しないとなって。ええええ 要はその経済制裁してますけども戦争が一刻も早く終わるようにですね、えー、ロシアがしていただきたいとそういうい形ですでもこのガス電が見つかることによって今ビズマーラさんのお話聞いてましてもですね例えばイタリアがエネルギー大,、まあ、大国というかエネルギーをしっかり自分たちで賄えるようになるとロシアの一つのカードが減るってことになりますからね。 そうですねとなるとまたその先のこの何か雲の、えー、張り出し具合っていうのも変わってくるんでしょうからねそうですね、えー、ちょっとあのー あまりにもこう石炭もまあ輸出してませんし輸入を禁止にしてますし今度全部ですよね、最後がやっぱりガスなんですよね、ここをやっぱりどうにかしないといけないので年内までにやっぱり15%までにとか言ってますけどもえ結局、のどの国もまだ買ってるんですよね、ロシアから。 ね、そうです、現実ですね。はい。はい,はい。え、今朝五時台はイタリアと結んで、日本茶歩経、ビズマーラ恵子さんにお話を聞きました。ビズマーラ恵子さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、はい、失礼いたします。六時になりました。 8月31日水曜日6時になりました。 おはようございます寺島直政です浜松町も視界があ,あまりよろしくない感じですね外は藍色から今度はですね白っぽいグレーに色を変化させていますラジオ機能あなたの周りいかがでしょうか23度の浜松町ですね今日の関東地方午前中雲が多く局地的に雨雲がかかりますが昼頃からは広く晴れるでしょう夕方以降山沿いでにわか雨のところがありそうです最高気温昨日 昨日より5度から8度くらい高くなるでしょう東京都心が33度横浜33度埼玉34度千葉32度の予想です真夏日のところが多く35度近くまで上がるところもありそうです厳しい残暑となりそうです東京地方今日は曇りのち晴れ降水確率午前20%午後以降10%明日は曇り時々晴れの予報ですね 現在は伊豆諸島を除いた関東各地域に濃霧注意報が雷注意報が神奈川、千葉、茨城、伊豆諸島に出ています。 さててそして台風11号ですが猛烈な勢力にまで急発達し沖縄県の大東島地方にです、ね、次第に近づいています気象庁によると猛烈な台風11号今日,え今日の午前1時には沖縄県の南大東島の東北と140キロの海上を1時間に30キロの速さで西に進んでいると見られます中中心心の気圧920ヘクトパスカル付近の 最大風速が五十五メートル、最大瞬間風速七十五メートル。え台風今朝からですね。昼前にかけて猛烈な勢力のまま、沖縄県の大東島地域にかなり接近する見込みということです。え最大瞬間風速が七十メートル。まあ、この七十メートルというのはですね。時速に直すと、二百五十キロ。新幹線のスピード並みどういう被害があるかというと、一部の住宅が倒壊するような。 記録的な防風吹く恐れがあります、まあ、過去のこの74メートルだとか71メートル、まあ、これ、いずれも沖縄の宮古島ですとか石垣島で吹いた風なんですが、この時にはですね割れた窓ガラスで女性一人が亡くなったりだとか、あとはこの車が飛ばされたり、電柱がなぎ倒されたりする被害が相次いだといいます。 で沖縄本島地方でも今夜以降暴風が吹く恐れがあると一方本州でも大気の状態不安定となって台風や高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込んで東海や北陸局地的に雨雲が発達しています、まあ、これから前線が南下する北日本でも雨量が増える恐れがあり気象庁土砂災害低い土地の浸水川の増水に警戒するよう呼びかけています 今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです森永さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします先ほどもお伝えしたんですけれどもタス通信などによると旧ソ連のゴルバチョフ元大統領が死去したというニュースが入ってきました まあこのゴルバチョフ氏といえばです、ね、旧ソビエトの最後の指導者ですよねあの東西冷戦を終結に導いたというゴルバチョフ氏が30日、亡くなったと伝えました91歳でした。 でゴルバチョフ氏なんですけれども共産党の要職歴任した後1985年ソビエトの最高指導者にあたる書記長に就任書記長としてペレストロイカと呼ばれた政治改革、まあ、これ改革という意味がありますねあとこのアメリカとの核軍縮などを進めて1989年当時のアメリカのブッシュ大統領とともに東西冷戦の終結を宣言した人物です、まあ、こうした功績が評価されて 1990年ノーベル平和賞を受賞していますそのゴルバチョフ氏ですねゴルビーと呼ばれていた方が亡くなった91歳だったということですが森永さんこのゴルビーね、まあ、懐かしい響きではありますけどちょうど1985年っ,てちょっと自分が生まれた年なのでむしろなんか教科書で勉強したので、はい、あまさにあの先ほどあったペレストロイカとか、はい グラスのちグラス,グラスのすか教科書で勉強した記憶がテストで出た記憶があります、ねあ,えーまあですから歴史に残っている人なんですよね。先ほどどここれももお伝えしたんでですすけどもそのゴルバチョフ氏もですね、えー、この ウクライナ問題ですよね、早急な平和交渉をというふうに呼びかけていたということなんですけれども、うん、まあだってノーベル平和賞をもらった人物ですから、で、はい、でも皮肉ですよねそうですね、えー、結局、30年、40年近く経っても、いまだに、ねはいえー、実際にこう戦争を行われているっていう、えー、まあそういう意味では人間自体は何も進化してないんだなっていうところですよね、はい、うそうですね。 そのだって、この東西の冷戦を終結させるには我々が考えている以上の決断だとか、うん、水面下の,、まあこのねえー、それこそ避難の応酬だとか、はい、あとは手を結んだりだとかいろんなことがあったと思うんですよね。うん、ですからそんなところでそのあのゴルバチョフ氏が唱えていたのが相互の尊重、あと双方の利益っていう言葉がどうもあるようでしてね。うん まあこれがだからいつ、まあ、そういうこの気持ちで。 ウクライナに差し向けられるのかうです、ねまあ、でも本当にこう時代がまた一つ変わろうとしているんだろうと思うんですね、冷戦が終わって、はい、まあその後グローバル化だということで突き進んできて、まあ、今回のコロナ禍でまたそれの見直しが少しずつ始まってっていう形で、まあ、そういう意味ではこう30年、40年ぐらいのスパンで、歴史が繰り返していくというか、まさにそれを今見、目の当たりにしてるなっていうのは思いますよねそうですね。 確かに今森永さんおっしゃったみたいにあの時とは変わってきているのは例えばアメリカの力だとか、うん、そういったものもパワーバランス自体がですすねね、うん、変わってきてきまも当時はやっぱりまだこう中国とかね、うんはい、まだ世界のあくまで工場にすらなってなかった状態ですけど今や経済大国、軍事大国になり、はいはい、まおっしゃるとおりパワーバランスが崩れて、えー、でこれから先はね まあ中国とかも手をかけてますけどもアフリカが最後のフロンティアしてどんどん伸びていくとかまたこう世界のパワーバランスがさらにこれから変わっていくわけですからまあそういう意味ではまあ個人的には最近ちょっとこう歴史の本とか読み返してるんですけれどもやっぱ過去に学んでいって。 その上でこれからどうなるかっていうのを見通しかなきゃいけないなっていと、ねえーえー、やはり歴史ってのは大事ですねいや結局、人間やっぱ80年ぐらいでこう、ね、一人一人は亡くなってしまう人が多くて。えーはい まあ、そううい知恵とか経験とかっていうのはリセットされて、はい、そんなにうまくね、えー、他の人に引き継がれるわけじゃないですから、はいまあ、そういう意は歴史の勉強大事だなと、ねね、繰り返しになりますがタス通信などによると旧ソ連のホルバチョフ元大統領が死去したというニュースが入ってきています。 さて不法と言いますともう一つ電子部品大手京セラの創業者で、えー、名誉会長、えー、元京都商工会議所会頭の稲森和夫さんが二十四日午前八時二十五分漏水のため京都市伏見区の自宅で亡くなりました九十歳でした、えー。葬儀国別式は近親者で行ったと言います。えー、後日お別れの会を開く予定です。 稲森さんは1932年昭和7年1月鹿児島市生まれ鹿児島大学工学部を卒業してえ京都の外資メーカーに就職しましたでその後独立して59年に京都セラミック現在の京セラこちらを設立セラミックを応用した電子部品を次々と開発して事業を拡大し1台で 世界的な電子部品メーカーに育て上げて電子産業の発展に貢献しました通信事業分野では規制緩和の先駆けとなり85年に DDI 第2電電こちらを設立現在の KDDI への統合を進めて NTT の独断上だったですねこの通信事業に事業化をもたらしたということですで84年紫綬報酬を受賞しています 稲森和夫さんという、まあ、カリスマ経営者とも呼ばれてますけれども、えー、森永さんはこの稲森さんはどういうふうに稲森さんに関してもこう、はい、リアルタイムでどうというよりはどちらかというと自分のちょっと年上ぐらいの経営者たちがみんな稲森さんの本とかを読んでいわゆるアメーバ経営とかを学ばせてもらってたたというのを聞いてたたという感じなので。はい なんかこうちょっと上の先輩たちが軒並み憧れてた経営者という印象ですよね。アメバケータな5人ぐらいでチーム作ってみたいな感じのものもですよねそして科学技術、文化事業にも力を注ぎ資材を投じて稲盛財団を設立数多くのノーベル賞受賞者を輩出する京都賞を創設しました。 2004年には京都府聖火町にですね児童福祉施設これを建設するなど社会福祉の向上にも努めたとあとスポーツ分野では京都産科に出資して積極的に支援をしたということですね。ね えまあその他その若手経営者を育てるこの力、えー、指導にも取り組んでいます、まあ、政界にも大きな影響力を持ち2009年の総選挙では民主党を応援し政権交代の後ろ盾ともなりました、えー、民主党政権で行政刷新会議の民間議員について、えー、内閣特別顧問も務めました で2010年には会社構成法の適用これを申請した日本航空の会長を引き受けて戦後最大規模の企業再生を主導したとも言います、まあ、経営者としての稲森和夫さんの意思ですけれどもこの今の日本に受け継がれているのかどうかってところはね まあでもやっぱこういう名物社長みたいなこう後世に名を残すような若手経営者がこれから出てくればいいなと思いますけどね、えーはい、なんかちょっとそういう雰囲気がないなっていうのは個人的には思うところですけどね。は 時刻6時15分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。朝日新聞、医療保険コロナ対象縮小。生命保険業界がえ、生命保険業界が新型コロナウイルスに感染した際に支払っている医療保険の入院給付金の対象者、大幅に絞る方向であることが分かりました。 厚生労働省が感染者数を追う全数把握を見直すタイミングに合わせ9月下旬にも実施される見通しです対象見直しによりコロナ関連の医療保険の支払いは7割ほど減る見込みといいます 現在生命保険の各社自宅療養軽症でもコロナに感染するとみなし入院として扱って通常は入院することを条件に受け取れる医療保険の入院給付金を支払っています見直し後は65歳以上の高齢者や入院患者コロナの治療薬の投与これを受けた患者妊婦に給付金の支払いを限定します 厚労省の全数把握の見直しを受けて生命保険会社側ではこの条件以外のコロナ患者を特定できないためみなし入院の扱いもにも変えることにしたと言います医療保険のコロナの対象の縮小ですけれどもこれは森永さんはどうご覧になりますかまあ若干ちょっとこの保険会社側から見た時に、ええ 想定以上に払うことになったなっていうのがもともとベースにあったんじゃないかなと、はいええ、その中で全数把握の見直しっていう、まあ、ある意味一つの機会ができたので、ええ、このタイミングで。 まあちょっと変えたいっていう話なんだと思うんですけどね。はい、ただこれ、ちょっとそれぞれの保険の約款というか、取り決め、締結前にあのお客さんとちゃんと読み合わせるものを見てないんでまだ分かんないですけども、場合によってでもこれやあの不利益変更っていう形で、契約者から、 訴えられたり<ー>クレーム来たりしないのかなっていうのはちょっと思いますけど、ね、もちろんそこ金融機関なんでさすがにそこら辺までは見越してうまいこと書いてるとは思いますけれども<ー>ただそういうちょっと不満は出るでしょうね続いてはこちら「産経新聞大手電力10社全社が規制料金上限」。 大手電力が10社,です、ね、10社が昨日発表した10月の家庭向け電気料金で全社が燃料費上昇分料金に上乗せできる燃料費調整制度の上限に達しました。 ロシアのウクライナ侵攻に伴う火力発電の燃料価格の高騰これが要因です各社にとって経営圧迫要因となるため今後値上げ申請などといった動きにつながる可能性があります消費者の負担増にも直結するため経産省かと各社ですね難しい判断迫られるわけなんですが上限に達しているため今後さらに燃料価格が高騰しても電気料金の値上げは実施されず家計に ととってはメメリリッットトいえばメリットですでしかし価格高騰分を負担すする各社の経営には打撃ですこの状況を長期化するとコスト削減で補修作業などに影響が出る恐れもありまして必ずしも健全な状況とは言えないのが現実家庭向けの電気料金には値上げの時に経産省への申請が必要な電力自由化前の規制料金と電力の自由化後に設けられ各社の判断が で値上げ可能な自由料金がありますまあ、値上げの上限に到達しているのは規制料金の方でえ自由料金は値上げが可能なためにえ本来は割安とされる自由料金がえ規制料金よりも割高になる逆転現象も生じているということですまあ、こういう動きなんですねそうですねま、はい、だからこれ民間で電力会社やらせていいのかっていうもので改めて考えなきゃいけないんですよね、えー、結局利益が出ないってことは、はい、補修作業とかコスト削減が優先 なきすねえー、そういう意味ではやっぱこのライフラインに関わるインフラを果たしてすべて民営化していいのか例えば株式会社として上場させていいのか、はい、こういう議論を再度しなきゃいけない時刻6時20分になるところです。 おはようてらちゃん時刻6時31分です今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです 厚労省が三十日公表した人口動態統計によりますと、二千二十二年上半期の出生数。前の年の同じ時期と比べて、五点。零パーセント少ない。三十八万四千九百四十二人でした。上半期の速報値では、二千年以降、最も少なく、初めて四十万人を下回りました。 新型コロナウイルスの影響による海控えが指摘されていて感染長期化が少子化に拍車をかけた可能性があるとしています。 速報値によると22年上半期の出生数、前の年の同じ期にです、ね、比べて微増だった1月を除いて2月から6月の5か月いずれも前の年下回っています。これまで最少だった21年上半期より,はよりです、ね、2万87人減で少子化が加速した結果となりました。 で今年6月に公表された21年の出生数、1899年の統計開始以降、最え過去最小の81万1604人で、前の年より2万9231人減りました。 1>, 1人の女性が生涯に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率これが1.30でした22年の1年間を通じた出生数は過去最小を更新する可能性があるといいます国立社会へ 保障人口問題研究所が17年に公表している人口の将来の推計では21年時点の出生率1.40で出生数は86万9000人でしたけれどもこの想定を上回るスピードで少子化が進行しているという数字が出てきています。 まあ日本の少子化、これ加速してるってことなんですかね。そうですね。えー、先ほどありましたけど、やっぱりコロナの影響大きいと思うんですよね。うん、はい。えー、海えっていう言葉が先ほどありましたけれども。はいえー、まあ自分もね、3人子供いるんで、えー、それぞれ出産前にこう3回、その環境を経験してますけど、えー、やっぱりどうしても何回もね、はい、病院にこう検診とかで行かなきゃいけないじゃないですか。 でそうなった時にやっぱりコロナとか仮に、ね、妊婦さんかかってしまった時、はい、そう子供に何か影響があるかもってすごくナーバスな時期なので特に気にすると思いますし、はい、なるべく外にも出たくない、はい、病院にもい、ね、行かなくていいんだったら行きたくない時ですから、はい、まあやっぱそういうのが影響しちゃったなっていうのはすすごく感じますよね、はい、で政府はですね23年4月に発足する子ども家庭庁を中心として少子化対策に当たることにはしています。で新たな対策の 一つとして出産時に原則42万円支払われる出産育児一時金23年度にも増額することを検討しています、まあ、一方で今回の人口動態統計では22年上半期の婚姻数これは微増していて少し増えていて前の年の同じ期に比べて、ね、243組増の26万5593組だったといいます。 えーまあ、この改めてですけれども少子化対策としてこれ、どんな手立てが有効なんですかねそうですね、生まれた後の子供にお金をね、<ー>用意するっていう政策が多めですけど、はい、その前にやっぱ非正規の比率下げたり、はい、みんなの賃金上げて、えーえー、そもそも結婚できる環境を作る。 これも同時に進めななきゃいけないいけと思いますよ、ねはい、今経済的な、ね、もので結婚をこう控えてるっていうようなこともよく聞きますもんね。はい、そうですねやっぱ非正規だったりすると、えー、働く環境が不安定なので、はい、ちょっと将来が見通せないっていうことで結婚しないっていう判断をする人もいるっていうのはよく聞く話ですから、えー、やっぱその生まれた後にどうするっていうとこばかり子ど、えー 少子化対策と言いがちですけど、えー、その前の段階も大事だよねっていうところはケアしたいですよね。はい、また後ほどお話伺います。<music> 時刻六時四十一分です。 今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。気象庁によると猛烈な台風11号、今朝5時にはですね、沖縄県の南大東島の北60キロの海上、1時間に30キロの速さで北、西に進んでいると見られます。中心付近の最大風速が55メートル、気圧は920ヘクトパスカル、最大瞬間風速が75メートル ですね。北大東空港では午前4時半過ぎ、38.1メートルの最大瞬間風速を観測しています。台風はですね、今日昼前にかけて猛烈な勢力のまま沖縄県の大東島地方に最も近づく見込みだということです。またこの大東島をですね通過した後台風はさらに発達する見込みで、今日午後には中心気圧が915ヘクトパスカルに。 達すると予想されています。沖縄本島地方では、三十一日夜以降、暴風が吹く恐れもあるということです。森永さん。 これかなり風が強いですからね。そうですね。えー、いやなんか本当にとにかく最近この一週間ぐらい、はい、とにかく天気が安定していないなって、えー、東京に住んでても思いますよね。晴れてたと思ったら急に雨が降ったりとか、はい、風も急に強くなったりとかするんで、はい、ちょっと気をつけないとですよね、えー。そうですね。まあこれあの北日本の方もですねこの前線の影響で雨に見舞われているところもありますんでそのあたりも気をつけなければいけません。さてその他読売 新聞ですね中国国営新華社通信によると中国共産党昨日習近平国家主席主催の政治局会議を開き第20回党大会10月16日から北京で開くことを決めました党大会の会期通常1週間程度です習近平国家主席党大会を経て異例の3期目の政権を発足させることについて事前の党内調整で最終的な合意を取り付けた 模様という情報もあります党関係者によると習近平国家主席がですね、河、えー、北省の秘書地北大河などで党の現役指導者や長老らと次期指導部人事などに関する意見交換を行いましたこれよく北大河会議など呼ばれているものなんですがアメリカと中国の対立の長期化台湾海峡情勢の緊迫化緊張化を踏まえてこの党内の団結が 求められている中習近平国家主席が引き続き政権を担うということについて強い反対は出なかったという情報もあります森永さん、こういう情報も入ってきてますね。これは先月のです、ねはい、26、27日にあの北京で交換会議というのは開かれてるんですけども、はい、その時にこの党大会に向けて習近平は何を言ったかというと。はい まあ次の5年、あるいはさらに長期にわたる党と国家の目標と方針みたいな話を確か話したと言われていて、それって深読みすると、いやもう3期目っていうのはむしろ織り込み済みの話で、なんなら4期目まで狙ってますよということを匂わせたんじゃないかっていうことをですね結構、現地の人たちは言っているのをちょっと報道で見てまして、そういう意味ではね、この3期目っていうのはもう規定路線なんだろうと。 で、ここが、まあ、仮に3期目にならない場合は、こう、台湾との軍事接近調が一回緩和するんじゃないかみたいな指摘もあったんですけども、まあ、ただ今の報道を見る限りだと、もう3期目っていうのは、 もう規定路線ななんだなというとところですよね、はい、となると、まあ、今後はですねその新指導部のメンバーに、はい、その自分の,この部下の抜擢があるのかもしくはその反習近平、うん、えとおぼしき人が入るのかとかそのあたりですかねまあでも本人がさっき言った通りも4期目まで意欲を示しているというのを考えればあ、はい、まあ独裁国家はよくあるイエスマンしか置かないというパターンになっていくんでしょうね。えー はいまあ、でもいろいろ問題を抱えていて長期化するアメリカとの関係台湾を巡る情勢あとゼロコロナですよねこ減速する経済なども含めて、まあ、どういう方針が。 ああこの示されるのかというところも注目ですね,ですねはい。さてえそれではここから森永さんにはですね止まらない値上げで物価高倒産急増について伺っていきますえ上場飲料食品メーカーあ飲食料品メーカーですね105社7月末までに累計18,532品目で値上げを実施しましたえそして値上げラッシュはですね今年の秋以降も続くと見られていて家計アップ し続けています、まあ、こういった値上げの動き値上げをする側の企業にも暗い影を落としているということなんですが値上げが終わりりませんもののねねそうです、ねはい、まあやっぱりこのエネルギーとか資源価格が上がっている中で、はい、まあ国民の多くがですね、まあ、値上げされるだろうっていう、うん、まあこれは受け入れているというよりは単純にそうだろうなっていう予測をしている人がかなり増えたので、はい、まあそういう意味では今までに比べると。 若干、こう、値上げはしやすい環境にはなったのかなと思うんですが、ははい、で、まあ、我々家計から見るともうすでにいろんなものが値上げされているという印象を受けますけれども、やっぱそれでもまだ全然足りてない。これまでもずっと我慢して値上げをしてこなかった。 ところが、まあ、今回の流れの中で1回値上げしたぐらいだと全く吸収できないということはよく聞きますよね、えーはい、そして帝国データバンクの調査によると原油、燃料、あと原材料などの仕入れ価格の上昇取引先からの値下げ圧力などで価格転嫁できなかった値上げ難などによって収益が維持できずに倒産する物価高倒産が急増しているといいます。か そうですね、はい、やっぱりその我々ついついこう仕入れ価格が高騰しているからコストがこう上がっているっていう話をしがちなんですけれども、はい、まあ実際にはもちろんそれはそうなんですけど、生産とか加工に関わってくる、まあ、ランニングコストも上がっているんですね、はい、電気代だったりとか、はい、で小売業の方とかに直接話を聞かせてもらったりすると、やっぱこの店舗運営をしているときにかかってくる電気代とか、はい、まこれをバカにならないということで、はい、実はまあ2つの方向から。 物価高っていうのが来ている。 はい、それが業績圧迫して結果として倒産につながっていくということですよね、えーはい、で特にこの物価高倒産のおよそ8割を中小企業が占めていて帝国データバンク燃料、原材料、物流コストの高騰を受けて中小企業を取り巻く事業環境が悪化、まあ、しかし物価高による値上げを消費者や事業者は許容していませんでして価格転嫁も最小限に抑える企業が少なくないこういう指摘があります。この指摘いか そうですね、これ、まあ、パワーバランスの関係があって、はい、中小企業、なかなか価格転嫁できないっていうのはもちろんあるんですけれども、えー、ちょっとこの物価高っていうのがすごく今、テーマになっているので、うん、ちょっと個人的にその消費者物価指数と、はい、あの総務省の家計調査のデータを使って、まあ、いろんな分析かけてみたんですけれども。はい やっぱその価格転嫁をしたされたものに関しては家計の消費量が減ってるっていうのはう明確に出てるんですよ。はい、そうで,すでこれはおそらくその実際に現場ビジネスの現場やられている人たちはデータとしても感覚としても取る多分同じ結果を持っているはずでそうなるとやっぱりこういくら値上げがしやすそうな環境だと言ってもただデータ結果としてはやっぱ値上げしたら変われなくなるんじゃないかっていうこう 手触りがあるんですねおそらく、はいええ、それはデータでも出てるんですけど、ええ、そう考えるとやっぱり値上げはなるべくさせたくないということが最終的な大手の小売りとかには働いてくるので、うんはい、そうするとねあの川上にいる中小零細の部品とか、はい、素原材料扱っている会社は価格転嫁させてくださいよって言っても、うん、あじゃあ他のところと取引するんでいいですみたいな形で突っ跳ねられちゃうっていうことが今起きてるんでしょうね。はいええはあ でも、そこの中で、まあ、先頃からこの話題になっておりますけれども最低賃金の全国平均額が現在より31円増えて、うん、時給961円になったと発表ありましたとさらにこれで賃金も儲かってない価格も上げられないそんな中での賃金アップというともう踏んだり蹴ったりみたいな経営から見ればですねそうですねおっしゃる通りで、えー、まさにそのどこの観点から見るかという話だと思うんですけれども。はいえー まあ経営の立場から見れば、まあ表現がいいか悪いかっていうのを置いといて、はい、人件費も、まあ費用の項目に入るわけですね。はい、まあそのコストとか言うと、すごい,こういや嫌だというか、嫌悪感を示す方もいるいますけど、はい、まあそれ普通に経営というか、うん、あのその計算書のところで言ったら当然売上から引かれていくものになるわけですから、はい、で、結局その外的なもの、 えー、例えばその電気代が上がっちゃいますとか、え為、ー、替、えー、が例えば円安になりましたとか、こういう外的なものって、経営者が努力したところでどうにもならない話なので、はい、そうすると自分がコントロールできるコスト、費用っていうのはどこかっていうと、人件費になっちゃうんですよね、はいで。そこの最低賃金が上がってしまいますってことになると、最低賃金近辺で雇っている経営者からすると、まあそこもう払えないよねっていう形になってしまう。えー、で、実際これいろんなデータ見ていると、 まあその最低賃金近辺で働いたところのまあベースが上がってくることによって、本来出たはずの新規求人が逆に消えるっていうケースもあるんですよ。<ー>なので、我々なんかこう、字面だけ見てると、最低賃金上がる、えー、あなんかすごいいいことだなと思うんですけども、えー、まあもちろんいいこともあるんだけども、はい、一方で悪いこととしては、まあ、その本来出るはずだった求人が消えてしまったりとかっていうこともあると、またこの二面性があるということは理解しなきゃいけないですよね。えー となれば、まあ、その倒産も防ぐ意味も込めてどうすればいいかってことですねまあだこれはもう前々から言う通り、はい、まり先ほど少子化の話とも結局一緒なんですけどもやっぱそのパイ全体日本経済全体を伸ばしていかないと話にならないっていうところなんですね、はい、で中小零細企業の場合って大手と違って結構国内で仕事している会社多いので、はい、その国内経済自体が伸びてない中でビジネスやるってなると結局、ストリーゲームになっちゃうんですよ。はい そのパイが伸びない中でストーリーゲームやらされたら、それはコ,クコスト削減という縮小均衡世界しか待ってないわけですから、でそれ30年が続けてきたわけですよね。だからいい加減この30年から脱却しようぜっていう,う散々言ってる話ですけど、なかなかそこに手が打たれないということですよね。となるとまずはその国内需要を増やしていくもう間違いないですよね。間違いないですね。それしかないですよね。そのためには我々個人消費も増やすためにはどうすりゃいいんだってことですね。そうですね。財税とかね。 それやればいいだけだと思うんですけどね、以上、ニュー最前線でした。 時刻6時54分です今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです何かと発言が話題になる2チャンネルの解説者で実業家の広幸氏広幸氏が26日ニュース番組アベマプライムにリモート出演し物議を醸している金融庁の動画出演について言及しました 広幸氏は金融庁の公式 youtube で幹部と対談金融リテラシーや資産形成の重要性えあとニーサですね奨額投資非課税制度のメリットなどを語り合いました広幸氏出演のきっかけについてもともとその対談相手がですねパリで近所で歩いて行ける距離だったんですけれどえ日本でも借りているアパートが歩いて行けるところだったりするんでえ割と仲良くさせていただいています と知り合いとの対談だったため引き受けたというふうに説明していますでこの番組内で注目されたのが広幸氏と経済ジャーナリスト小木原博子氏による投資の是非をめぐるバトルえとにかく全部兄さんに突っ込めと主張する広幸氏に対して小木原博子氏は 株式投資は不確実性が高い宝くじを買った方がまし資株式投資はパチンコと主張ひろゆき氏はリスクの認識の必要性を解きつつ大丈夫ですか、バカなんですかと荻、えー、原氏を完全論破したということなんですがこのお2人のバトルは さんご覧なりました見てないんですけどただ、実はこの番組に親父も出ててそれでコールセンターにいろいろクレームが来たんでこういう番組があったらしいっていうのはクレーム系で知っててただ、ひろゆきさんと荻らさんなんで見なくてもどうせひろゆきさんが荻らさん、バカなんですかなんとかですよねとかって言って荻らさんがあんたの方がバカよというプロレスやってんだろうなと思ってたんですよ。さっきあの スタジオでの入る前にスタッフの方がちょっと流してたら、はいええ、まさしくそれで <laughs> おもうピタリ荻原さん、バカですよねって言ったら <laughs> あんたの方がバカよみたいな。 素晴らしいなってって期待にちゃんと想定した通りのエンターテイメントやってたんでさすがだなって感心しました、ね、そうですか,そうですかもう見ないでもわかるんですね期待通り期待してた通り実はこの番組にその今もおっしゃいましたけれどもお父様経済アナリスト森永拓郎さん出演してましたでひろゆき氏と荻原博子氏のこの仲裁役のような立ち位置になってしまった 森永氏は兄さんについては兄さんは悪くはないけど、えー、今は株の指標が 2, 2倍、3倍になっているからやめた方がいい、えー、とどっちつかずのコメント、うんえー、株価が落ち切ったところで積み立て兄さんを始めるのがいいと。えー 最もらしいことを言うものの落ち切ったところを見極める方法については言及せず最終的には「山を買って自給自足すべき」という意見で笑いを取っていたということですね。を <laughs> をやりたたくななったら山を買えばい,いじゃないというこの論なんですけれどもこれ結構なりました。 いやでもあれですよね、ひろゆきさんとギアラさんが、なんか野外ど同士の共演みたいな、やってくれてたので、そのさらに上を、やばいこと言おうってなったら、もはや投資じゃなくて、山を変えっていう、ぶっ飛んだところで行くしかなかったっていう、これ、プライドなんですかね、やっぱりちょっと苦しみみたいなの見ましたよね。そそうですねやっぱの経済エンターーテイナとしては やっっぱみんんななプライドかけてってるだなっていうのは思いますよねる俺が一番だと <laughs> そうよう、ね、なところでもう,もうマウンテンですからねマウンテンの話でマウントするみたいな感じですね、えー、いやだけど改めてそのお父さんね笑いを取って見悪なムードを振り払うというこの手があったかみたいなねまあでもこれはですね、えーはい、やっぱそのヤバいやつら同士がいるところにヤバ、はいやつが来るとはい なんか僕ら目線から見たら3人ともやばいんだけれども、はい、なんかちょっとやばさが控えてるとすごく常識人に見えてしまうみたいな。<laughs> そういううい現象だと思うんですよや、ね、ばさ控えめみたいな感じですかです、ねまあ、ただ本当にどんぐりのせいかだけど、あのー、改めてお父さんはエンターテイナーだなっていうね、うん、そうですね、えー、なんか最近はこういうネット系のなんか情報バラエティーなのか情報番組でも、はい、結構呼ばれてるみたいで。えー やっぱネットコンテンツなんでね、はい、そういうエンターテインメント性が求められるっていう意味では,は,は、ええ、ちょっと最近活躍の場が少しずつネットの方にこうなんか行ってる気がしますねあ、ええ、まあネットからもっていうのが正しい言い方なんでしょうねかねネット番組見てる人ってやっぱり SNS やってる率高いんで、ええ、はい 地上波以上にネット番組でやらかされた時のコールセンターのちょっと電話率がすごい高いので、はいはいね、この番組もなんかすごいいっぱいクレーム来ましたね間違ったこと言ってんじゃないかみたいなコールセンターの担当としてはちょっと大変でですすよねねそうですねだからちょっと先週は過労気味でしたあ。そうですか 父上、何をしてかしてくれたんですかと、いう感じですね。すはい、まもなく七時です。七時になりました。 1月31日水曜日7時になりましたおはようございます寺島直正です 外は曇りというよりもちょっとこうもやってる感じですね浜松町23.5度湿度は97%です今日の関東午前中雲が多く局地的に雨雲がかかりますが昼頃から広く晴れるでしょう夕方以降山沿いでにわか雨のところがありそうです最高気温昨日より5度から8度くらい高くなるでしょう東京都心そして横浜が33度埼玉34度千葉32 2度の予想です真夏日のところが多く35度近くまで上がるところもあります厳しい残暑となるでしょう熱中症気をつけてください東京地方今日は曇りのち晴れ明日は曇り時々晴れ現在農務注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域雷注意報が神奈川県千葉県茨城県伊豆諸島に出ています 今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです森永さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、まあ今日あのゴルバチョフ氏のですね復興、はい、から入りましてこの D.N.A. のこの話題ができなかったんですけども <laughs> う D.N.A. 昨日も勝ちましたねそうですね、えー、まあでもその前のねヤクルト三連戦、はい、ここでランカー三立てされちゃいまして、えー、若干セリーグの日は消えた一二のね対決でしたからまあでも昨日 A クラスはね三チームとも勝ってもう、はいはい、おそらくこと 今年のセ・リーグはもう1、2、3、今の状態で確定なんじゃないですかね、えー、だから気持ちはもうクライマックスシリーズに切り替えてああもう切り替えですかそうですね。まだまだ諦めないぞって感じじゃない、ね、いやー、ちょっと今の7ゲーム先きついっすよね、僕はもう気持ちはクライマックスシリーズと、えーはい、あと大谷君の MVP、はいえー、こっちにちょっと気持ちを。もう 切り替えてます、ねはい。大、えー、谷君あと1本打てば、はい、日本人初の2年連続30本以上っていう、えー、実はあの松井秀喜さんが僕やってるのかなってちょっと思ってたんですけど、えー、松井選手もやってなくてだからすごいですよねピッチャーやりながらだって投げた翌日にホームランとか平気で打,ちますもん翌打つんですよ投げた翌日にね,ね えー、いやちょっと尋常じゃないですよね、うん、本当に、はいまあ、ですから今、50本打ってる、ね、ライバルと目される選手もジャッジも、意識してるみたいですよねそうですね、えー、昨日もも、ねはい、ジャッジが打って、大谷も打ってっていう形でただ、どうなんですかね、これは結構アメリカ人からすると、はい、やっぱジャッジに取らせたいっていうか。 大谷2年連続取らせてたまるかっていうのもあるしあ、はい、ここの今デッドヒートがすごいですね、えー、ジャッジが60本以上打つようなことがあれば、えー、まあ多分、ジャッジになるんだろうなと思いますけど、はい、ただ、大谷選手も。 まだあとね先発で投げる回数6回とかあるはずなんでうまくいけばエンゼルスがそんな勝てるのかっていうのはありますけど、えー、まあ13勝、14勝、うん、あわよくば15勝、えー、ホームランもねあの去年のハイパー大谷モードみたいなのが出れば、えー、40本台まで乗せられるかもしれないですからね、えー、そこまでいったら2年連続あるかなっていう。えー いずれにしてもねでもちょっとね、日本人もね、感覚おかしくなってるんですよ、そもそも日本人はメジャーリーグなんか行ったって活躍できないみたいなことを、野茂選手とかね、イチロー選手が行ったときってのも言ってたわけじゃないですか、どうせ日本人なんかダメだみたいなことを言ってたのが、今となっては、MVP2 年連続で取れるかどうかみたいな議論をしてるっていう、ちょっと感覚おかしいんですよね、そもそも二通りなんかできない散々みんな言ってたのに。 今はね、なんか十五勝しないと大谷は調子が悪いとか。なんか人間って不思議なもんでね。四十本打てないのか今年はみたいな。はい。いやいやいやっていう。<ー>ちょっと大谷君のせいで日本人の感覚がインフレになってる気がします。幸福っていうのがいつしか当たり前になっちゃうんですね。そうなんですよね。すごいっていう感覚がね。はい。さて読売新聞です。日産自動車小型車マーチの国内販売を終了します。現行モデル大盛ですが。えー でしたが、この今月末にですね、日本向けの生産を終えて40年の歴史に幕を下ろすといいます。日産はハイブリッド車、電気自動車といった電動車に投資を集中します。日本自動車販売協会連合会の統計でつと、2021年のマーチの販売台数全部で8,819台、同じ日産の小型車ノートの10分の1以下にとどまりました。トヨタ自動車の ヤリスアクアホンダのフィットといった他の車のですねこの小型車に大きく水をあけられていましたマーチは国内で人気の高い軽自動車との間で存在感が薄く在庫がなくなれば販売を終えるということですマーチ一時はね日産マーチーものすごい勢いでしたけどもね、えー、まあそうですね、はい、ただ僕の世代で言うと、えー やっぱトヨタのアクアかホンダのフィットかみたいな、えー、僕も初めて確か乗った車はホンダのフィットだった記憶がありますね、はい、今もう買い替えちゃったんであれですけどそ,その時もやっぱアクアかフィットで悩んだってマーチは先なかったらで、ね、ンフィットはね、えー、確かねレーシングタイプっていうかちょっとそスポーティーな感じなのもフィットは出てたと思って 僕はちょっと親父と違って車全く興味ないんであんま詳しくないですけど <laughs> さて続いては読売新聞です旅行大手の HIS 昨日傘下の大型リゾート施設ハウステンボスのすべての株式を香港の投資会社 PAG に売却すると正式に発表しました地元企業5社も保有株式をすべて譲渡し売却総額およそ1000億円となります HIS はコロナ禍で業績が悪化していて、財務状況の改善を急ぐということです。え香港の投資会社、PAG は、ハウステンボスの成長の潜在力は極めて大きい、日本国内、世界の来場者にとって魅力的な発展を目指すと、こういう声明を発表しました。 今後アトラクションの導入など投資計画や集客戦略の策定を本格化させる方針だとということです、うん、ハウステンボスが香港の投資会社に売却ということですね。うん ここの,の PAG って確かあれですよね、はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも投資してたと思うんですよ投資という観点から言えば、えー、結構うまい戦略だなと思うんですよねやっぱコロナの期間中って、えー、アミューズメントパークってみんな来なくなっちゃったんで結構業績悪くならざるを得ないじゃないですか、えーではい、ただそこであえて投資をして、はい、そのみんな来ないうちに、まあ、その新しく リフレッシュさせて、ええ、逆にコロナが終わって、みんながまた来るときに、新しくなりましたよ、ええってことで売り出せば、ええまあ、資産価値一気にガツンと上げられる可能性があるんで、はいまあ、投資家としての行動は、まあ、結構うまいやり方だなと思いましたね、ええはいまあ、ですから、今もお伝えした通り、まああの、まだまだっていうのも語弊ありますけれども、ハウス戦没に十分価値があるということですよね、うん、やっぱ、このコロナ後をも見込んだ動きとかっていうのも出始めてると思いますし。うんはい あとやっぱ日本国自体がね、えー、ちょっとこう内向きなエンターテイメントに逆に舵を切った方がいいのかもっていうところはちょっとあり発想としてあるかもしれないですね、えー、まあそれにしてもこのハウステンボスを持っていたのが HIS ですから、うん、HIS 自体がねへこ、えー、みましたからね確かにねコロナでやっぱね旅行業界自体も結構厳しかったですからね、えー、となるとやはりこれはき切り離さざるを得なかったと うそうですね。だからある意味ちょっとこう、えー、先週のアフターテラちゃんで話した、はい、西武がライオンズを手放すかもみたいな、<laughs> その話ちょっと似てるかもって思いました。ああ、そういうことなんですね。はい。 時刻七時十五分です。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト・森永光平さんです。猛烈なその勢力に急発達した台風十一号。ですが、この時間、沖縄県の大東島地方に最も近づいていて、猛烈な風が吹いています。風昼前にかけてさらに強まって、最大瞬間風速七十五メートル。一部の住宅が倒壊するようなですね。記録的な暴風が吹く恐れもあるということ。 なんですね、えー。午前6時には沖縄県の、えー、南大東島の北北西に猛烈な台風11号、えー。この北北西50キロの海上、1時間に30キロの速さで西に進んでいるとみられます。中心の気圧920ヘクトパスカル、えー。中心付近の最大風速55メートル、最大瞬間風速75メートルで、えー、この時間ですね台風は大東島地方に最も近づいて。 猛烈な風が吹いていてます北大東空港では朝5時前、ね、48.4メートルの最大瞬間風速を観測して,測しているといいます。 海上も猛烈にしけるところがある見込みでして今日予想される波の高さ沖縄地方10メートル鹿児島県の奄美地方6メートルとなっていますまた雨なんですけれども東大,東島です、ね、大東島付近をこの中心に非常に激しい雨は9月1日朝にかけて24時間に降る雨の量180ミリと予想されています。 でこの台風、大東島地方を通過した後も、さらに発達する見込みで、三十一日午後には中心気圧が九百十五ヘクトパスカルに達すると予想されています。沖縄本島では、今日夕方から暴風が吹く恐れがあり、台風は九月二日から三日にかけて、沖縄の南で動きが遅くなるために、影響を長期間。 受ける恐れがあると言います。また、台風から離れた本州もですね、大雨にこの注意が必要と。まあ、こちらの方は、その前線の影響ですね。この前線のために、この雨が降りやすい状況となっているということです。具体的にお伝えすると、この前線ですが、台風高気圧の縁をこの回るように、この暖かく湿った空気が流れ。 込んでいまして東北北陸局地的に雨雲発達していますまたこれから前線が南下する北日本でも雨量が増える恐れがあり気象庁土砂災害低い土地の浸水川の増水に警戒するよう呼びかけていますさてそれではニュースピックアップいきましょうまずこちら日本経済新聞資産所得増進興育成促す 2023年度の税制改正要望が今日出揃います岸田総理が掲げる資産所得倍増やスタートアップの育成に向けて個人や企業の負担軽減する要望が目立ちます年末にかけて与党税制調査会での調整も含め脱炭素防衛力強化などの国策裏打ちする税の財源どう確保するかも問われます 金融庁は、ニーサ小額投資非課税制度の拡充を目指します。次元的な今の措置の高級化と、非課税枠の,この拡大を求めるということなんですね。で今のニーサ。三種類あって、上場株式などに年百二十万円を上限に、五年間投資できる。一般投資新宅。に年四十万まで二十年間当てられる積立未成年が対象のジュニア。 でジュニアこのジュニアニー s は23年で終了し一般ニー s は24年から新制度に衣替えする予定です新ニー s 年間上限20万円の積み立ての投資をすればさらに年102万円まで投資できる2階建ての構造になります。 個人投資家からは制度が複雑という不満が出ているということですね。えー、このお、まあ、金融庁 n i s の拡充を目指すということですがこの動きはいかがでしょう、森永さん。そうですね、まあ、これ自体はあの前から言っている通り、はい、別にやったらいいんじゃないのと個人的には思うところですね。はい、あの投資やりたいんだったら入門として非課税制度を拡充するというのはまあ一つありですし、はい、まあ実際、その 自分たちで銀行に預けても増えないんで、はい、投資を増やしたいというニーズも実際にあるわけですから、えー、まあそこの枠を広げていくのはいいことですと。はい、まあただ、ね、これも前から言ってますけど、はい、その前に、えー、資産所得倍増の前に、はい、総裁選の時言ってた所得倍増やってくれよとまあいうところはもちろん1個あります。はい、であとは、先ほどの、ね、ニュースの中でもありましたけども、まあ、この2024年から始まるこの新しいニーサ。はい。これが確かに、ね、複雑。 複雑ってほどでもないんですけど、なんか、めんどくさいんですよ、ええ。で、これ、なんでかっていうと、もともと今走ってる一般ニーサって、まあ、すごいざっくり言っちゃえば、はい、えっと年間120万円、ええ、そのニーサの枠で投資してたものに関しては、はい、まあ配当とか。 あとその売買でで出た利益ですよねここに関しては本来20%ちょっと取ってかれるんだけど非課税でいいですよってやってくれるって、はい、まあすごくシンプルなんですよ。ええ、ただまあそのこの NISA を始めてからこの NISA って本来資産運用やってくださいねっていう元で始まったのに、ええ、結構そのギャンブル的ないわゆるレバレッジがかかってると呼ばれる。ええ まあ若干こうなんだろうな資産運用というよりはギャンブルっぽい商品とかを買っている人たちがいっぱいいてそれって本来の目的と違うよねっていうところから今回、新 NISA という形になってでこれはあのまず最初に年間20万円分今の現行の積み立て NISA で投資していいよって言われているまあ金融庁が選んだある一定の基準で選んだこの長期の投資,資産運用に向いている商品だけをまず20万。 買ってくださいと、はい、でそれをクリアした人が今度2階建てになってて、えー、年間102万円ほか、はいま、の,のものを買っていいよっていう、えー、ちょっと複雑っていうか今のに比べるとなんか条件がいっぱいついてそういう意味で言うと初心者とか未経験者が本来はそういう人たちが入りやすいための非課税制度だったはずなのに、はいえー、ちょっっとよくわかんないっていてう人が簡単だからやってみようっていうのではないってことなんですね。 えー、そこはちょっと制度設計どうなのっていうふうには思いますよね。はいえーまあ、だけどあの冒頭で今あの森永さんおっしゃったみたいにね、えー、前は所得倍増って言ってたのが今、資産所得倍増って資産ついちゃって、ね、あの資産所得倍増いや,や,りたいよやりたいけど所得がっていう人だって多いわけです結局余ったお金でやるわけじゃないですか、はい、そう決して生活用のお金を投資に充てるとかってありえない話で。えー ただ今の現状だと、やっぱり余ったお金っていうのはそもそもないっていう人の方が多いわけですよね。はい、だって非正規がもう4割ぐらいいて、はい、そこの平均年収が200万にも届かない中で、はい、で、一方でね、6時台に扱いましたけど、値上げとかバンバン起きてると。はいまあ、その後は投資どころの話じゃないよって話なので、でね、やっぱその前にやるべきことやろうよと。はい、その上で こういう非課税制度の拡充は、それやってくれて構わないよ。っていう世論を作んないといけないと思うんですよね。はい、ねまあ、ですから、これお金持ちのためにですかみたいなね。そうなんですよ。えー、だから、やっぱ順番が逆かなっていう気がしますね。えーはい、で、厚労省はですね、イデコ個人型。 確定拠出年金の見直しし求めました加入対象年齢を今の65歳未満から引き上げる改正、これが念頭にあると高齢者の就労機会の拡大を進める政府方針を踏まえて柔軟な資産形成を後押しするということなんですがこのイデコはどうですか。そうですね<え>こっちの方は節税 効果が高いんですよよねりもただ結局これさっきの話につながるんですけどある意味若干自助っぽい話なんですよ要は自分でいわゆる自分年金みたいな形で自分で頑張ってねと老後のこともねそうですねただ頑張ってくれる見返りとして非課税にしてあげたりとか控除できるようにしてあげるよっていう制度とも捉えられるのでまあそれは国民にとっては別に悪いことじゃないんでこれも拡充するのは別にやってくれて構わないんですけども やっぱその前の議論だよねっていう、そもそもその老後のことを、えーあのじ、国民一人一人が、もうどうしようどうしようって、不安になって、自分でリスク取って投資しないと生きていけませんみたいな状況が、はい、そもそも国として正しい形なんだっけっていうところを問い直さないと、僕はいけないかなっていうふうに思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、地方交付税18.2兆円。 総務省がまとめた2023年度予算の概算要求、一般会計で22年度予算に比べ1兆1051億円6.7%増の17兆5675億円となりました自治体に配る地方交付税特別会計からの繰り入れを含めて1393億円0.8%増の18兆1931億円国と地方の この税財政の改革で交付税が急減した2003年度以降で最高水準としました、えー、このニュースなんですがこれはどう見れば森永さんいいですか地方交付税18.2兆円、うんまあ、なんかすごく多いみたいな話ですけどちゃんと見ると別に、えーえー、2022年の予算に比べて0.8%、はいね、しか増えてないんで、えー、なんかちょっとこう 意図を感じちゃいますよね。<ー>なんかすごい地方交付税がこんな増えてて、えー、無駄遣いだぐらいの<ー>そういう意図を感じますけど。えー、はい。で自治体が比較的自由に使える一般財源総額えこちら8000億円1.8 1.3%増の64兆7千億円を見込むと、一方国立社会保障人口問題研究所昨日2020年度の年金や医療などの社会保障給付費が132兆2211億円で1950年度の集計開始以降で最高だったと発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で雇用調整助成金の支給額が増えるなどコロ コロナ関係費が全体を押し上げたということなんですがこちららいかかがでしょう、うん、だから結局、この、ね、地方交付税とかっていうところにメスを入れたがりそうですけど、ええ、なんかそういうプレッシャーをかけながら、うん、一方でなんか東京一極集中の解消しなきゃいけないみたいなことって、はいええ、本当に矛盾してるなと思っていて<え>結局、地方がインフラがガタガタになっていますとか。ええ えその普通の行政サービスが追いつかなくなってますみたいなのを目の当たりにしてたらそれは普通ちょっと金あれば年に出ようってそれは思うしわざわざだって不便なところにはよ。行きたくはないですもんねだからやっぱりその何がしたいのっていうところを優先順位つけけななきゃいけないんですよねでさっきの資産所得倍増なのか所得倍増なのかの順番が逆だろうって指摘もしましたけど。 これもやっぱ順番つけなきゃいけないんですよ。うん、その財源とか税、その無駄遣いをさせたくないみたいな方が明らかに優先されていて、うん、の割には表面的には、こう東京一極集中を変えなきゃいけないみたいな綺麗事を、あたかもこう、うん、こう 優先順位とししてては上のように発表してるじゃないですか、はい、ただ実態は全然そんなの優先順位低くて<え>どっちかというとこう財政健全化が多分もう大事っていうのがもうプンプンしてるわけですよ<え>だそこら辺のの何だろう疑問というかいや言ってることでやってること違いますよねというところをもっとガンガンついていって直させないと本当だめだなと思いますね。ねすすねはい、続いてはこちら産経新聞 待機児童最少2944人。 厚労省は30日希望しても保育所などに入れない待機児童が4月1日時点で2944人となり5年連続で減少したと発表しました去年より2690人少なく過去最小更新減少は5年連続です受け皿となる保育施設の整備が進んだことや小学校就学前の子どもが減少したことに加えて新型コロナウイルス感染拡大で利用 を控える動きが広まったことが要因とみられています。そして調査開始からですね初めてこの3000人を下回ったという数字も出てきています。1994年の調査開始から初めて3000人を下回ったと。 で直近のピークだった2017年の2万6081人から88.7%減少しましまた全国1741の市区町村のうち1489、85.5%で待機ゼロとなりました。 自治体別では鹿児島市が136人で最も多かったと都市部でも大幅に減少し東京都内、えー、最多は町田市の75人待機児童が残る都市部などでは保育の受け皿整備を継続する必要があります一方、地方の保育所では利用者数が定員を大きく下回る事態も出ているということです。待機児童のこのここ減少でですがが森永さんいかかしょう,かうん、まあ、これい なんかいいニュースに見えるんですけど、はい、まあただ一方でその単純に少子化が進んでいるってことだったりとかあ、はい、まああとは新型コロナの影響もあってちっちゃいこうその家庭で育てるっていう選択をあえてしてる人たちも増えたっていう。まあ、だからそんなにこの 政策がうまくいったからすべてがすべてですってわけではないんで、えー、これはそのもちろん政策がうまくいったっていうのもあるんですけど、はい、まあそういううまくいったっていう点プラス、それ以外の外的要因、はいえー、全然喜べないやつですね、少子化が進んでいるとか、はい、まあそういうのもあるんで、えー、まあ手放しに喜べる話、結果ではないなっていうところですよね。 25歳から44歳の女性就業率、21年に78.6%となりまして、20年から1.2ポイント上昇、20年はコロナ禍の影響で0.3ポイント低下しましたが、再び上昇に転じました。 で政府は25年までにこの年代の女性就業率82%まで引き上げる目標を立てています出生数は減少傾向続くものの働く女性は増えるとコロナ禍でのこの利用控えも利用控えもです、ね、今後解消に向かう見込み今後のこの施設整備では地域ごとの潜在的な保育需要の精査これが欠かせないと言います働く女性の増加と保育施設 の拡充改めてここれれはどううでしょう、うんまあ、これ働く女性の増加に関してもやっぱ2つの面があると思って,て、はいてシンプルにその女性が社会活躍できる世の中になったっていうそのポジティブな面もあるんでしょうけれども、まあ、一方で単純に共働きしないと生活できないっていうケースも十分あるんですよね。はいえー でやっぱりそういう経済的な状況で共働きになる人たちもいるわけで、まあ、そう考えると問題になるのは子供どうするのっていうところそうで,す、ね、でこれ待機児童って本当に問題があった時まさに僕一人目の子供が生まれて、はい、今でも覚えてますけど、うん、もう夜中、うん なんかもう抽選の前日かなんかから僕すっげー寒いのに外に並んでてで他の家のお父さんお母さんも夜中に並んでてでなんか朝の6時とかに正門学まで並んでたみたいな記憶があって本当に当時大変だったんですよ。 だこれが、まあ、いろんな理由があれど解消されつつあるっていうのはすごくありがたいなって親としては思いますけどただ、やっぱその一方で保育施設で働く保育士さんの労働環境とか労働条件っていうのをやっぱ国が改善していってあげないとまあかなり厳しいなっていう。ええええええ まあ今あの海外に比べて日本の場合だと結構1人が多くの子供を見てたりするケースも実際ありますしまあたまにね結構胸が痛いニュースというか置き去りにしちゃったみたいなニュースとかもあるじゃないですかそういうのって本当にこう悲惨なのでまやっぱ国がね待機児童をまあ減らしたっていう功績はあるわけですから今度はそれ以上に保育士の環境を良くするとかそういうところにもちょっと力を入れてほしいなと思いますね続いてはこちら。 日経新聞「勤務地職務明示求める」厚労省は企業に対して将来の勤務地や仕事の内容従業員に明示するよう求めます現在は入社時に義務がありますがすべての社員に明示される仕組みこれを検討すると特定の仕事で働くジョブ型雇用の広がりを受けて就労条件を明確にします 日本では職務を限定しない総合職のようなメンバーシップ型雇用これが主流でして企業の人事権が強いです。で一方で解雇のルールは厳しく終身雇用を前提としてきました。 近年は専門的な技能を使ってこの特定の仕事でキャリアを積むジョブ型この雇用も増えています厚労省は労働条件の明示義務を段階的に広げる方針です現在は企業が働き手と労働労働契約を結ぶときに入社直後の勤務地を東京23区最初の業務内容を営業などと記した労働条件通知書を渡します 2023年中にも労働基準法の省令を改正して新たに労働契約を結ぶ際再雇用の時に勤務地や業務内容を将来どのように変える可能性があるか明示させるということです。新たな制度は規模を問わずすべての企業を対象とするとしていますがこの取り組みは森永さんいかがでしょうか。うまあ、これ働く側からすれば、はい まあいいいいいっちゃいいですよね、はい、そのいわゆるジョブディスクリプションと呼ばれてそのあなたここでこういう仕事してくださいねっていうのが明記されるわけですから、まあ、それはそれでいいなと思うんですけどただこのニュースを読んでてなんかうんってちょっと思うのはすごくこう日本型系いわゆる終身雇用っていうのがすごい駄目なもので、はい、そういうなんかレガシーを破壊していかなきゃいけないみたいな。 ちょっとそのテイストを感じるんですよね読、えー、み手として、えーはい、<laughs> それって本当に正しいんですかっていう、はい、なんか結構好きな人いるじゃないですか終身、えー、雇用はなんか日本型ケア遅れててダメだみたいなこと言うとかっこいいみたいないや本当にそうなのっていうところはもう私が古臭い人間だっていうのはあるんですけども、えー、まちょっと疑問はありますよね、はいえーまあ、この制度見直しの背景には働き手の意識が変わってきたことがあるという,にもいうふうにも言われてます。うんまあ 新型上がりの経済成長を期待できず終身雇用には転機が訪れていると一方でデジタル技術の普及で企業も事業構造の転換を迫られていると成長に向けたジョブ型雇用の普及とともに報酬を時間でなく成果で決める制度の適用拡大など雇用の流動性を高める仕組みこれが必要になるというんですね。まあ、多様な働き方が広がが広りつつとはあるといえです、ね、就寝雇用が まあ、あの根強い日本です、えー、雇用の流動性がどこまで高まるのかってこともありますし、まあ、これ、今、森永さんもお話しされましたけれどもじゃあ終身雇用が本当に悪いのかっというジョブ型がどうのこうのみたいな、はい、ちょっとこうカタカナ交えっていうと、はい、意識高い人たちはすごい喜ぶんですけども、はい、雇用の流動性高めるってそれは能力高い人は、はい、ガンガン給料上がっていってで、ね、必ずしも国民全員がその対象ではないわけです。はい 雇用の流動性を高めるってどういうことか分かってんのかっていうのはこのかっこいい言葉に騙されちゃいけないっていうのが一つあるしなんか時間じゃなくて成果で報酬を決めるとかすごいかっこいいこと言ってますけどリモートワークもろくにできないような日本の管理職がよく言うわってだからこれは掛け声だけで結果的に従業員労働者の多くが悪い方向に解約されていくんじゃないかなというちょっと懸念はありますよ、ねはい、時刻7時36分です。 時時刻7時37分です今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。 金融庁がインターネット掲示板2チャンネル創設者ひろゆきこと西村ひろ氏との対談動画公開してネット上で物議を醸していますひろゆき氏は過去に民事訴訟で破れ確定した賠償金を支払っていないとされネット上では債務を踏み倒した人を起用するのかなどと批判も上がっているといいます動画は youtube で公開されひろゆき氏と金融庁の幹部が投資初心者向けに 金融リテラシーや資産形成の重要性について対談しています広行氏はニーサについて少額投資非課税制度ですねリスクがほぼない状態で金融資産を増やし続ける方法は他にないなどと持論を展開しました 鈴,鈴木財務大臣兼金融担当大臣昨日一部で批判の声が上がることは承知しておりますとした上で今般のこの広報活動とは関係のない民事訴訟に関する事柄だとして直ちに問題にはならないという認識を示したと言います動画を削除する予定もないということなんですがまこの金融庁が公開した広行氏の動画これはどういうふうに改 めて金融庁の場合はそのいわゆる、ねはい、ただのメディア企業とは全然違う立ち位置ですからあ、はい、まあ当然、登用する人っていうのは選んだ方がいいよねっていう話でだから金融庁はこう金融リテラシーを高めろとかっていうことを言ってきてはいるんですけど、はい、その前にこう自身がメディアリテラシーとかネットリテラシーを高めた方が良かったなっていう気持ちなのかなと思いましたけど、えーはい、これ、まあ、よくなんか身体検査みたいなこと あるじゃないですか、ね、えだから、えー、とこうなるとまずいんじゃないですかとかここういういととかそうですよね、えー、まあだから逆に言うとそこのリスク取ってまでひろゆきさんであった必要性っていうのがあったのかなっていうところですよね。はいえー、いやなんかそこのリスクを負ってまでひろゆきさんに出てもらわないといけないっていうことだったらまだわかりますけど。はい まだそこの多分検討が甘かった、ね、そこまで考えていたかどうかですよね知らなかったってことはないと思うんで、はあはあ、本人的にはリスクを取っても、得られる価値があると思ったんでしょうね。ええええ、うん、まあ、ええ、知名度はありますもんね。まあ、でも金融庁はね、さっき見たとおり、別に個人とかね、ええ、民間企業じゃないんで、はいはい、いわゆる炎上商法的なビューの集め方っていうのは、あんまよろしくないなと思いますけどね。はあはい 時刻七時三十九分です。この後は武田哲也今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。 岸田総理、今日記者会見を行って、新型コロナウイルスの水際対策の緩和について、9月7日から1日当たりの入国者数の上限、現行の2万人から5万人に引き上げることを表明します。 天井員なしのパッケーージツアーも受け入れる方針です水際対策の緩和めぐっては9月7日から入国・帰国者全員に提示を義務づけています出国前72時間以内の陰性証明書こちらがですねワクチン3回目の接種証明を条件にいらなくなります。で出 国出入国在留管理庁の統計によると7月の入国者数1日平均およそ1万4000人政府関係者によると8月は2万人に達する日もあったといいます航空各社上限に合わせて国際線の便数などを調整していて政府は上限の緩和に伴って入国者はさらに増えるとみています まあ今までその厳,しくす厳しすぎると批判の声もこの多かったと言われる水際対策の緩和なんですがこれは森永さん、どうお考えでしょうかうん、まあ、だからこれ本当にこう先ほどの話にもちょっと通ずるところがあるんですけど、はい、結局そのコロナに対、コロナに対してどういう姿勢で臨むんですかって話ですよね。はいえー、水際を対策を緩和しますと、えー 一方でその二類、五類の話は何も進めませんと、はい、ただ全数把握はやめます、ええ、で一方で確か明日からでしたっけなんか東京割でしたっけ、はい、あのホテルの割引やりますって話ありますよねだからそのなんか厳しくしてるのと緩和していくのがごっちゃになりすぎてて、はい、結局ど,どういうつもりでこれに臨んでるんですかっていうところ一貫性がないなっていうのを本当に思いますよね、うん、そうですね。 まあですから今、森永さんご指摘の通りまだ2類相当のままですからね、うん、だからそれだけ危険な病気、はい、ウイルスであるという前提でいくんであれば、えー、それがベースとなる考え方なのであれば緩和、はい、ってだめでしょって話だし。えー 東京終わりって何なの,、はい、その旅行にホテル安くするのって何なの,、えー、何なのって話だしもろもろやっぱおかしいんですよウィズコロナこれですからね <laughs> ウィズコロナなんなのかなって感じますよね、はい、森永さん今朝もありがとうございましたありがとうございましたおはよう寺ちゃんまた明日今日もいい一日になりますように